ではワールドリポートです、えー、今朝は中東を拠点に残虐な行為を繰り返してきた会派組織 IS イスラミックステートが残した課題についてです国際部のスレーマン・アーデル記者に聞きますスレーマンさんおはようございますおはようございます IS については最近あまり聞かなくなったように思いますねそうですね IS は2014年にシリアとイラクにまたがる広大な地域を支配し なな行為を繰り返し日本人も犠牲になっていますその後各国の軍などによる相当作戦や指導者の死亡で支配地域を次々と失いましたところが今でもアフリカでは IS を名乗る武装集団の活動が活発化していてその脅威はさまざまな形で残っていると言えます、うん、その IS が残した脅威具体的にはどんなものなんですか それは IS がもたらした過激思想とどのように向き合うかという課題です当時 IS はシリアで支配地域の子どもたちを誘拐し過激思想を吹き込んで少年兵に仕立てましたその数は数千人に及ぶとも言われていますこうした元少年兵たちに植え付けられた過激思想をどう取り除き社会に復帰させるのか今も試行錯誤が続いているす シリア北東部カミシュリの構成施設には100人の元少年兵が寄宿生活を送りながら宗教指導者によるイスラム教の授業や少年兵の時には学ぶことができなかった算数や読み書きなどを勉強していますこれまでに350人が社会復帰を果たしたということですしかしこの IS に参加している時には壮絶な体験をしてきているんですよね。 そうした元少年兵たちの社会復帰これ大変じゃないですかそうですね道のりは平坦ではありません2年前から施設で暮らす17歳のアイメンさんは10歳の頃住んでいた町が IS に支配されその後戦闘員の過激な思想に感化されて少年兵になりました IS は仲間以外は全員が敵であり神の敵を殺すことは許されるといった思想を日々教え込み 従わなければ暴力を振るって従わせていたといいます。アイメンさんは日々過激な思想を刷り込まれ、14歳までの4年間を IS の少年兵として最前線に送られ、多くの地域住民に危害を加えたと話しました。この後、アイメンさんは拘束されてこの施設に入り、セラピーを通じて IS で教え込まれた全てが間違っていたことに気づき、今では後悔しているといいます。 愛名さんは家族には許してもらいできればまた家族みんなで暮らしたいと悔い入る日々を過ごしています自らの過ちに気づき立ち直ろうとしているというわけですねあの今後の課題は何でしょうかはい。施設の担当者は IS 自体は弱体化しているものの未だに多くの少年兵を抱え彼らを戦場に送り込んでいると言いますこうした少年兵をいち早く構成させ 社会に復帰させなければ、is が再び勢いづくことになると指摘しました。今回の取材を通じて、is が少年たちの心に植え付けた過激な思想はそう簡単に取り除くことはできず、心の傷として長く残り続けることを実感しました。アイヌンさんのような少年を生み出さないためにも過激思想をどう封じ込め、is の再興を防いでいくのか。 国際社会の支援がまさに求められると思いましたはい国際部のスレーバン・アーデル記者に聞きました続いてはマイビズ田中キャスターです水害から命を守る今朝のマイビズは女優で作家歌手の中江由里さんにおすすめの本をご紹介していただきますで、今日は水害から命を守るをテーマに選んでいただきました ご紹介していただく本は、今週火曜日にこの毎朝にご出演いただいた土屋信之さんの本、水害列島です。で、この本では、町が行う大水害への備えや避難策などについて書かれています。中江さん、おはようございます。おはようございます。中江さんには今回、水害から命を守るをテーマに本を選んでいただきましたけれども、その中でなぜこの水害列島を選ばれたんでしょうか。 まさにもうタイトルが象徴していると思うんですけれども、はい、やはりここも近年日本はその水の被害あの台風だけじゃなくて豪雨とかあの地震の後の雨っていうのも非常にこう怖いなっていうことが増えましたよねやっぱそれがなんかこう水害列島ってこのタイトルにすごくこうぴったり合ってるなというふうに思いまして手に取りました。 あと私はあの平成30年の西日本豪雨の際にちょうどその広島県の福山にいましてまさにこの災害を目の当たりにしたんですね。でその当日に私奇跡的に本当に広島の,あの空港にたどり着きましてもうその時点で あの市内に入る道、高速道路の道っていうのがもう通れなくなってしまっていたんですけど、下道でなんとかあの市内に入ることができて、まあ、ホテルに滞在してたんですけれども、まあ、その日の夜は本当にもう、携帯電話の,その警報が鳴りやまないというか、はい、まあ非常に怖い思いをしましたね。ホホテテルルかかからららもうう全く出出れないといと缶詰状態ですかそうですすそねで翌日ホテルを出ましたら 本当にあの街に人がいないというか、でまあ、お店なんかもほぼ臨時休業してましたし、もちろん交通も全部遮断されている、で物流もストップしているので、お店なんかもこうコンビニエンスストアに入っても、ないものも結構増えてるんですよね、うん、だから非常に不安な気持ちになりましたねうんこの本、水害レッドの中にも、西日本豪雨について書かれていますよね。はい そうですねあの本当に平成30年の,あの6月28日から7月8日にかけて、はい、西日本を中心に、まあ、非常に広い範囲で発生した災害でこの,この災害でまあ広島県、あの岡山県、まあ、全部で11府県が、ね、大雨特別警報が発令されて、はい、まあ私自身もこういったことにあったのは本当に初めてだったので本当に怖かったです。 これ先ほど中居さんホテルの中でこう、えー、携帯が鳴りっぱなしだというの警報が出ていたと思うんですけれども、ね、この本の中で、はいまあ、西日本豪雨の教訓ということで、はい、避難指示のタイミングの問題が指摘されていますすよねねそうです、ねまあ、この本によると岡山県の小田川が決壊して、うん、2か所で避難指示が出たんですけれどもその時間というのが午後11時45分と。 まあ夜中、日が変わって午前1時半だったということ、これ夜中ですよね、うん、しかももう雨が激しくなった、真夜中ですもんね、はいうんまあ、この時間帯に、まあまあ、ほとんどの方は多分寝てらっしゃる、うん、そしてまあこの時間に避難をいきなりしろと言われても。 おそらくこう避難をすること自体躊躇してしまうというか、うん、洪水警報が発令される基準というのが結局川の水位だったために、うん、もう大雨が降ってそして川の水が増えてから避難指示が出るというのはこの雨の中に逃げるというのはまあとてつもなく大変なことでそれを想像しただけでちょっと外を出ること自体怖かったですからね。うん、どのような対策をしていったらよかったなというふうふに思われますか そうですねその、そういうので具体的な例として、まあ、この水害列島にも書かれているんですけども、えー、江東5区大規模水害広域避難計画っていうのがあるんですねこれがあの東京の,あの墨田区や江東区っていう地域についてなんですけれどもこのほとんどの満潮時にその海面より低くなるいわゆる海抜ゼロメートル地帯と呼ばれているところがありまして。 この水害発生時に大きな被害が予想される地域なんですけれどもこの辺はちょっとも、もっと本を読んでいただくと分かると思うんですけれども本当に猛烈な台風が接近情報があった時には一番ひどい時ではなくて2日前とか1日前の早めに避難勧告が出るということなんですね。はい 公共交通機関もま,あまだ動いてるし、まだその被害もない中で、住民も慌てないで雨が降る前に、さらにまあ明るいうちに、家族と一緒に避難をするっていうことなんです。で、これでも、実はその、なんですかね、住民の理解が非常に必要なんですよね、何もまだ具体的な避難場所とか決まってない中で、とりあえず逃げろっていうことなので。 まあそれはそのなんていうか投げっぱなしのようにも思われるかもしれないんですけれどもまあ日頃からその住民の方がその自分で避難場所を考えるっていうことにより自分の,その居住する地域について考える、うん、えまあハザードマップをこう確認しておくとか家族で話し合いをしておくとか、うん、まあそういうことで自分の命を自分で守るっていうことに常日頃の防災意識っていうものが非常に問われてくると思います。うん 確かにこの本の中でもその行政がこうマニュアルを充実させすぎることでかえってあの防災力が弱まってしまうという例も紹介されていますしあのまあ自分自身でその場で考えて判断をして早く行動することの大切さについても書かれていますよね。 やっぱり自分を守るっていうことに対して、もっと真剣にならなきゃいけないっていうことなんだと思います、うん、どうしてもねこう、言われたことを守るっていうことはできるんですけど、自分からこう考えて、こうするって、行動するっていうことって、なかなかあのやっぱり、日本の方って苦手なのかもしれないし、私自身もどっかそういうところがあったので、やっぱりこの本を読んで、改めて、自分は大丈夫って思っちゃいけないなっていうことも思いました。 あとは、正常性バイアスというね<ー>、その自分は大丈夫って、うん、あの思ってしまう方が多いっていうのは、これは。 私もそうですし、そういう覚えがある方いらっしゃると思うんですけれども、アメリカでもね、まあ、大きなこうハリケーンでの被害っていうのはよくあの報道されますけども、はいあの、ハリケーンカトリーナの時にやっぱり、うん、自分は大丈夫って思った方がすごく多かったっていうことをね、うん、あのここにもあの書かれています。ですからあの避難情報が出ていていも まあ自分は大丈夫って思っちゃったらもうそこで自分の命の命責任を放棄したことになるわけですね。うん、そうならないように自分は大丈夫っていうね<ー>ちょっとクエスチョンをつけるぐらいの気持ちでいなきゃダメですね、うん。いやでもこれ正常性のバイアスを持ってしまうというのはやっぱり人間の差がといいますか、うん、え世の東西問わずこれ共通のものだということですよね。 そうですね、うん、本当にそうだと思います、ね。それを乗り越えるためには何が必要だと中江さん、思われますか、まあ、やっぱあ個人単位での,その防災っていうものを具体的に進めていくっていうことだと思います、うん、いや本当に日本中でねその安心安全なところなんてこうない本当に日頃の備えがどこにいても重要だということですよねそうですね、本当におっしゃる通りだと思います。ね 知恵を絞って何とか自分の命をつないでいくっていうことをやっぱりそれぞれが考えていくっていうことはとても大事なんだと思います、うん、中井さんどうもありがとうございましたはいこちらこそありがとうございました、えー、今朝のマイビズは土屋信之町水害列島について女優で作家歌手の中江由里さんにお聞きしましたさあお伝えしていますように東京オリンピック開幕まで一ヶ月 今回のオリンピックは新型コロナウイルスの影響で、まあ、そもそも開催が1年延期されました、まあ、これまでとは異例づくめで迎えようとしています今夜は元陸上選手オリンピックに3度出場経験を持つためせ第三にコロナ禍での開催の意義アスリートの思いなどについて伺いますためせさんよろしくお願いいたします はい、よろしくお願いします。お願いします。あの開催まで1ヶ月というところですけれども、はい、オリンピックの開催に向けて、為末さんとしてはこう前向きな気持ちでいらっしゃいますか？それとも心配が大きいですか？あのまあ、私はもっと選手だったので、はい、やっぱり選手の気持ちを考えると、あのこの1年間も本当に大変だったと思うんですね<ー>で。それで準備をしてきた選手たちがまあ、出場できる機会があるとしたら、それは。 あの本当にあの嬉しいいなと思いますでこれは海外の選手も同じように今予選会を抜けている選手たちはオリンピックに出たいという気持ちでやっています。で一方で、あのまあ、市民としてはあのやっぱりなかなか本当に大変な状況の中で、まあ、オリンピックを開くことでこれ反対の声もたくさんあって、まあ、そちらの方がもしかすると多いぐらいだと思うんですね。まあ、そういうい中で オリンピックを開いた後に、なんかすごく社会の中でしこりを残してしまって、うんまあなんていうんでしょう、分断っていうんですかね、そういうものが生まれてしまわないかなってのは、とても不安に思っていて、まあ、ちょっと2つの立場から決めにくいなというふうな気持ちですあの、まあ、そもそもやっぱり1年延期をされてしまうということ自体が、アスリートの人たちにとっては、ものすごくやっぱ影響大きいんでしょうね。あのピーキングと言いましてあの オリンピックの決勝に向けて準備をするんですね、ピークを作っていく、はい、はい、これ、トレーニングをして調子を合わせていくような作業なんですけども、まあ、なんかイメージでいくとあの、崩れそうなトランプタワーをですね、ええ、徐々に徐々に1個ずつ,つあの作っていくよう、そんな作業なんですね。これがあの続けられないんですね、じゃあ1年後だからそのまま残そうかと思うとできなくて、ええ、もう1回崩して、 また作るしかないので<ー>だから、マラソン最後まであと5キロってところまで準備したらオリンピックがなくなってまたもう1回やり直してるっていうそういう心境で精神的にととっても辛いと思い思ますねう、うん、そういう状況の中であと1ヶ月選手は今、もう一度ピーキングというところでピークを作ることをされていると思うんですけれども、はいはい、どういうふうにこう心持ちそれからあの準備されてるんでしょうか。 あの話を少し聞くと、ですねやっぱり2ヶ月前ぐらいが一番つらかったそうで、<ー>やっぱり世の中の,あの反対も強かった時ですね、はいでまあ、今はもちろん反対もあるんですけどあの、オリンピックのトライアルというか選考会が始まってきて、<ー>選手もだんだん,だん,だんあのもう覚悟が決まってきて、もう開催されるという前提で、自分はそういうふうに信じて、トレーニングをしているので、まあ、気持ちは吹っ切れてきているそうです。 で選手、自分自身の体調もだいぶ分かってきているので、はい、まあ90%、95%に今、仕上げているぐらいなので、ね、あとは本当に細かい技術を詰めていったりっていうただその、いわゆるその新型コロナウイルスの影響っていうのも、まあ、当然あるわけで、まあ、そうした影響も受けている中で、調整を今、進めているわけですよね、はい、そうですね、それは難しかったと思いますね。あの陸上は 対戦するような競技ではないので、えー、あのみんなが一方向に走るのであの感染リスクが低いんですね、はいはい、こういう競技はまあそんなに負担にはなってないんですけどやっぱり格闘技のような競技みたいなものはトレーニングにも少し制限が。 かかったりもしているそうですから、これは調整、難しいと思いますねあ,あと、海外からの選手ということでいうと、例えばその、このところニュースで伝えられてますけれども、ウガンダの選手たちのようにその、まあ、陽性になってしまう、はい、あるいはそ,のそうでなくても、濃厚接触ということになって、今、ホテルでの待機を余儀なくされてるわけですよね、でそうすると、まさに調整もできないじゃないですか。はい はい、こうなかなか気持ち辛いと思うんですけど、いやこれはあの相当大変だと思いますね。あの、精神的にもやっぱりすごい。極度の緊張に置かれてる段階ですし。しまあ、体も動かさなきゃいけない時なので、えーその、その状況にいる選手はとっても難しいと思います。で、一方であのアメリカとかヨーロッパの選手はあの本当に大変な状況。この半年前だったので、えー、それがワクチンを打って。 まあ今もまだ大変ではあるんですけど、ずいぶん状況が良くなってきているので、まあ、ちょっと声を聞くと楽観的っていうんですかね、あ<ー>まあもちろん気をつけながらだけど、自分たちの国はものすごく最悪なとこから、まあ、みんなワクチンを打ってきて良くなってるっていうような声はあります。うん まあだから国それぞれで結構状況が違ってるっていう印象ですねあ、まあ、そういったその国の,あの方たちでも、ですね例えばその日本で事前合宿っていうことになると、なかなかこれも、はいあのー、リラックスしてその時を過ごすということが今、できなくなっていますよね。 はい、それから、あのーまあ、インドなどでは、その入国してくるに際して、まあ、日本など入国してくるに際して、隔離などもしなければならないといったようなことで、これ、不公平じゃないかっていう話もありますよね、はい、このあたり、その公平性の担保って、本当、難しいと思うんですが、はいあのー、印象としてですね、えーと、ヨーロッパ、アメリカの選手は、 あの結構準備がでできててるなっていう印象ですねでおっしゃるようにインドと私たちはあのネパールの選手たちのサポートしてるんですけどこれはもう選手の派遣自体がもうできないかもしれないっていうそんな状況ですだから、不公平とても不公平な状況になってしまういうのは間違いないですで特にあのアジアの地域ですかねそこと、まあ、先進国との差がすごくついているなと思っていて。 まあただ、振り返ってみると今までのオリンピックもあのこういう選手たちはトレーニング環境が十分じゃなかったりしているのでまあ今まであったあの差みたいなものがとっても今回、拡大しちゃってるなという気がします冷静に考えてみるとこれまでも決して公平だと言える状況ではなかったでではないかそうですねあの、まあ、例えば、水泳プール自体がないという国もありますからそうすると水泳選手というのは強化できなかったり。 まあ、あの陸上のトラックっていうのも、私も指導に行くと、すごいでこぼこしていて、ハードルは飛べないっていう国もあったりするので、改めてあの今まであった不公平なあの選手たちの環境っていうのが、まあ、このコロナでものすごく浮き出てきてるっていう、そんな感じがしていますなるほど。コメン村さん、まあ、こういうい中で、まあ 迎えようとしているまた、あと1ヶ月ということになっているわけですけれども、どうですか、はいうん、そうですねあの、まあ、オリンピックは平和の祭典とも呼ばれていますよね、えーでまあ、今、世界は紛争が絶えません、またあの、止める国と貧しい国、あるいは民主主義と、まあ、権威主義といったように、えー、世界、今、分断が広がっているわけなんですけれども。えー また日本でも先ほど為末さん、社会の分断というま表現されていましたけどそうした中で開かれるオリンピック、そのオリンピックの意義について為末さん、どう考えていらっしゃいますかあのもうおっしゃる通りであの、今、オリンピックに反対の気持ちを持ってらっしゃる方々も、あのオリンピックを何のためにやるのかが納得がいってないっていうところがあるんじゃないかと思うんですね。うん これやっぱりずっと何年もかけて私たちがスポーツ界が本当は発信していかなきゃいけなかったところがそれが足りなかったというのはとても私も反省しているんですけれども今、結局オリンピックのねぎって何だろうかって思った時にやっぱり4年に一度それぞれ国籍とか人種とかさまざまな形で私たちは小さい私たちを持っているわけですね日本人という私たちとかえまあ何人とかですね でもこれを人類っていう枠組みで、まあ、1人の選手たちの頑張りを見たりとかそういうものを見る中であの大きい、まあ、人,人類としての感覚っていうんですが一番大きい私たちっていう感覚を持つ役割がオリンピックなんじゃないかなっていうふうに思っています。というのはあのやっぱり例えばですねあの400メートルで途中でトラックで怪我をしてしまって。 父親が出てきてサポートしたっていう映像があるんですね。はいはい、でそういういものを見た時にこれ決して何人だからとかどこの国だからって関係なくなんか人間の根底にある共感みたいなものが呼び起こされると思うんですね。だからそういうい形であの 日本人が日本人だけ応援するだけじゃなくてやっぱりもうちょっと根底の部分の私たちっていう感覚が刺激されるんじゃないかと思っていてま逆に言うとだからオリンピックは本当は国別対抗じゃなくてあの個人を称えるんだっていう風に言ってるんですけど、まあ今回はあのそれぞれの国があまりにも不公平だったこともありますし、まあ、もしかすると国別のメダルっていう感覚を外れてそれぞれ個人の選手たちが。 自分たちのベストを尽くす大会だっていうふうに改めて認識し直した方がいいのかなというふうに思いますー古川賢治さんという方からのメッセージで、あのー、オリンピックに関わる人オリンピックに関わらない人の二極化が目立つ今日このごろ。 えー、みんなが一つになれそうなアイデア、試せさんにはあるのかなというふうに頂い,いていて、えーはい、だからあの、そもそもやっぱりそのオリンピックをが行われて、まあ、その同じく空間というか、同じそのものを共有する瞬間が持てるっていうことが、私たちにとっては今、大事なものなのかもしれないってことですかねはいだから、まあ、私はあのもう今回は、日本の選手を応援するっていう。 と,ころからもとにかく出た選手あの全部応援するという感覚にあのなってきていてやっぱり本当に各国大変だったと思うのでまずはそんな見方を少しあまりにも国の状況が違うのでそれぞれ応援するというところから、まあ、頑張ってきた選手たち全部応援するという感覚になるのとあとはやっぱり必ずあの選手たちが本当にプレッシャーに耐えて あの頑張った時に見せる表情みたいなものも見られると思うんですね、えー、やっぱりそういう部分がオリンピックのすごく一番根源的なところなのじゃないかなと思うんですけどねはい、まあ。まさにねそういったあのオリンピック私たちも見たい感動したいということで言うとあのー これオリンピックは誰のためという方からのメッセージなんですけれど、はいえー、オリンピックは誰のためにあるのかを考えさせられましたとで本来、オリンピックの主役はアスリートであるべきなのに、えー、その国書の東京で開催するということはアスリートも二の次ということですあの、まあ、開催の期間もそうですし観客のことについても何かとやはりそのスポンサーの存在というようなことが語られることが多いですよね。うん そういったことについては、元アスリートとしては、どんなふうに感じてますかはいあのこれは本当に素晴らしい、まあ、のご指摘だと思うんですが、やっぱり、まあ、そうは言ってもオリンピックの理念、まあ、世界平和というのを掲げてますけどこれを実現する,するためにビジネスもいるわけですね、ちゃんと稼ぎながら進めていくと、えー、でも一方で、私たちが多分あのどこか少し疑問に持っているところは、本当はビジネスのために実現を使ってるんじゃないかっていう。 そういういとところだと思うんです、ね、順番が逆になっているとその説明として理念を使っているんじゃないかとやっぱりこれはきちんとあの理念を中心においてやっていくべきだと思っていて私はのアスリートもあの大切だと思うんですけどやっぱり世界平和ってことを考えると見ている観客の方がそのオリンピックっていうものを見ながら感じ取ることも同じぐらい大事だと思っているんですね。ですから、まあ、この観客とアスリートたち が同じ瞬間を共有するっていうことを中心に据えて、やっぱりそこをあの、まあ、崩して、その価値を崩してしまわない範囲で、まあ、スポンサーもそうですし、ビジネスも行うっていうことをやるべきじゃないかなと思いますそういった意味ではその、今回、有観客、観客ありっていう方向性になってますが、そのことっていうのは、アスリートの方にとっては、どうなんでしょうやっぱプラスですかあのプラスだと思います。海外の研究だとですね例えば あのホームチームですねサッカーの、ええホーーのホムムチームがですね観客がいなくなるとあの審判がイエローカードをホームチームに多く出すっていうデータがありまして<ー> <laughs> 要するにあの観客の声に押されて審判がちょっと遠慮してたたということなんですね <laughs>、えー、あのですから何かあのやっぱり観客の声っていうのはどうもアスリートのパフォーマンスも少し変わるっていうのが出てますから。 やっっぱり力になってるんんだと思うんですね、えー、もちろん今回完全に降るっていうのは難しいにしても、まあ、少しでもあの選手たちを見ているこ声出さなくてもですね見ている方がいるっていうのはあの選手の力になるんじゃないかなと思います為末さん、これ、はい、今年の春に聞いた選手の声なんですけれどもあのオリンピックっていう場所をずっと子どもの頃から憧れてきた場所でそれと同じように子どもたちにオリンピックで夢を見せたい。 その一方で、やはり感染、命っていうことをすごく葛藤してしまうっていうふうにお話しされたんですね。うん、で、リスナーさんからの声をも見てみると、やはり本当に安全にできるのとか、ここまで我慢してきたのに、オリンピックはいいのっていう声が毎日のように届くんですよ。こう多くくの人がすごくもやもやした気持ちで東京大会を迎える、うん こととになるかと思うんですけどどう受け止めたらいいのか、はい、どう迎えたらいいのかタメセイさんはどう考えますかあのこれはあの実際には本当はからないけどでもやっぱりオリンピックのために結構社会に犠牲を強いてきてるんじゃないかと思うんですね、えー、これまでの準備の段階でだから、はい、あの皆さんがそう思われるの,っていうのはもう本当に当たり前のことじゃないかなというふうふに思うんですけれども。えーあのー まあ私はそのオリンピックやること自体オリンピックというものをもう少し中を分解していくと選手がプレーをするでそれを観客が見るということそれから海外からメディアが来るであとは海外から観客が来るとかいくつか段階があると思うんですね、はい、で少しずつこう削っていって今、あの選手と観客だけにかなりシンプルな形に近くなってきていると思います、はい、で海外からもちろんメディアの方も来るんですけどワクチン接種は日本よりも接種率は高いですし もちろんリスクはあるんだけど、まあ、あ,のあると思うんですけどもでも、やっぱりとにかく選手の頑張っている姿っていうのになるべく僕はフォーカスをしてあのもちろん批判とかもあると思うんですけどもんやっぱり人が一生懸命プレーしている姿を見ていただいてそれで何か感じてほしいっていうぐらいしか言えないかなと思います。 大さん、ありがとうございました。ああ、りがとうございました。あしたさあお伝えしていますように、オリンピックまで1か月、ここからはですね、選手たちを支える食の分野で準備がどうなっているのかを見ていきます。これまで国内では、東京大会で日本の食材を使うために、調達基準に達する生産管理体制を整えたり、日本を感じてもらうためのメニューを考えたりと、さまざまな準備が続けられてきました。 今週、選手村を取材してきたジャーナリストで。日本農業経営大学校副理事長の大瀬弘樹さんに伺います。大瀬さん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。お願いします。あの選手村ですけれども、どういう様子でしたか。え、あの、この日曜日にね、こう訪れた時には、まだ準備の真っ最中だったんですね。はい、まあ、選手村にとって、まあ、今回は。コロナ対策最優先の、まあ、慰霊の運営となります。 オリンピックの開会式、来月23日なんですが、選手団はその前に入ってきますから、オープンは13日、でまだ工事中のところがありまして、大<ー>、まあ、急ぎで準備が行われているという雰囲気でしたそういった中で、選手の体調を支えるのが食事ですけれども、そちらは今、どれぐらい準備進んでいるんでしょうか。選、えー、選手手にはでですね、大会全体でカ国、まあ、およそ1万5千人の選手が、 滞在すする予定なんでね選手が体調を整えたりリラックスするために重要な役割を果たすのが食事でありまして選手村には1日最大4万5千食を供給できるメインダイニングといいますがメインダイニングと日本食が楽しめるカジュアルダイニングなど食をさせるさまざまな施設が整備されていまして選手を迎える準備が進まれています。そのうちメイインンダニグなんですけれども主に選手が 競技前に体調を整えるために食事をとる場所なんですねで、選手が体調を崩さないように、普段と同じ食事を提供することが必要なんです、ですから、まあ、世界各国の選手団のさまざまな食習慣ですとか、文化、まあ、宗教、アレルギーなどに配慮した700ものメニューを準備しているんですね。一方の,のカジュアルダイニングですけれども、これはどんなところなんでしょうか。はいはい あのこちらはです、ね、その競技が終わった後とに日本らしい食事を楽しんでほしいというような場所なんですね。実は今回の東京大会はです、ね、こう日本の食文化の、まあ、世界への発信、まあ、未来への継承も掲げていまして世界から集まる選手に、まあ、日本食を楽しんでもらいたいという思いもあるんですね。日本食は海外でも人気が高くて楽しみにしている選手も多いんです。 それを提供するのがカジュアルダイニングなんですね。んどんなメニューが振るわれる予定ですかあのここではですね、東日本大震災の被災地ですとか、全国各地の食材を生かした日本料理を出すことにしています。はい、伝統的な和食だけではなくてですね、例えば北海道なら、これ名産のホタテがありますよね。まあ、名産のホタテを使ったお好み焼きですとか、 ザンギって、あのの唐揚げのことを北海道ではそういうんですが、はい、とかもう、トウモロコシと野菜のかき揚げなど、まあ、その土地の名産を使った、これ普段食べられている食事とか、ですね、えー、また一般の人たちからアスリート向けとして募集したメニューなどが振る舞われることになま今、その土地の名産を使った食材っていう話がありましたけれども、はい、その日本の食材の美味しさ、感じてもらいたいと思うんですが。 日本産のものもってどれぐらい使わ選手村でですね。必要とされる食材なんですけれども、えー、パンや野菜、水などおよそ600トンに上るというふうふにされています。はい、で、農林水産省はです、ね、食材の調達にあたって、国内の産地にこう呼びかけたんですけれども、必要な量のおよそ200倍にあたる申し出があったということなんですね。えーえー まあ我が町の食材をぜひ選手に使ってほしいということなんですんでもちろん、国内ではです、ね、手に入らないフルーツですとかパラル食材がありますから、まあ、これらは輸入に頼らざるを得ないんですけれども、えー、ほとんどはまあ国内産で賄うというふうな予定にしてますあのそのオリンピック・パラリンピックで使われる食材ですけれども厳しい調達基準を作っていましたよねそうですね。 あの実はです、ね、これ国際オリンピック委員会 IOC は近年これ、スポーツ文化に加えて環境というのを、まあ、オリンピック精神の柱とすることを宣言していまして、はいまあ、ロンドンオリンピック以降に、まあ、持続可能性に配慮した大会運営を求めてきているんですね、はい、で食材の調達においても、まあ、そうした持続可能性が重視されていまして、まあ、その結果、東京大会では、まあ、農産物については、まあ、ギャップと呼ばれる、まあ、認証。それから 被産物についてはですね、アニマルウェルフェアに配慮してまあ飼育されたものを採用することが決まっています。で、ギャップ認証を持つ農家まあ決まった当初は少なくてですね、本当に十分な量を確保できるのかというふうにまあ検を示すし示す示す声があったんですね。はい、ただまあ国や県などの後押しもありまして、まあ認証を取得する農家は今年3月にはですね、3万件と5年間で6倍になって、<ー>その結果まあ日本農業の底上げにも結びついたと。 選手村の食材が国内で賄われるのは、まあ、こうした動きが広まったためだと言われているんですね。 さあ、あの、先ほど大瀬さんから、国はオリンピック、パラリンピックでの食事提供、はい、選手のコンディションを整えるだけではなくて。日本の食文化を海外に発信して、未来に継承する機会としても、捉えているという話がありました。はい、世界に日本食を知ってもらうという点ではどうでしょうか。うんこれは、まあ、今後の感染、まあ、今後の状況次第ですよね。えー、これ、政府としてはですね、パラリンピック、あ、オリンピック、パラリンピックに集まるトップアスリートに。 大きな期待をかけけていたわです世界に対してですね彼ら、彼女らは大きな影響力を持っているからなんですねそうした選手に日本の多様な食文化に触れてもらってですね日本食の素晴らしさを世界に発信してもらいたいそういうふうな期待だったわけですね実際にこれまでの大会では選手が食事や交流の様子を SNS などで盛んに発信してきた。 ただ今回は、まあ、新型コロナの感染防止が最優先です、はい、2>, まあ2つのダイニングでは席、まあ、数を減らしてアクリル板を設けたりすることはもちろんですねこう時間帯をずらして食事をとってもらうためにスマホなどでまあ混雑状況を確認できるようなシステムも設けました。えー、まあ滞在時間も短くするように寄せかけ 徹底的な感染防止策を取るることにしてるんですね、はい、まあ選手同士の交流もやっぱりかなりこう制限されそうなんですねうん今回は当初思い浮かべていた状況と違って選手村の外に出て繁華街に出たり公園などの公共の場に行ったりすることがでできなくなくっていますすよねねそうですね、まあ、組織委員会ではです、ね、行動が縛られる中で、まあ、せめて選手にはおいしいものを食べてもらいたいと、まあ、そのための工夫をしていきたいというふうにしているんですが。ええ 食文化の国際社会への発信という面で見ると、やはり制限を受けることは間違いないですよね。ええ、まあ、それはですね、こう、天守花だけではなくて。事前キャンプなどを予定していた、まあ、全国のホストタウンでも、同じ状況なんですね。ホストタウンですか。はい。まあ、実はですね、こう、全国の自治体では。東京大会に参加する国や地域と、まあ、住民とが。 スポーツや文化などを通じて交流するホストタウンとして、まあ、登録登録しまして、はい、事前合宿などを予定してたんですね。えー、で、その数はですね、全国でまあ528を上っていたんです。えー、で、そうした自治体ではですね、その例えば地元の高校生たちが相手国の料理を参考に、まあ選手たちに食べてもらおうと、まあ、地元の食材でのメニューを開発したりしてきたんですね。うん、で、選手たちにまあ日本の食事を楽しんでもらうとともに。 交流,のな交流の中で自分たちの食文化を見つめて未来につなげるとそうした目的もあったんです、うん、ところが、まあ、コロナ禍で事前合宿を取りやめる、まあ、国や地域が続してるんですねまあ準備を進めてきた方たちとしては残念ででしょうねそうですねね、うん、そす相手国から、ね、まだ連絡のない事態も多いんですけれども、はい、まあたとえ合宿が実現したとしてもです、ねまあ、選手を感染のリスクから守るためには まあ住民とととの交流は難しいい考えるところは多いんですねただまあこた、こうしたまあホ,スホストタウンなんですが、えー、これ始まったのが2016年でして、まあ、事業が始まってから、まあ、国内で大会のあるときは合宿に来てもらったりとかですね、はい、まあ定期的に相手を訪問したりして、まあ、交流を続けてきたわけですね。えー、であのホストタウンを進めてきた、まあ、内閣府の、まあ、責任者の、えー、勝野三重統括官に聞きますと まあ事前合宿の中止は残念ではあると、まあこれまで積み重ねてきたただこれまで積み重ねてきた交流があって、まあ事前合宿はゴールではなくまあこれからも続く交流の通過点に過ぎないというふうに話していまして、まあこれまでの交流を生かしてまあこれからも続けていくという考えを示しているんですね。うん、これが最後ではないということですね。そうですね。まああの食事はですね選手の体調を整えるとと,ともに。 文化を理解するツールでもあるんですよね。で、まずは、まあ、選手が力を発揮できるような環境を整えると。はい。そして、まあ、制限された中でも、楽しんでもらう工夫をすると。まあ、そうしたことに力をつくすことが、まあ、選手にとっても、まあ、日本流のおもてなしと。いうふうに伝わると思いますね。日本農業経営大学校副理事長で、ジャーナリストの大瀬弘樹さんに伺いました。大瀬さん、ありがとうございました。あ,ありがとうございました。 1> で1ヶ月となりました観客の扱いが大きな焦点になっていましたがおととい収容定員の50%以内で上限を1万人とし観客を会場に入れて開催することが決まりました感染状況の先行きが不透明な中観客を入れての開催に求められることを考えます小沢正直解説に聞きます小沢さん、はい、ようやく 観客のあり方が決まりましたねそうです、ねえーまあ今週は IOC ・国際オリンピック委員会や、えー、組織委員会、えー、政府など5社による会談で、まあ、のオリンピックにつきましてはまん延防止等重点措置が解除された場合にとられる、まあ、政府のイベント開催の基準に準じて、えー、会場の収容定員の50%以内で上限を1万人として、えー、観客を入れて開催すること、えー、これで合意しました。はい まあただ、今後、緊急事態宣言が改めて出されたり、えー、重点措置が解除されなかったりした場合は、えー、無観客を含めまして、えーまあ、その時点での、えー、措置を踏まえて対応するということにしています<ー>またパラリンピックについては、えー、開幕まで時間があることから、えー、来月16日までに方針を決めることこれも確認されました、まあ、変更の可能性残されているんですが観客全体の方向性がようやく見えたと言えます 組織委員会の橋本会長は、まあ、最後のピースが埋まって、舞台の骨格が完成した、コロナ対策に万全を期して準備を進めていくと述べました。観客の扱いというのは、警備や医療体制にもつながる、大会運営の根幹ともいえる課題だと思いますが、なぜ決定が開幕1ヶ月前のこの時期となったんでしょうか。はい えー、国内のプロスポーツや、えー、ワクチンの接種が進んだ国で、えー、観客を入れた試合、えー、徐々に開催される中で、えー、組織委員会などはすでに海外からの観客受け入れの断念は決めていましたけれども、えーえー、国内の観客については可能なら入れることができないかと、まあ、広告と変わる感染状況を見ながらですねぎりぎりまで、まあ、判断を先送りしていたということなんです。はいまあ、その背景には えー、分断された世界の再生にスポーツの力で貢献するという、えー、大会開催の意義の達成や、えー、声援が力となるアスリートへの配慮、えー、またパラスポーツの認知度の向上などさまざ、あ、まな側面があったんですけれどもあのこのうちの1つですね大会運営の財政の側面、まあ、これで言いますと、はい、あのチケットの売り上げというのは、えー、IOC ではなくまず組織委員会の収入になるということがあります。はい 延期前の計画ではこのチケット収入は900億円を見込んでいたんですけれども無観客での開催となりますと、まあ、これはゼロとなってしまうんですね、まあ、繰り返し伝えられていますけれども開催都市契約に基づきますと、まあ、組織委員会が赤字になりますと東京都や政府が補填、まあ、つまり税金が投入される、まあ、そういう可能性があるわけですただ上限1万人でも チケット収入は当初より大幅に減少すると見られますので、えー、まあ無党事務総長は、えー、おそらく予定の半分を下回るだろうというふうにしています。まあしかしそれでもまあ一年延期で東京開催のあ東京大会の開催にかかる経費が膨らんでいく中で、まあ少しでも財政的な課題をですね、まあ解消したいという思いあったんだと思います。一方で専門家からはその観客を入れるリスクを懸念する声が上がっていましたね。でその通りですね。 感染拡大の防止には東京大会の開催にかかわらず、まあ、人の動きをどう抑制するか、まあ、それが大きな課題になっているからです、まあ、あの急速に広がるインドで確認された変異ウイルスのデルタ株、まあ、この影響を小さいと仮定してもです、ねえーまあ、京都大学のなどのグループのまあ試算では、まあ、今月20日の宣言解除後に人出が10%増え,増えた場合8月の前半には まあ日人を超え感染者が1日1000人を超える計算となりますこれに加えましてオリンピック期間中にさらに5%人手が増えた場合には、えー、ペースが早まって、まあ、1000人を超えるのは8月初めになるという、まあ、そういう分析があるんですね、はい、まあ政府の分科会の尾身会長など専門家の有志が先週、えー、政府と組織委員会に提出した提言では、まあ、の無観客での開催が望ましいと。 いう,ふうにした上で、で、えー、観客を入れるのであれば、えー、政府のイベント開催の基準より、えーまあ、より厳しい、えー、基準を採用すること、えー、そして観客は開催地の、えー、人に限ること、えー、感染拡大の予兆があれば時期を逸しないで無観客とすることを求めています、まあ、尾身会長は大会開催という国際的な公約を果たすことは大切だとしながらも、えー、感染拡大のリスクは間違いなくある。 開催を決定した以上はリスクを十分認識してほしいと区議を刺していますただ提言で反映されたのは感染状況によって無観客を含めた検討をすることやパブリックビューイングなどの中止や規模の縮小などでより厳しい基準の採用とか観客を開催地の人に限るということまあこれは取り入れられませんでしたもともと最大の課題とされていた暑さ対策を考えれば えー、コロナ以外にも熱中症にも対応する医療関係者の負担を減らすという、まあ、そうした視点からも観客の上限について、まあ、さらに考える選択肢というのはあったのではないかと思います組織委員会などは少なくとも、まあ、今後のじ状況に応じた柔軟な対応を確実にとると、まあ、そうしたことが社会の理解を得る必須の条件だと思います、うん ではその人の動きですがどのくらいあると見込まれているんですか販売済みのチケットはオリンピックパラリンピック全体で収容定員の42%とされ、えー、学校連携のチケットやスポンサーなど関係者分のチケットも含めますと、えー、全体でおよそ500万枚近くになるとみられています、まあ、ただ観客が上限の1万人となる会場は、まあ、全体のおよそ4分の1、えー、国立競技場や 野球、サッカーの会場を中心とした11か所で、えー、多くの会場で、まあ、上限は数千人の規模ということになります、はい、しかしオリンピック・パラリンピックは複数の競技が同時に近い場所で行われるため、えー、組織委員会ではボランティアなどを含めますと、えー、大会に関連して東京都で、えー、1日最大およそ30万人の動きがあるというふうにしているんです。はい また5社による会談を終えた後に、えー、組織委員会は競技団体やスポンサーなど、まあ、大会関係者は一般の観客とは別になることも明らかにして、えー、実際に会場にいる人数は1万人以上になるケースがあると、まあ、そういうことも説明しました、まあ、大会関係者を観客としてカウントするかには、まあ、議論が分かるというところなんですが多くの人には釈然としない気持ちも残ったのではないかと思います まあ会場での人数についてもですね一層の削減の努力と丁寧な説明が必要なのではないかと思います,そうです、ねまあ、日常生活で制限がある中その今回の決定にはもやもやした思いを持つ人も少なくなくいと思われますすねねそうです、ねまあ、の専門家は提言の中で観客がいる中で深夜に及ぶ試合が行われたりすると感染対策を行,われる行っている人たちにとって 矛盾したメッセージとなり、はい、まあ、対策への協力を得られにくくするとも指摘していますまあ、多くの人々の日常生活が制限される中でまあ、観客の行動によってはオリンピック・パラリンピックは特別なのかとまあ、反感を持つ人を増やしてより社会の分断を深めてしまう可能性もあるというわけなんですねまあ、このため、えー、組織委員会では観客の行動ルールをガイドラインとしてまとめ、えー、大声での応援禁止や 会場への直行直帰を求めること、まあ、さらにアルコールの販売を見送り、まあ、会場での飲酒も禁止することなどが盛り込まれました組織委員会ではルールを守らない場合は入場拒否や退場の措置を取る場合があるとしていますがガイドラインを、まあ、行動管理が難しい観客にどう守ってもらうのか、まあ、難しい課題が残されたのではないかと思います。はいまあ、開幕まで1ヶ月ですが組織委員会などにはどんなことが求められるんでしょうか 観客の扱いは決まりましたけれども、まあ、コロナ禍での史上初めての,めての大会には、えー、開幕1ヶ月となった今も、えー、開催への賛否を含めてさまざまな意見があります、まあ、多,くの人で多くの人の支えで成り立つスポーツはスタンドの観客だけではなく、まあ、社会全体で応援してくれる人が増えない限りまり、あ、成り立たないということだと思います、まあ、オリンピックでもその根本というのは同じです 組織委員会、政府、東京都は、感染対策の徹底とともに、少しでも多くの人の不安や懸念を取り除いて、納得感を得てもらえる努力を続けていくこと、それが求められると思います小沢直解説員でした続いては、エヌラジセレクトです。 黒崎一美キャスターとお伝えします。はい、先日この番組内で広島の被爆者の女性が営んでいた食堂を閉店したことをお伝えしました。はい、あの88歳の大橋和子さんでしたね。はい。 80歳を超えてから食堂をされたということでしたそうなんです広島県西部の廿日市市で日替わりのランチをワンコイン500円で提供し食後もお客さんが気軽に話ができるようにとコーヒーを無料で飲み放題にしていらっしゃいましたそこで大橋さんが伝えてきたのは生きてこられたことへの感謝の気持ちです 取材したのは広島放送局の出山智樹アナウンサーです出山さんよろしくお願いしますはいこんばんはよろしくお願いします出山さんはこの大橋さんの食堂に何度も訪れたことがあるということですが、はい、どんな様子なんですかもともとはですね喫茶店だったんですけれども、ええ、その後お好み焼きの鉄板も設置されて、うん、居酒屋として使われていたお店なんですねで、店に入りますとすぐ左にその鉄板がありまして 3人ほどが座れるカウンターになってますその向こうに厨房があって大橋さんいつもそこで仕込みをしたり料理の盛り付けなどをされてました、はい、でその他にもテーブル席が店内に20席余りありまして、えー、木目調のですね家具が使われていて温かみのある雰囲気のお店でした、うん、大橋さんが食堂を始めたのは80歳を過ぎてからですよね、はい、どうして始めようと思われたんでしょうか 大橋さんは76年前に原爆に遭って体だけではなく心にも深い傷を受けたんですねでもう高齢で周りからも止められたそうなんですがどうしてもこれまで人生を支えてくれた人たちへの恩返しがしたいということで食堂を開きました大橋さんです原爆に遭って本当はもう死んどらない現状態から。 ここまで生かされて皆さんのおかげで生かされてきたんだから何かを何言うことなくせないけんね思いよったんですよねもう死んでいなくてはいけない状態、はい、大橋さんはどういう状況で被爆されたんですかはい12歳の時に爆心地から1.5キロのところで被爆されました建物を解体する作業に動員されていて屋外で原爆にあったんですね 飛行機が飛んでいるという同級生の声を聞いて、両手をかざしながら空を見た瞬間、原爆が炸裂したということで、<ー>両腕と顔の左側の方から首にかけて熱線を浴びて大火傷を負いました。その被爆した顔の左側に、火傷の後のケロイドが残る状態になったんですね。<ー>かろうじて命を取り留めたという状況だったんですけれども、<ー>戦後、顔の火傷の後に苦しみました。 写真を撮るときはいつも顔の左側が映らないように向きを変えていたそうなんですね、えー、のスタジオにも10代の頃の大橋さんの写真をお送りしましたが、かかりますか、はい、あの顔写真が3枚あるんですけれども、はい、いずれも正体していなくて、えー、少し斜めを向いて左側が見えないように、これ、10代の少女の、ね、気持ちを思うと、本当に胸に迫るものがあります。はい、それから もう一枚、ですね、えー、友人と6人一緒に写っている写真だと思うんですが、お一人、これ、顔の半分以上のところがですね写真がはさみか何かで切り取られてますが、これ大橋さんんでですすねそうなんですあの皆さん、笑顔でとても楽しそうに写っている写真なんですけれども、えーれ、大橋さんがカメラを意識していないときにシャッターが押されて、はい、顔のケロイドが写ったそうなんですね。 でその自分の顔の部分を自らハサミで切り落としたそうなんですけれども<ー>絶望して命を絶とうと思ったことも何度かあったとおっしゃっています大橋さんはその時の気持ちをこう話しています原爆の傷跡がそのまま映っていたんで切ったんです見てすぐ泣きました本当生きとるんじなかったいうような感じの日が多かったですからね 誰に言うこの情けない辛さを誰にぶちあければいいんか誰に当たればいいんか言うばっかり思っておりましたよ、どこにも当たるところはな、自分の運命できしょうがないわ、もう島には思いましたけどね、でもね、本当辛かったですね大橋さんの気持ちを支えてくれたのは何だったんですか、はい、大橋さんを救ったのは、ですね21歳の時に結婚した夫の克美さんの存在でした。 その克美さんとのののご結婚の際の写真もあります。はい、勝美さんは、黒い礼服そして大橋さんは角隠しに和服姿ですね,ですね正面を向いて写っておられます、どういう出会いがあったんですか、はい、勝美さんは大橋さんの弟さんの学校の担任の先生だったそうなんですね、ええ、で時々家に遊びに来ることがあって大橋さんを遠くから見てですね、素敵な人だなぁとは思っていらっしゃったそうなんです。はい、ええ。ええ ある時にですね、ええ、その勝美さんから家に電話がかかってきて、美術館に行こうと誘ってくれたそうなんですね。それはデートの誘いということですか。ということですよね。ええ、<laughs> そうなんです。で、大橋さんは全く想定外のことに驚いて、思わずその時は断ってしまって、電話を切ってしまったそうなんですね。で、とっても後悔していましたら、なんとその後すぐ勝美さんが家を訪ねてきてくれて、ええ 改めてて根気よくく誘ってくれたそうなんですよであの美術館にご一緒したそうなんですけどね、えー、展示してある絵絵画その魅力をですね熱心に克美さんが説明してくれてその時の横顔が今も忘れられないと大橋さん話していました、えー、その後ある日克美さんは大橋さんにプロポーズをしました大橋さんは被爆した私の顔を見ながら一生暮らせるのですかと聞いたそうです勝美さんは 大丈夫です。信じてください。これからの長い人生を一緒に過ごしてほしいと優しく答えてくれたそうです。大橋さんです。自分の不注意とか言うんでやったなったんでなくて、国のためにそうなったんであって、戦争のためであるし、だから全然もうあの気にすることはない言って言っていましたね。そればっかり言ってましたね。それからですよ、思いが変わったのはね。うんうん、まあ前向きに。 生ていこうと思ってね勝美さんと大橋さんは自営業で印刷の仕事を営みながら細々と暮らしてきました勝美さんは今から26年前突然倒れてそのまま亡くなられたそうなんですけれどもそれまで夫に支えられて生きてこられたということで大橋さんは残された時間今度は自分が生きることの喜びを伝えたいと考えるようになったそうです大橋さんは高齢者の孤独死のニュースなどに触れるたびに 心を痛めてきたそうなんですねそこでお年寄りが孤独にならないような憩いの場になるような場所を作れないかと81歳で食堂を始めて好きな料理を振る舞いたいと思ったそうなんです、うん、そして開店されてどうでしょうお客さんはいらしたんですか。はい 大橋さん、広島市に住んでいましたので、うん、お店の場所は広島市の西隣の廿日市市の佐方というところで全く知り合いのいないところだったそうなんですね、うん、でも朝5時から仕込みをして丁寧に体にいい野菜中心塩分控えめ、うん、温かい料理を出そうとう温度にもこだわっていらっしゃったんですね料理の、うん、お客さんが徐々に来るようになってきて。 近所で一人暮らしをしているお年寄りの方ですとか、何者を高齢者の常連客が訪れるようになりました。んそんな時、お客さんたちと大橋さん、どんなお話をされたんですか食堂ではですね、料理とともにお客さんからの求めに応じて、自らの被爆体験をまとめた冊子を配ってですね、原爆にあった時のこと、その後の人生についても語ってきました。そこで伝えていたのは、生きる喜びです。 何度も死にたい死にししいいいたたた思うだけどねだ <laughs> すなんん大橋ささのの話を聞いたお客さんの声です幸せだ、幸せだってし,しきりにおっしゃるのがや、やっぱり、本当に。 本当に幸せをいただいていても、不幸せだ、不幸せだ、自分は不幸もんだっていうのが多いので、ぜひそういう人たちに行かせてたいと思いますよ、ね、<laughs> 今回、どうして閉店することになったんでしょうか店を始めて7年近くになるんですが、88歳になった大橋さんは、ここ最近、体調が優れないことが多くなったんですね。しんんどかったんったたでです病院行ら 心不全の一歩手前明日ならどうなったかわからかない <laughs> 言われたからそれでびっくりしてそれであのあもうこれは無理じゃねー,もうー閉店の日は出山さんも訪れたということですけれども、はい、どうでしたか閉店の日今月4日だったんですけれども、えー、20人ほどの常連客の皆さんとともにささやかなお別れの会が開かれていました ああ、これも今日で終わりか。行 <laughs> くとこもない。困ったな思う。<laughs> 一日過ごすのをどうしようかやな思 <laughs> うん。<laughs> その言葉で一番気分いわ。散歩で一日、散歩するわけないから。やっぱりね、ここに来てるとやっぱり年配の方とお話ができるからね、<laughs> 嬉しいなと思ってね。うん。<laughs> 非常に気楽にできて,きてこられるねお待たせにとったんじゃが残念で今日はな、ね、いお別れの会の最後に大橋さんが皆さんに伝えたのは感謝の言葉でした本当に有意義な楽しい日を過ごさせて皆さんのおかげで過ごさせてもらいましたでもねすっごい残念90までもう2年なんとか頑張ろう思ったけど ちょっと無理です。やっぱり年齢に分かってません。<laughs> でも、本当この佐賀に来て本当良かった。毎日を思って感謝で過ごさせてもらってました。楽しい楽しい。日を過ごさせてもらってね。い<や>本当に。待つことができません。あり,ありがとう。ありがとう。ありがとう。今後は大橋さんどうされるんですか。はい。この後は病院で検査や治療を受けながら、しばらくは。 お店がの住居にもなっていますので体調を見ながらそこに住んで機会があれば若い世代にこれからも被爆体験を伝えていきたいとお話を聞いていると本当に温かいお店だったんだなというのがじんわり伝わってきますが、はい、常連客のように伺って取材をした出山さんも思うところ大きかったでしょうね。 そうですね大橋さんと初めてお会いしたのは6年ほど前、お店をちょうど始められた頃だったんですけれども、えー、食堂をいつまで続けられるのか、ご本人も含めて誰にも分からなかったんですね、それが実際に今月まで7年近く、88歳までもちろん体調を崩して休まれたことはあったんですけれども、はい、続けてこられた、その大橋さんのぶれない思いが、ですね多くの高齢者の方を支えることにつながっていった。 その思いを実現されたことに本当に深く敬意を表したいと思いますそしてやはりそこには夫の勝美さんの存在の大きさも感じるんですね一人の人が誰かを救うということがどれだけ大きなことなのかそのことを感じずにはいられませんでした 広島県40代の男性、まーくんさんは、はい、大橋和子さんの経営されている食堂に何度か訪れたことがあるということなんです。日替、ね、わりランチを食べた後に温かいコーヒーを飲みながら大橋さんが被爆体験を語られたのを今でもよく覚えています。閉店は寂しいことですが、これからもいろいろなところで被爆体験を語り継いでほしいと思います。そそれれかかかららさんんん感動このののっってていいううう言言葉葉広広島島ででですすごくっていう意味ななけど、うん、広島の方なんでしょうかねそれから ルセアートさん本当に80代ですかお声がお若い気が、うん、実際にお店を訪れて聞いてみたかったという声も届きました広島放送局の出山智樹アナウンサーに聞きました大越健介さんおはようございますおはようございます 大越さんは新型コロナのパンデミックが浮き彫りにした課題を NHK スペシャルで取材し続けていますけれど、はいえー、今日のテーマは病床逼迫が示す日本医療の形ですかそうなんですね。あのまあ、実はずっとと落ちないと 感じてきたことがあるんです<う>あのこの病床の逼迫というのは連日ニュースでも繰り返し伝えられてきましたしまあ、東京などは感染のリバウンドが始まったとも言われていますので、うん、まあ引き続きこの問題差し迫っているというふうに思うんですよね、はい、まあところがその負に落ちなかったというのはあの今回のパンデミック感染者数で見ても あるいは感染によって亡くなった人の数で見てもですね日本というのは欧米諸国と比べても桁違いに少ない数字ですよね。うん、にもかかわらずこの感染の波が来るとどうして病床はこうも逼迫してしまうのか、うん、受け入れ先の病院が見つからないまま患者さんが命を落とすというような事態がなぜ起こるのかとということなんです確かに不思議ですよね。はい、あの日本は 医療先進国と言われて、あの優れた医療サービスを誇ってきましたよ、ねはい、その通りですよね。 まあそれなのにこの新型コロナに対しては必ずしも医療先進国ではなかったのではないか。まあそのことに着目をして取材を重ねていったのが今度の27日の日曜日に放送する NHK スペシャルのパンデミックシリーズ検証医療先進国という番組です。今日はですね、その取材を通じて私自身の気づき、気づいたことからいくつかお伝えしたいと思います。まずこの病床の数なんですけれども今日本の 一般病床と感染症病棟の数を合わせるとこの89万床のベッドがあるんですね。うん、で、まあ、この数字どういうことかといいますと主要先進国の中で見ても人口当たりの病床数というのはトップなんです。その数字は 歓迎すすべきものですよねそうですよねあの、まあ、日本は60年前から国民開放権を導入しています、まあ、誰もが何らかの医療保険に加入をして身近に医療を受けることができるこの日本の制度諸外国からの評価も高いんですね、はいまあ、もちろんその地域によって濃淡はありますけれども国民皆保険を支えているのがこの地域の中小の民間病院の民間病院あるいは診療所の存在ですよね、うん あの大病院に頼りきりにならずに済むうそういう、まあ、日本の医療の強みの一つと言えると思います、はい、ところがですねやっぱりそのコインには表と裏があるように強みの裏には弱点が潜んでいますその弱点というのが今回の新型コロナウイルスのパンデミックによって明らかになったということが言えそうです弱点が潜んでいるはい何でしょう、あのー、規模が小さい病院っていうのはどうしてもこの新型コロナの患者さんを見ない とというところが圧倒的に多いんですね、あのー、これが、まあ、感染拡大初期の頃であれば仕方ないなというふうにも思うんですが感染拡大から1年半を経た今もそうした病院というのは少なくないんですあるデータを紹介したいと思います日本の一般病棟と感染症病棟およそ89万床あるというふうに申し上げましたけれども今新型コロナの病床として確保できているのはそのうちの3万5000床余り。 全体のおよそ4%にとどまっているんです。もしではありますが、もっと多くの病院がコロナに対応する体制をとっていたら、救える命というのはもっと多かったのではないかなというふうにも思います。うん、まあ中小の民間病院が占める割合が圧倒的に大きい日本の医療というのは、まあ、平時の安心には、そういうきめ細かい地域医療という点で強みを発揮する一方で、 パンデミックのような、えー、国中を追うような危機にはその患者を十分に受け入れることができないという弱点をさらけ出した、まあ、これがまさにコインの表と裏だと思うんですよねしかしですねやはり受け入れないその医療機関の側にも当然のことながらあ理由というものがあります、うん、今回はそうしたその中小の病院の事情を取材をさせてもらいました大越キャスターの深読み今日は病床逼迫が示す日本の医療というテーマです 中の病院が新型コロナの患者を受け入れない理由があるということでしたね。はい、えっと想像できるのは、まあ、感染対策を十分に取ることができないということは思い浮かぶんですが、はい、その通りですね。あのー、新型コロ,コロナ患者を受け入れることができない というその多くの病院が理由として挙げているのがまさにその点なんですね、うんえー、感染対策十分に取れないその状態で患者を仮に受け入れて万が一クラスターでも発生したら元,元も子もない病院の刑も成り立たない。 とそうしたある典型的な病院を神奈川県の横浜市で取材をしました162床のベッドを持つ、まあ、規模としては中小病院という位置づけにあたる民間病院です内科小児科など12の診療科を持つ総合病院なんですね、はいまあ、総合病院と名乗ってるわけですから、うん、コロナ患者さんを受け入れる工夫はできないんですかということを、まあ、率直に院長に聞いてみたんですが、はい、やはり理由として挙げていたのがその まさに感染対策でその中でもどうにもこれ対応できない病院の作りの問題があるんですっていうふうに話をしていました、うん、病院の作りの問題、はい、この病棟4階建て一棟の作りなんですけれども外来は主に1階にあって、うん、234階に入院患者の病室がありますでですねこれ各階をつなぐエレベーターはその真ん中に一つしかないんですね、うんうんうん でトイレも各界に男女1箇所ずつしかありませんあ<ー>、まあ、エレベーターとトイレは、まあ、構造的にどの患者さんも共用をするということにならざるを得ないんですねで一方でこの新型コロナ患者さんを受け入れるためには他の患者さんとは隔離をして動線を全く別のものにすることが求められます、まあ、そのためにはエレベーターもトイレも共有というわけにはいきませんよね、うん、その通常をやっぱり通常の医療っていうものをないがしろにするわけにはいかない その中で、うんあのー、こうしたゾーニングといいますかゾーニングができないそうするとやはり患者さんを受け入れることはできないコロナ患者さんを受け入れることはできないという決断をせざるを得なかったというんですねそうしたことがやはりこの中小の民間病院が、えー、受け入れができない大きな理由の一つになっているということなんですねなるほどそれに加えて人手の問題とかもあるんでしょうね。そうですねやはりその 新型コロナの患者さんを見るためにはその分、看護師などの否定が人手が余計にかかるというのはありますし、うん、まあその理由も当然理解できるところですよね、うん、まあところがですね一方考え込んでしまう理由もありました、うん、まあ取材した病院長が懸念をしていたのがいわゆる風評被害なんですねコロナ患者を預かりますとあるあの病院に行くとコロナに感染するぞといった風評が広がるというんです病院長によりますと、まあ、実際 先生のところでは絶対にコロナ患者さんを受け入れないでくださいねという声が近所から寄せられているそうなんです<う>まあそういうこの微妙なですね人間の不安心理に入り込む、まあ、そういう点でこの新型コロナウイルスというのは本当に厄介な存在だなというふうに感じました。 そういうい心理が働くことによるいわゆるこの受診控えも問題にすね、はい、この受診控えがどのように問題かというと大きく2つあると思います、はい、まあ深刻なの,はなのは病気の早期発見早期治療に支障が出てしまう重病化したり治る病気も治らなくなるという事態が起きてしまいかねないという点です。 で、もう1つの問題は、これ、病院経営に与えるダメージなんですね。取材した病院長も、いや、これには参りましたというふうに話をしていました。 病院の経営というのは、まあ、思った以上に厳しいのが現実で、うん、他の病院と差別化を図ってなんとか患者さんに選んでもらう病院になるというのは非常に大変なんだというふうに話していました、まあ、普段でも大変なのにそこに新型コロナが輪をかけたというわけなんですね、うん、こうしたことが各地で起こった結果として、うん、昨年2020年度の医療費は前年同期比で4%の減少に転じたというデータがありますおー あの医療費というと高齢化が進んで年々増え続けているという印象がありましたはい確かにそうなんですねあのまさに国家財政にとって大きなリスクなんですね、うん、ですからこの医療費の減少というのは減少したというのは歴史的な出来事とも言えるんです、うん、あの医療費の増大社会保障財政を厳しくしている大きな要因になってきましたでそのの中でのこの受診解が 医療費を押し下げたという現実、うん、これどう捉えるべきでしょうか宮家さん。これはあの全体の医療費が減ったのは財政にとってはいいことかもしれないですけど受けたい医療を控えてるっていうのは。 これ、うん、難しいです、ね、とても評価の難しいところですよね受診控えというのは病気の早期発見先ほども申し上げましたけれども早期治療に一生をきたす可能性があります、まあ、そこには多くの専門家が警鐘を鳴らしています、まあ、一方でですねもともと問題視されてきた過剰診療の問題が浮き彫りになったという指摘もあるんですねで私たちの取材チーム東京大学の研究者とともに全国3000人に受診行動の変化や健康状態の 変化の調査を行いましたするとですねこの3割程度の人がこのコロナ禍の中で受診控えをしていたということが分かりましたそしてですねこの人たちの健康状態もたぶ尋ねたんですそうすると少なくともそのうちの7割の人たちが特に悪化してませんよというふうに答えたんですんさあこの数字をどう見るかなんですよねあの研究者はですねこの7割の割人が まあ普段のの医療が過剰だだったたとといいいううううふふににに短絡的に極論をするのはこれ危険だというふうに話していましてま、えー、先ほどの「ああ受けたい医療を受けない」っていうこと自体のハラリスクもちゃんと考えなきゃいけないよということですよね、えー、先ほどの「ああ受けたい医療を受けない」っていうこと自体のハラリスクもちゃんと考えなきゃいけないよということですよねただしこの7割の人が特に健康に問題はありませんでしたと答えた人 答えたという事実もやはり。 着目すすべきだといいううふうに話していますこの7割の人の中から本当に過剰な医療を受けた人がどのぐらいいるのかしっかり調べる必要があると強調していました、まあ、適切な医療適切な医療費とは何かを考える入り口になるということだと思いますねまああの厄介な新型コロナウイルスですけれどいろんな気づきも与えてくれているというまあそうなんですよねうん一つはこの今申し上げた医療費のあり方だと思いますでもう一つあるのが やっぱり日本の医療が危機に対してどう向き合うべきかという大事なヒントを示してるんだと思うんですね、うん、民間の中小病院が多い日本では病床数の割に様々な理由でコロナ患者を受け付けることができないそして受付病院の病床がたちまち逼迫するという矛盾する事態が起きましたまあ、これを繰り返さないためにはやはり民間の中小の病院にも一定の役割を担ってもらう必要がありますそのことの社会的合意というのはできつつあると思うんですよねまあ、限られた医療資源の中で平時の医療 を大事にしながらも UJ の切り替えを機動的に行うそのためには大病院中小病院の連携が必要だとそういう教訓を今回のパンデミックは残してくれたと思います大越健介キャスターでした続いてはワールドアイ田中キャスターです水害から命を守る今週の毎朝は水害から命を守るをテーマにお送りしています そこで、今朝のワールドアイでは、水害や災害の際、日本で暮らす在日外国人をどう支援するのかを考えていきます。災害の際の外国人に対する支援を、阪神・淡路大震災の時から続けている。ダイバーシティ研究所代表理事の田村太郎さんに伺います。田村さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 あの田村さんは水害など数多くの災害で外国人の支援をされてきていますけれども最近なんか大きな変化があると感じていらっしゃるそうですね got mail.、はい、そうですね今全国で大体300万人くらい外国人の方がおられるんですが、はい、特に国籍が多様化してまして<う>今全国で1位は中国なんですけど。ええ 2> 2番目がベトナムになりました続いて韓国というふうに続くんですが、うんまあ、いろんな国の方が滞在するようになりますと、まあ、文化や習慣も異なりますし水害を経験したことのない人とか避難の指示とか、まあ、そういう制度がない国の人もいらっしゃいますはい。逆に雨が多い国から来た人はですね まあ、このくらいの雨なら大丈夫というふうにです、ね、油断されてしまう、はい、日本は国土が狭くて、ちょっと雨降ったらすぐこう水かさが増すんですけども、うんまあ、そういう感覚が、まあ、ある国の人もいれば、ない国の人もいると。 そのいろんな、まあ、国籍出身の方が、まあ、多様に増えているというところが最近の傾向でやっぱそういう人に避難してくださいって言ってもなかなかその意味が伝わらない、うん、あるいはその学校が日本では避難所なんですけども、うんまあ他の国ではそうじゃないということもありまして、うんまあ、災害が起きましたとか避難してくださいという情報をたとえ翻訳したとしても、うん、なかなか伝わらない適切な避難行動が取れないというのが今の。 状況ですね。ああ、確かに避難という日本語が分かることと。はい、それが適切な行動につながるっていうのは、また別の問題だということですよね。そうですね。うん、まあ、避難所に行ってくださいって言われても、どこか分からない,と適がないで、ね。とがええ、うん、でも、こうした問題を解決するには、どうすればいいですか。はい。まあ、まずは、やっぱ訓練をですね、一緒にやっていただく。外国人の方にも、まあ、参加してもらうということですね。うん、避難訓練に参加してもらう。はい。はい、そうですね。で、まあ、これも、なかなか最初は。 地元の、まあ、日本人の方は不安を覚えるかもしれないんですけれども、うん、まあ実際、各地で今、外国人の人も参加する訓練、あちこちでされてまして、ですね、うん、実際にやってみると、まあ、逆に外国人の方、手際よくいろんなダッボールベッドとかも、ねうん、作られて、ですね、うん、日本人の方からすると、外国人の人、助けようと思ってたんだけど、なんか逆に頼りになるよね、外国人の人たちは、うん、なんかお互いの距離が近づくような、そういうきっかけにもなっているという話も聞きますね。うん あ、そうそう、訓練で、こう、まあ、近所付き合いというか、顔の見える関係ができる、はい、ということですよね。そうですね。まあ、そうしますと、こう、お互いに助け合えると思いますし。 実際その訓練するまでは外国人の人、まあ、住んでるのは知ってるんだけど、話したことないよねっていう方々が、うん、訓練したらもう次の日、あの子たち可愛かったからっていうので、うん、あのお野菜袋に入れて、ですね、うん、外国人の方に持って行ったりするおじいちゃん、おばあちゃんいたり、<laughs> そんな話も聞きます、ね、そうなんですか、うん、そうすると災害に関して、普段からこう私たち外国人に対して考えておくべきことがあるということですね、はい、そうですね、比較、うん、的外国人の方は若い人が多いですし。はいはい まあ日本語がわからないとかいう意味では、立場は脆い弱ではあるんですけど、体力もありますし、そもそも自分の国離れて日本に来てますから、割とこう行動力もある人たちですので、外国人の人、弱い立場っていうふうに留め置かずに、ですねいざという時に頼りになるまあ存在だと、そういうふうな認識をしていただいて、例えば消防団に入ってもらうとかですね、外国人の中からまあ防災リーダーになってもらうとか。 そなるほどね、これ、外国人の中から防災リーダーというのは、これ、各地ありまして、例えばあの岡山県の総社市ですとか、<え>まあ最近、札幌市さんもですね<え>外国人の防災チームを作って、取り組みを始めていますあ自信がありましたもんね。そうですね、やっぱり実際に体験した外国人の人から、いろいろ知識を勉強したいと、そうん、いう声もあるようなるほど あのでは、これ、実際に災害が起きたときに、あの外国人に対して私たちができることっていうのは、どういうことがありますかそうですね、まあ、先ほども申し上げましたけれども、日本人向けの情報、まあ、避難してくださいということを伝えてもです、ね、うん、やっぱりどこに避難すればいいか分からない,、うん、いうようなこともありますので、まあ、もう一緒に逃げよう、一緒に手を引いて、一緒に行動していただきたいなはい、はい、それがやっぱり外国人の方にとっても心強いですし、うん、まあ日本人の方もですね、まあ、地元で、 高齢者の人5人だけで避難するよりも、外国人の若い人を一緒にですね、10人で避難した方が。まあ、お互い安心ですよね。確かにうん、ですので、まあ、外国人を助けるというよりは、まあ、お互い助け合って、行動すると。るそういうふうに考えてもらうといいんじゃないかなと思います。ああそ,そうですね。うんうん、あの、例えば、外国人のその援助について、公的なものとしては、どういうものがあるんですか?はい。はい、まあ、阪神淡路以降ですね。うん、いろんな災害が、まあ。 残念なことですけども繰り返しありまして、こ、はい、の度まあいろんな活動があって、ですね、まあ、その結果として、災害が起きたら、災害多言語支援センターというのを設置して、まあ、全国から通訳ボランティアとか駆けつけて、ですね、はい、避難所を回って、えー、通訳や外国人の方のまあ援助をすると、そういう仕組みが、まあ、徐々にですけれども、はい、今、整ってきています。 各地の自治体に多言語支援センターので,できるという仕組みはあるわけですね。そうですね。まあ,、うんあの、法律で決まっているものではないんですけれども。うん、まあ、自治体が、例えば、まあ、地元の国際交流協会とかと連携をして、うん、まあ、災害が起きたら。 多言語で情報を伝えるための仕組みというのを整えています。そうしますと避難所で例えば災害した時にあった時にですね困っている外国人を見かけたら私たちどんなことができますか？はいはい、そうですねまあ概ね避難所に行きましたらいろんなまあ掲示物が貼り出されていると思います。うんはい、今ですね外国人の方もまあ避難所に来られるということで、うん、まあ多言語の表示シートをですねまあ貼り出して。 例えば受付ですよとかトイレここですよとか、うん、まあそういうものが貼り出されていることが多いですが、うん、まあそういったものの中に多言語支援センターの電話番号、ここですよと、うん、まあこういう,こう連絡先をまあ貼り出したりですね、チラシを配っていたりすることが多いですので、うん、まあ皆さん方、避難所に行かれてああ外国人の人いらっしゃるなと思ったらそういうのを探していただいてですね、うん、何かあったらここに連絡したらいいよとどこへかけていただけるとま大変心強いかなという,ふうに思います。 はい、一方、行政には外国人の支援について、どのようなことが求められていると考えていらっしゃいますか、はい、あの冒頭申し上げたんですけれども、うん、外国人の方、今、非常にこう国籍が多様になっていまして、うん、ここ数年で本当に全国に広がっています以前はまあどっちかというと都会に多いイメージだったと思いますけれども、うん、今、増加率とかだと、沖縄とか北海道、東北、はい、九州辺りが非常に伸びていましてね、うん、全国的に増えてます。 どんな国籍の方が最近増えていて、どこでどんな暮らしされているのかということを、ですねあ、はい、まあ自治体の方、住民の方とあの気持ちを、関心を寄せていただいて、うん、まあどんな暮らしされているのかなというのを把握していただきたいと、うん、いうことと、まあ、住民の方にですね外国人の方増えてますよ、はい、だから、まあ、ぜひ一緒に避難してくださいね、うん、というようなこともですねお伝えいただけたらなという,ふうに思います。 またその多言語支援センターも、あの災害が起きたら、被災地というのは、自治体はかなり厳しいと思いますので、はい、普段からこう広域の連携も必要かもしれませんねそうですね、やっぱり災害が起きますと、地元が被災しますので、うん、地元のまあボランティアさんとか、地元の自治体の職員の方も被災しますので、うん、やはり広域で、はい、まあ同時には被災しないところからまあ助けに来てもらう。そののたためルルールを作ったりでですね、はい、まあできれば 訓練を年に何回かそれこう広域連携の訓練をやっていただいて、うん、お互い助け合うということの仕組み作りを急いでいただきたいなというふうに思います、はい、田村さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました今朝のワールドは災害の際の外国人に対する支援についてダイバーシティ研究所代表理事の田村太郎さんに伺いました NHK2020 ソングカイトが流れてきました 木曜日のこの時間は東京オリンピックの聖火リレーについてお伝えしています担当は吉松吉文キャスターですはい、えー。東京オリンピックの聖火はオリンピック開催1ヶ月前となった昨日静岡県に引き継がれまして明日までの3日間県西部から東部にかけて22の市と町でおよそ270人のランナーが聖火をつなぐ予定です昨日県西部の湖西市をスタートして浜松市や岩田市、静岡市など7つの市で聖火をつなぎました 静岡県2日目の今日はまもなくこの後ですね午前8時半ごろに静岡県中部にある牧之原市をスタートして八重洲市や三島市など8つの市や町でリレーが行われます。はいあの私静岡出身でこう牧之原と八重洲市のちょうど間の町に実家があるんですけどそうなんですか、はい、どちらもあの海もあり山もありであの非常にのどかな場所ですね私1年ぐらい静岡帰れてないので<ー>ちょっとあの、うん、中継ネットで見ながら 懐かしいい景色みたいなと思ってますね確かにそうかもしれませんね、<laughs> 今ネットという話もありましたがあ大会の組織委員会や県の実行委員会は沿道で観覧する場合はマスクを着用して密を避けることや今、久保田キャスターが、えー、話しましたようにインターネットの中継でリ,ラリレーを見守るなど感染対策を呼びかけていますさあでは、この1週間を振り返ります先週の木曜日は岩手県の2日目でしたこの日は今泉町をスタート。 畑村や陸前高田市など東日本大震災で大きな被害を受けた沿岸部の自治体で聖火がつながれました津波でカキの養殖いかだが壊滅的な被害を受けた山田町の山田湾と市街地を隔てる防潮堤の前も通りましたその場所を走った乳製品販売会社を経営する寺崎努さん寺崎さんはあの日津波で3人の社員を亡くしました 残された自分たちに何ができるのかを問い続けた寺崎さん傍聴林を植樹するプロジェクトに参加して2年間で7000本の苗木を植えました寺崎さんです10年経ったんで亡くなった人間にはね天国で今の我々見てくれって気持ちだし残った人間がどれだけ頑張れるかだと思うのでこれからも頑張りたいと思います、はい、一方町役場が津波に襲われて行政機能が麻痺した大土町 この町には1964年4月から69年4月まで放送された NHK の人形劇ひょっこりひょうたん島のモデルとされる蓬莱島があります。三宅さんは人形劇ひょっこりひょうたん島はこれ見たことは お見ましたよあの見ました中学から高校の頃だったので,で夕方家に帰るとやってるんですよはいはいでも音楽もよく覚えてますあよく覚えてる、うん、ひょっこりひょうたんじいます,す、ね、そう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 、はい、そう <laughs> そうそうすごく名付けましたけど <laughs> でこの歌の歌詞にはこんな部分もあるんです、うん、途中からですがお聴きください「苦しいこともあるだるさ悲しいこともあるだるさだけど僕らはくじけない泣くのは 「ひょこょうたんじまひょこょうたんじまひょこょうたんじま」と未来に向けての気持ちを代弁してくれてるようなそんな歌詞にも思えますね。うん そのひょっこりひょうたん島のモデルとされる蓬莱島におよそ70年前に設置された赤い灯台も津波で壊されましたが地元住民のデザインをもとに翌年、新しく建て替えられました新しい灯台は高さ11メートル余り砂時計の上に登る日の出を表現したもので復興への思いが込められています。 三宅さん、震災の後このあたりも取材したとお聞きしました。震災1ヶ月後に行きましたね。あのいろいろ壊れてたんですけど、よみがえって良かったですよね。ええ、あのもう大津町の人たちの心のシンボルの島ですからね。はい。良、ええ、かったですね。ね<え>これからまたどん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 復興が進んで、えー、明るい未来が訪れるわと思いますね。うん、はい。で紹介しました蓬莱島のある大津町を走った岩崎明子さん、釜石市の海沿いにある老舗旅館のおかみです。 旅館は津波に飲まれて岩崎さん自身も流されましたが九死に一生を得ましたその後岩崎さんは震災の体験を伝える活動やラグビーワールドカップの誘致などに携わってきましたその岩崎さんです復興しているこの町を聖火と一緒につなげながら皆さんに見ていただきたいなという思いで走りました今からがスタートだと思っております今から自分たちのスタートが始まるなというそういう思いですね このように語る岩崎さんの笑顔には苦境にも負けないとの思いと未来への希望が輝いているようにも感じました。翌18日岩手県の3日目は一ノ関市からスタート。成果は盛岡市に向かって内陸の10の首都町を北上しました。なお、ゴール地点の盛岡市では公道でのリレーは見合わせられ、代替イベントとして盛岡八幡宮でランナーたちがトーチを持って次のランナーに成果を移すトーチキスが行われました。 そして復興五輪を掲げる東京オリンピックの聖火リレーは19日土曜日に宮城県へ引き継がれましたこの日は県北部の気仙沼市からリレーが始まって南三陸町石巻市、女川町の順に沿岸部で聖火をつなぎましたこのうち女川町では仙台市出身のお笑いコンビサンドウィッチマンの伊達美雄さんと富澤武さんが走りました2人は復興のための募金活動を今も続けています伊達美雄さんは 世界の人に助けてくれたんでね、10年前、宮城の沿岸、今こういうふうに綺麗になりましたよっていうのを伝えてもらえると嬉しいなと思いますそして相方の富澤武さんはまだまだなとこもいっぱいありますし、10年だからどうのとかじゃなく、長い付き合いというか、戦いだなとは思ってますけどね。翌20日 宮城県の2日目は東松島市をスタートして県中部の沿岸部を中心にゴールの利府町まで7つの市町村を巡りました東松島市ではいで津波で大きな被害を受け震災の4年後に全線で運転を再開した JR 仙石線の延びる駅から東大和駅までの区間でランタンにともされた成果が電車で運ばれました また松島町では聖火が遊覧船に乗せられて日本産系の一つとして知られる松島を巡りましたそして今週の月曜日宮城県の3日目は午前10時に県南部の山本町をスタート北上しながら仙台市までの5つの市と町で聖火がつながれました東日本大震災で大きな被害を受けた名取市閖上地区を走った佐々木清和さん佐々木さんは津波で妻と娘を亡くしました 佐々木さんは6年前から震災の記憶を伝える語り部の活動を続けています。生きたかった人の分まで命を大事にしてください。佐々木さんが活動の中で必ず伝えているメッセージです。その佐々木さんの声です。今日と同じ日は多分来ません。もしかすると明日が来ない可能性もあります。ですから今生きているその日を大切にしてもらいたいという思いはなんとか伝わってほしいなと話をしてます。 そしして昨日日日日から静岡県内でででのののリレーが始まりました明日まりた明3日間の日程です今日は冒頭にもお伝えしましたが牧之原市から県中をリレーして沼津市にそして3日目の朝は伊東市から県東部伊豆をリレーして富士宮市に光をつなぎますでは、えー、ここでメッセージメールいただきましたのでご紹介しておきましょう福島県菜の花咲さん先日、親類が宮城県岩沼市で聖火ランナーを務めました。 現地で声援を送りたかったのですがコロナ禍なのでライブストリーミングを見ながらパソコンの前で声音を送りましたかっこよくスマートに聖火リレーを務め終わった姿を見て今まで以上に聖火リレーを身近に感じましたといただきましたありがとうございます、えー、番組では聖火リレーに関する話題や思いメッセージなどを募集していますまた前回1964年の東京オリンピックの聖火リレーの思い出などもぜひお寄せください メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらこれを選んでお送りくださいパソコンやスマートフォンのラジルラジルでお聞きの方はその画面から番組サイト毎朝のホームページに進みますと番組をお聞きになりながら投稿できますツイッターでは「ハッシュタグ毎朝」「毎はカタカナ」「朝はひらがな」で毎朝とつけてツイートしてくださいファックスの方番号申し上げます 03-3465-2360です皆さんからのお便りやメッセージをお待ちしています久保田さん静岡県内ですからね、はい、また要件に注目度も久保田さん自身もあるんじゃないでしょうかねそうですねあのやっぱり走ってるランナーの方もそうですけど後ろの景色地元の景色っていうのがこう出身の私としては楽しみになってきますそういう方も多いんじゃないでしょうかね <laughs> はい。以上この時間の聖火リレーのコーナーお伝えしました <music> 文化放送おはよう。寺ちゃんニュースピックアップ。この時間は今日木曜発売の週刊新潮の記事をもとに、週刊新潮編集部潮見浩デスクに解説をしていただきます。塩見さんおはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。はい、さて、今日発売の週刊新潮大きく特集組んでいるのが。 東京オリンピックを安全安心に開催したいのならイベルメクチンをという記事です、まあ、オリシもですね昨日おはようテラちゃんのコメンテーターとして出演された筑波大学の加計谷淳教授もインドでイベルメクチンを使用したら劇的に感染者と死亡者が減ったというニュースこれが全く日本で報じられていないという話をされてましたしおさんこの間 ID ですよねそうなんですインドだけでなく メキシコやペルーですね。はい、ブラジルなどでもあの広くイベルメクチンはまあ配られておりまして、はい、何十万人もの新型コロナ患者とその家族にまあ救命効果をもたらしたと言われているんです、ね。はい、シウムさん、今日はちゃんとその話題紹介してくださいよ。あの熊田洋子さんの記事とかもういりませんからね。 あの一応、熊田曜子さんの記事もありますけども。またなんか新しいおもちゃ見つかったとかですかいやあの、今回はあの熊田さんが飲むだけで痩せるみたいなことを言って、もう宣伝してましたあの健康食品が、消費者庁から景品表示法違反を指摘されまして、販売元に。 改善命令が出されたみたいな話なんですよ。まあ、飲むだけで痩せるっていうのは、なかなか無理ありますもんね。だから、あの景品表示法違反なんですけどあ<ー>あのすみませんあの、おもちゃの話じゃなくていい,、ね、い,やいいんです。で、今話題のイベルメクチンの話ですがね。今週号ではあの、コロナの治療効果が期待されるイベルメクチンのほかに、若返りの妙薬と言われるウロリチンというあのサプリも紹介してますが、まあ、そちらは紹介しないでも。 ね、いやいや、イベルメクチンをまずお願いいたします。なんだかしおみさん、イベルメクチンとかウロリチンとかチン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 ,チンばかり言ってると、こうリスナーもいろいろ勘違いしちゃいますからね。<laughs> のイベルメクチンはまあ薬で、ウロリチンはサプリなので全く違うものなので、まああの変な言い方で一緒にしないでいただきたいです。あ、すいません。で、あのそのイベルメクチンなんですけれども、えー、今あの世界が注目してるんですね。はい、あのこのコーナーでも以前アメリカで 救命救急の最前線に立っている FLCCC アライアンスというです、ね、<え>医師団体があるんですけれども、はい、そこがですね去年の夏ぐらいから、新型コロナにはイベルメクチンとビタミンを使用した治療が有効だと推奨してたんですね。はい 確かこの番組でもそのことはお伝えしたと思うんですけどもああの聞いた覚えもあるんですけど、はい、その後、医師たちがイベルメクチンの効果、否定していたって記憶もあるんですよね確かにあの、WHO の,あの女性主任研究者が SNS 上で<え>まあイベルメクチンを使うなと発信して、ですね、はい、えそれを受けてインドの一部でイベルメクチンの使用が禁じられたなんてこともあったんですね。はい、ただ FLCCC の,の提言を受けて メキシコやペルーですね、パナマやポルトガルなどでもイベルメクチンを使用してまして、コロナの感染が鎮静化されたという報告もあるんですね、もちろんあのインドでもイベルメクチンを配布した州で感染者、死亡者が急激に減ったという事実も報告されたため、先ほどイベルメクチンは使うなと呼びかけた WHO の女性主任は、その後、インド弁護士会から逆に警告を出されたと。 でも、そんなにイベルメクチンに治療効果、あるってことですかあのまあ基本的にイベルメクチンは、寄生虫の病薬としてまあ使われる薬なんですけれども、えー、このイベルメクチンにビタミンを加えたものによって、新型コロナをまあ予防、治療できることが、何十もの査読の済みの研究成果として明らかになっているっていうんですね。 感染後1週間以内の軽症時に投薬すれば、ですね、ええ、76%、中等症以降の後期治療でも46%の有効性が確認されているとしてます、ええ、まあさらには85%の予防効果も確認されているという、ねええ、その数字が本当のものだとするとですよ。はい、世界的にもすぐ治療薬として 認められるはずですよね、えー、だけど、厚生労働省が認可していないってことですから、これ、何か問題があるってことなんですかね。いや、それがですね、えー、厚労省は、えー、イベルメクチンを新型コロナの治療薬の一つとして、診療の手引きに載せてるんですよね。え、そうなんですか、はい、あのただまだ、薬事承認してないっていうことなんですね。 国民健康保険中央会に、コロナの治療でイベルメクチンを使用した場合は、保険適用して良いという旨の事務連絡もしてるんでなのであの、日本維新の会の議員なども、<え>ま、国会で早く全国にこうイベルメクチンのことを伝えてほしいと言ってるわけなんですよ、はい。それでも薬事承認はできないってことなんですか、はい まあやはりあの厚労省としても、過去にこう数々の薬害がこう問題になったこともあるので、ははい、まあ最終的なところで慎重になってるということのようなんですよね。えー、まあ正確なところで言いますと、現時点ではまだイベルメクチンの効果については公式的なエビデンスは出てない状況でもあります。はいただ、田村厚労大臣も国会の答弁で、コロナ患者に処方していい、その場合、保険適用するとは言ってるんですよね。えー まあ今はまあ緊急事態なんですから、イベルメクチンで少しでも救われる命があるのであれば、まあ、緊急使用を検討すべきだとは思うんですけどもね、はいまあ、ただ一方で、厚労省から使用許可が下りない特別な理由もあるという感じの記事も出てますよねそうなんですあの、実はイベルメクチンの販売元となる、アメリカのメルク社という製薬会社が認可させないような圧力を加えているという話が。 あるんですえどうしてですか、だって自分のところの薬が使われれば、会社として売り上げ上がりますよね、まあ、普通はそう考えるんですけれども、ええええ、実は今、このメルク社という会社は、新薬開発にこう力を入れてるいんですね、はいええ、でこの,あのイベルメクチンについては、すでに特許がまあ切れてしまっている薬なので、はあ、まあメルク社としてはそれほどイベルメクチンの新型コロナについての知見に。 投資するメリットがないというわけなんですね。たと、ええ、まあ、えあの、認可が下りても、まあ、ジェネリックの薬の方が売れるとなれば、<ー>メルク社にとって治験への投資に見合う利益は得られません。ええ、ですので、メルク社は、イベルメクチンの新型コロナについての治療薬としての 認可に前向きではないというふうに言われてるんですね。えー、いや、何かこう、製薬会社の裏側見てる感じで、残念な話ですねでもこれがあの現実なんですけどね、は<ー>まあやはり一企業だけでなく、えー、まあ国も含めて新薬とかの開発は進めていかないと、まあ、こういったことは今後も起こりうる話だと思いますなるほどね。で、しゅうみさん、気になる若返りサプリのウロリチン、これ、何なんでしょうまああのこちらは今週後の ぜひおいや待ってください、今むせてませんでした。いや、それはないでしょう。さっきだって盛り上げたんですよ。ちょっと教えてくださいよ、ちょっと。あまり飲むだけで若返るみたいなことを言いますと、鎌田洋子さんが広告した会社みたいになってしまって、これ言えないんですけれども、クレオパトラや洋気比がかつて食べていた有名な果実といえば、寺島さん、おかりですよね。ライチですよね。 いやあのザクロなんですけど、えー、そこはあの間違えちゃうと話がずれちゃライチはなかったですか？いすみませんザクロ。あのヨギーが食べてたのはライチっていうのは有名なんですけども、あのザクロも有名でして、はあ、そのザクロのあの主ポリフェノールであるエラグ酸という物質が腸内で代謝されてできるのがこのウロリチンなんですね。<う>でそのウロリチンが オートファジーと最中遺伝子を活性化させて、高老、ええええ、化を促進するわけですけども、ええ、まあそれをもってルビコンが減ったかどうかわからないということだそうですね何言ってるかちょっとよくわからないんですけど、今、塩見さんの喋り方もたどたどしかったなって感じがする、ええ、しお塩見さん、意味分かってないですよね。はいあの全く分かりま 塩見さんの言ってることを理解したいという方は、ですね今日発売の「週刊新潮」、ぜひお読みくださいってことでいいですか。はい、あのただですね、ええ、なんかあのウロリチンをマウスに塗ったら、黒ごろとした毛が生えてきたという話もあるそうで、ねえーえー、さらにはあのザクロをよく食べる西アジアの人たちは、ええまあ、なぜかひげが濃いというデータもあるので、ええまあ、今あの、ウロリチンはもしかしたら、育毛、はい、効果もあるんじゃないかと。 期待されてるそうですよ。ええ、あの寺下さんぜひあの、ええ、火曜日のコメンテーターの田中秀文さんの頭に塗ってみてください。私が塗るんですか。はい、いや勧めますよ。ウロリチンですね。田中先生に勧めます。はい、はい。週刊新潮の塩見弘氏デスクにお話聞きました。塩見さんありがとうございました。ありがとうございました。 この時間は雑誌週刊文春発行人新谷学さんに今日発売の週刊文春から記事を紹介していただきます新谷さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずはこちらから中川医師会長はコロナ患者を見殺しに職員5人が告発 医療機関では徹底した感染防止対策を実践していると話していた日本医師会の中川会長ですが、コロナ患者を5人見殺しに、新大さん、これ、どういうことなんでしょう。はいえー、日本医師会の,です、ね、の中川会長が理事長を務めている病院、はい、新札幌脳神経外科病院というのが、まあ、札幌にありましてです、ね、はい、ここに、えー、勤めている5人の職員の方が、 まあ次々に週刊文春にまあ内部告発を寄せてまあいただいたと、<う>ちょっと驚いたんですけど、そんなに立て続けにたくさんの方から声が上がったというのは驚いたんですけどこれ、だから一度にドンじゃなくて、次々にってい、ね、うんまあ、バラバラにですよね。<ー>で、まあ、例えばこの病院にまあ勤めてる職員、まあ、全部アルファベットでこの方、A さんとなってますけれど、はい、この A さんによれば、この新札幌脳神経外科病院では、もうたくさんの感染者が出て、 で行政からもクラスターというふうに認定されていると、はいでまあ、なんでこれ、クラスターになったのか、院内感染が広がったのかというと、<っ>その病院の中での感染対策が不十分だったからだということを、まあ、お話しいただいてるんですね、でも、普通、常識で考えると、中川さんが理事長を務める病院であるにもかかわらず、 うん、日本医師会の会長ですからね。そうなんですよ、えーで。感染対策がでも自分の病院は不十分だったっていうのも、何か解せないですね。そうなんです。えー、何よりもね、はいまあ、東大元暮らしというか、はい、気をつけなければいけないと思うんですけれど、はいまあ、例えば職員 B さんによればですね、はい、この中川さんは、医師会長として言ってることと、はい、実際に自分の病院の理事長としてやってることが違うというわけですね。えーまあ、具体的に 指示さんの証言を、まあ、次々なんですけど、はい、C さんの証言をご紹介すると、ええ、コロナの陽性反応が3人のこの入院患者さんから出たと、はい、で本来であれば、この感染患者、陽性の患者さんは他の部屋に隔離すべきところなのに、はい、実はこの陰性の患者さんと同じ部屋にしていたんだと、ええ、だからこの陰性と陽性の患者さんをパーテーションの区切りもなくですね、ええええ ベッドもわずか1メートルぐらいしか離れてないところで入院させていたと、でその結果、陰性と陽性が混在した部屋ができてしまったんですけれど、<え>そこに入院していた患者さんが、まあ、亡くなってしまったわけです、ねはいまあ、その患者さんは脳の病気を抱えていたこともあって。 コロナに感染してからも一気に弱ってしまったということなんですね。はあ、いや、あの、普通この脳神経外科とかだとね、基礎疾患を持ってる方多いですもんね。うん、そうなんですよ。ええー。そうなんです。もう最新の注意を払うべきなんですけれど、はい、ええー。実は不思議なことはまだまだ他にもあってですね、ええー。まさにその中川会長、まあ医師会会長はですね、はい。コロナ感染の拡大を受けて、まあ医療従事者、 手の手当をしっかり支給してくださいというふうに、ま、国にも訴えかけてきたんですけれど、はい、で実際、その結果、ですね医療従事者の多くは、1日大体3000円くらいの、まあ、手当をもらってるわけですね、えー、ところが、このご自分が理事長を務める、ですね、はい、この病院では、一切3000円ほどという手当が支給されてないというんですね、<ー>実際、勤めてるこの中の方々によると、ね、えー、職員によると、はい。 で、まあ、それについて上司に手当について訴えても、まあ、検討中と言われるばかりで、はい、しかもちょっと体調に不安を覚えた職員が、PCR 検査を受けたいというふうに、はい、まあ言ってもですね、例えば看護師さんとかが PCR 検査を受けたいというふうに言っても、はい、極力検査は受けないでほしいと。要するに、医師会会長が、 やっている病院ですから、ええ、そこからコロナ患者が出ると、どうも具合が悪いと思ったのか、はい、極力 PCR 検査を受けないようにと言われてしまったと。ああ、いう、そういう証言もあるんですね。職員から感染者出すわけにはいかないみたいなもんですかそういうことなんでしょうかね。は<ー>うーん ちょっと下せないことが多いです,ですね、ご自身の足元の病院の中でそうですね、ただ、はい、やはりこのね、5人が次々に「週刊文春」に、このね、うん、情報を持ってきたっていうことでも、もこれ、ゆゆしき問題だっていうのはわかりますね、それは尋常じゃないですよね、えー、何が起こっているんだろうということについては、はいまあ、まさに詳しくは「週刊文春」をお読みいただければと思いますすそうですね、はいはい、続いてはこちら。 平井デジタル改革担当大臣 NTT から8度の迎賓間接待内閣官房の IT 総合戦略室が発注したオリンピックのアプリをめぐって NEC には死んでも発注しないまあこういうような発言をした平井大臣です新谷さん今度は NTT から接待ですかそうですね、えー、まあ平井大臣 NEC を干すというふうにまあ言ってましたけど、はいえー 一方で、押、ええ、された NEC に対してですね、巨額の受注を、まあ、ずっと維持しているのが、はい、NTT の100%子会社、NTT コミュニケーションズという会社なです、ねはいええ、で、まあ、オリンピックアプリの件で、結局、まあ、NEC は外されたんですけれど、はい、この NTT コミュニケーションズは外されることなく、まあ、およそ23億円分の受注を確保。 ええまあ、NTT の関係者によるとです、ね、ここ数年、この NTT は、平井大臣との距離を、まあ、ぐっと縮めて、ええでまあ、それの分かりやすい証拠としては、NTT がやっている迎賓館という麻布十番の会員制レストラン、まあ、週刊ベース今までも報じてきましたが、ここが接待の舞台になっているという、まあええ、報道をしてきましたけれどここに実際、平井大臣も、 招かれる回数がまあ急増しているということが分かったんですね、ええ、新谷さん、見出しには8回の接待を受けているとありますよねそうなんです、我々週刊文春」が入手した内部資料によれば、ですね、えー、平井大臣がレストランに招かれた回数は、ええ、まあ確認できてるだけでも8回、はいえー、NTT が平井大臣を接待した、まあ、2回分の内部資料には、まあ、詳しくいろいろ書かれてるんですけれど。はい 飲食代を含めた一人当たりの上限額が5万円というふうになっている、ね。はい。えまあただ一方で、平井大臣が代表を務める政治団体の収支報告書にまあ関連の支出はない,いお<ー>まあ要するに、誤チになったということそうですねや、えー。自分の分の負担はされてない,いうそうですよね。かたや金額が計上されてて、かた、うん、やないんですもんね。そうなんです。えー、集中的にまあ5万円とかいうまあ高額の接待を NTT から受けていたという事実が、 まあ明らかになったということなんですね、はあ、この件は新大さん、平井大臣に違法性っていうのはどうなんですかえっと、東京地検特捜部で副部長をやってた若狭勝弁護士に取材をしたんですけれど、ええ、若狭さ,さん曰く、まく、あ、会食の場で大臣の職務権限にまあ絡む話が出ていれば、ちょっとでも出ていればですね、業者側から具体的なお願い事をしていなかったとしても、ええ、単純収賄罪に まあ該当する可能性はあるということす、ね、単純収賄罪そういうことなんですねまあ説明責任がありますよね、はい、そうですね、えーはい、さあ続いてはですねこちらいきましょう嵐の反逆時二宮和也禁じられた里帰り写真国民的アイドルグループ嵐の二宮さんですがグラビアページ女性と一緒に写る二宮さんの姿がありますこれは新大さん奥さんでしょうか そうなんです、えー、元フリーアナウンサー、まあ、記事の中では A さんなんですけれど、ええまあ、おそらく A さんとこの二宮さん、はい、結婚後初のツーショットじゃないかなという,う、まあ、写真なんですけれど、ええまあ、この二人はですねベビーグッズとか、はいまあ、そういうものを購入していたんですけれど、これ場所は東京じゃなくて秋田なんですね奥さんの故郷が秋田で、里帰りをしたと。ええ まあ、なんで禁じられたなのかは、まあ、紙面をご確認いただくとしてですね。ええ、でもってことは新谷さん、はい、文春秋田まで行ってるんですかもちろん行ってます、その取材。あそうですか。ええー、すごいね、やっぱり。秋田ということもあって、まあ、羽を伸ばすと申しますか、はい、東京では見せないような、えー、非常にリラックスした生活感あふれる姿をまあ見せてくれているんですけれど。えー でもね、一昔前までジャニーズ事務所のアイドルがこう人気続ッで、結婚宣言はなかなか考えられなかったことですけど、まあ、これはもう時代が変わったってことなんですかねそうですね、まあ、二宮さんの場合、18歳の頃もですね、はい、アイドルと、まあ、某アイドルとお付き合いをしていたけれど、ええ、まあ熱愛発覚して事務所の圧力で別れたりとか、はいでまあ、そういうこともあって、二宮さんは。 まあ俺はジャニーズでも自由に意見が言えるキムタクみたいに絶対になってやるんだと、<ー>まあ、キムタクさんは人気絶頂の時に工藤静香さんと結婚してましたから、そうなりたいというふうに言っていて、ええ、まあただそれが他の嵐のメンバーにはこうわがままと映ったようで、メンバー間がぎくしゃくしたりとか、はい、まあいろいろ あるみたいなんですね、えー、で奥様の実家とはまあ非常に秋田の方の実家とは良好な関係のように見えますけれど、えー、一方、二宮さんご自身の実家とはどうなのかとかはーはーその辺りも含めてですね、えー なぜ禁じられた里帰りという、まあはい、タイトルになっていたのかということも含めて、ええ、これもぜひちょっとお読みいただければなと思っております、はい、中身はですね今日発売の週刊文春をぜひお読みになってください今朝のこの時間週刊文春発行人新谷学さんにお話を聞きました新谷さんありがとうございましたありがとうございました以上ニュースピックアップでした 文化放送「テラちゃん,ラちゃん時刻7時51分です。 おはよう、寺ちゃん。この時間からコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです。藤井さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。藤井さんが編集長を務めます。表現者クライテリオン。こちらの7月号が発売になりましたね。はい、はい。編集ですかね。はい。発売になりまして。ええ。これがまた盛りだくさんですね。いや、もうありがとうございます。まあ、今回の特集はあの孫子のための財政論。本屋さんでね、あのクライテリオンを見ると損失。 最初孫子の孫子がどうしたたんだみたいな、ね、孫子の財政論かと思ったら孫子のね孫子よくあの、えー、っと財政論を言う方ってね、はい、次世代に孫子のために付けを残すのかみたいな無責任だろうとこう言うんですけどいや孫子のこと考えると今お金作って経済難所感とかんとあかんやろっていう、まあ、そんな。 思いが入ってるんですよね。ええ、その他にも、あの水曜日のコメンテーターの森永浩平さん。そうです、そうです、そうです。お書きになってはい、そうです、森永さんにも書いていただいたり。あと、浅田藤一郎先生っていうね、あの経済学者の方と対談を。ケインズ革命を加速せよ。ほうほう。あのそんなタイトルで話をしたり。はい。で、あのもう第二特集がですね。コロナがもたらす教育破壊。はい。やっぱり。 教育機会がね学生さんの教育機会がなくなってて、て子どもたちもなんかあんまり課外活動とかも全然できていないこれがねものすごい将来に過去を残すんじゃないかというのを社会学者の宮台真司さんと対談をしておししたりとかてそのか養老孟司さんのインタビューもあって養老さんにはずっと時々出ていただいてたんですどやっぱり常識。 大事だなというの養老さんにいろいろといろんな形で喋ってもらってるんですけどすごい面白いです養老さんのお話はいつもあと佐藤勝さんもねそうです外交の話でね霞が関がどんだけ腐ってるのかそういうものがね元官僚としてその腐りっぷりをですねがっつり語っていただいてる是非ともラジオンの方に表現者「クライテリオン」を読みになっていただきたいでいねのが7月号出ました。 さてこういうニュースがありますね大阪府によると22日大阪市北区の宿泊療養施設アパホテル東梅田南森町駅前にですね入所していた20代の男性と朝から連絡が取れなくなりました午後1時頃看護師が部屋に入ったところ男の姿が男性の姿が見つからなかったということです男性は今も見つかっていません男性が入室していた6階の部屋窓が破壊さ で外出した形跡があったということですホテルの出入り口や非常階段には24時間警備員がいます防犯カメラなども設置されていましたが男性の姿は確認されませんでした現在保健所が患者の行方を確認していますが 見つからない場合は警察に行方不明届を出す予定だということです。病院の、まあのりょあ、病院じゃなくてこのホテルのね。宿泊療養施設でえー、まあ、療養していた男性20代の男性が。 えー、よくよくめコロナ感染してるわけですから、はい、そうです、ねえー、これ、去年ね、はいあのー、法律が感染症法の、感染症法の改正ですかね、こういうことについての法律がまあ国会を通って、はい、その時すごい話題になったというか、問題になったのはね、えー、こういうことが起こった時に、これを。 犯罪者として扱うのか、はい、まあ刑法として問題なのか、えー、あるいはあの過料を取ると、はい、要するに行政の指示に従わなかったので、えーまあ、罰金払ってもらうかというのがすごい議論があって、えー、で最初ね、政府はねこれ、もう犯罪者扱いしとこうということにしてたんですけど、ね、えー、それは行き過ぎやろうと。はい 犯罪中か、それはまあ指示に従わなかっただけでええんちゃうかということで、ええ、これね、確か手打ちになって、はあ、野党との間で、ええ、で、あの過料になってるんですよね、ええ、だからまあ、行政の指示に従わなかったんで、何十万何十万円以下の、ええ、まあ罰金みたいなもんですよね、ええ、だからまあそれの対象になるということなんですけど、ええええ、でやっぱりこういうニュースが出るとですね、ええ、やっぱりこう。 恐怖を喚起しますよねやっぱりこう処罰意識っていうんですかねは、えー、国民の中で持つ人もまあ当然出てくるし、はい、でかえってそのコロナ差別っていうんですかねは、えー、そのコロナに対するコロナ患者ってなんかこう粗暴な人じゃないかという印象のニュースですよね、はいえー、でやっぱそれがこう喚起されるっていうかジャッキされるっていうかそれが危惧されますよね。えー まあそういう方ってニュースになるぐらいですかほとんどいないんですけど、えーえー、いないんでしょうけどもまあそれは非常にちょっと残念ですよね、はい、そうですねやっぱりルール。 ですからいろいろ考え方ありますけどルールですから、はい、もうちょっと観念せんのはしょうがないというとこいですから、ねえー、あとは香港で民主化支持を鮮明にしてきた日韓紙、うん、リンゴ日報中国共産党の主導で反体制的な動き徹底的に叩くために作られました香港国家安全維持法でついに廃刊に追い込まれました、うん、リンゴ日報発行会社17日強制捜査を受け25日役員会で廃刊するかを決める予定でしたが もうあのー、会,社会社の資産がこの凍結されてまして解除申請が却下されたので資金繰りが行き詰まったということのようですね、うん、で中国担当出身も、えー、この香港国家安全維持法の違反容疑で逮捕されまして現場の記者らへの摘発リスクこれが高まって、えー、職を離れる人が相次いで動画ニュース部門などは停止していました。配配管でデジタル版によるるニュース配信も終えると 中国共産党に批判的な香港氏が廃刊に追い込まれたということなんですがこれ、藤井さん、いかがですかうもう遅から早からね、こうなるところですから、はいえー、香港国家安全維持法、はい、怖いですね、ねもうあの政府のキニラらんこと言ったやつがいたら、はい、この法律の名のもと、えー、安全を維持するのにお前は邪魔だと、はい、お前の言論は極めて危険だと、えー、いうことで、 牢屋にぶち込んでしまうという話ですから、はいまあ、この法律が通ったということをもって、えー、もう事実上、中国共産党の支配が済んだということですから残念ですね、一、えー、国二制度は事実上、はい、そここでで失われたとということですから報道の自由の牙城が崩れたなんていう指摘もありますね、うんすうん、これは、ね、本当、僕ら批判したりされたり政府のことをいろいろと批判したりとかしますけど。はい やっぱりねそういうのが一切できなくなるっていうのはね、えー、もうその国がもう根底から腐り始める腐り始めるだって聖、えー、人君子だったらね政府が、はい、いいですけど、えー、じゃあ見てくださいあのガスのみじきだとかいけてたっけみたいな。えー <laughs> いけてるのこれみたいなね。い <laughs> 言えるっていう自由ですよ。そうですそうです。これが大事だってことなんですよ、ねね。政治家の普通のね、はい、あの民間人はその個人攻撃ダメですけど、はい、政治家に対しては不死っていうのがあって、ね、許されて八時です。八時になりました。 6月24日木曜日8時になりましたおはようございます寺島直正です浜松町薄曇り状態ですね21.8度北寄りの風が1.6メートルです 今日も関東地方大気の不安定な状態続くでしょう午前中日の差すところありますが昼頃からところどころ急な雨や雷雨があるでしょう局地的には雷を伴って雨足強まりそうです落雷突風氷などご注意ください予想最高気温昨日より高く27度前後です湿度も高いですえどうぞ熱中症にも気をつけてください東京地方今日は曇り明日も曇りでしょう現在雷注意報 が伊豆諸島を除いた関東各地域農務注意報が群馬県に出ています今朝のコメンテーター京都大学大学院教授藤井聡さんです藤井さん改めてよろしくお願いいたします,ししますイギリスのロンドンで開催されるサッカーヨーロッパ選手権の決勝準決勝をめぐって参加国の首脳らから新型コロナウイルスの感染拡大懸念する声が上がっています イギリス政府、決勝と準決勝それぞれ6万人を超える観客を動員する方針というのを表明していますがイギリスでは感染力が強いインドの変異株が、まあ、デルタ株ですね、これが猛威を振るっていて開催地変更の提案まで飛び出しています。 イタリア、ドイツなどヨーロッパ24カ国のチームが参加するこの大会、今月11日にローマで開幕しましまた7月のこの準決勝、決勝はロンドンのウェンブリー競技場で行われます。 イギリス政府決勝、準決勝の,この観客数について競技場の収容人数9万人の75%に当たるおよそ6万7500人を上限にする方針でヨーロッパサッカー連盟と合意しています東京オリンピックでは観客数を会場の半分以内で最大でも1万人とすることが決まったばかりですが えー、藤井さん、この観客数はどうご覧になりますかこれね、ええ、まずその、まあ、僕はね、こういうのはあの問題ないと、はい、あの僕は個人的にはまあ思うんですけど、ええはい、そう思う判断の一つがね、ええ、さっきちょっとこのニュースがあったので、のデータを見てみたんですよ、ええ、今、ワクチンを打ってるじゃないですか、はい、でワクチンを打つとね、う、ええ、つらなくなるという傾向もまあ、 あのなくはないんですけどより重要なのは感染したときに重症化することを防ぐということもすごく重要なんですよ。はいええ、でそれで見るとねあの今、イギリスどれぐらい感染広がってるのかなというのを見るとね、はいえっと、22日時点、ちょっと今、手元にあの二22日までだったんですけど、はい、1>, 1万人強、はい、新規感染者、ええ、これすごく多いなというイメージです。けど、ええええ でね、えー、っとね、死者数はね、この今日の、というか22日の時点で5人なんですよ。えー、でね、1万人今日っていうのが、えー、あの、あったのはいつかなって過去で調べてみると、9月30日っていうのがあるんですよ。はい、去年の9月30日。えー、その時の死者数が71人なんですよ。えー、だからね、え,ー、えっと、同じ感染者数でも死亡する方の数っていうのは10分の1以下になってるんですよ。はい、でね、 あのワクチンを打つと9割方効果ありますってなんかよく90%って数字あるじゃないですかそういういことですよね,ね<ー>なんか71人の90%はーはーだから10%にな,、えー、になってるってことは72回になってるのだ、ねはい、からね例えばですけどね、はい、あの単純な話じゃないところはありますけど、えー、まあイメージで言うとそういうところがあるので、はい、仮に感染が広がったとしてもあの身体医学的被害っていうのは10分の1に。はい まあワクチン今なってるとか、えー、その代わりにワクチンを打つことそのもので亡くなる方っているのでね、えー、そのリスクとの兼ね合いなんですけど、まあ打ってしまってる人にとったらもう、えーうん、そのリスクはもう超えてる、まあまあわかんないですけどこれから先どうなるかかんないですけど、えーはい、まあ何にしてもまあとりあえず打つというのも選択しちゃってるのでイギリスは、はい、そうなったらねもうこれでねうろたえないことが大事になってくる。もちろん五、はい、人亡くなることは問題じゃないと言ってるんじゃないですか。はい、ただあの五人亡くなってるというのと七十人亡くなってると,というのでは、えー、国家 そのコロナ対策のレベルは変わってきて叱るべきじゃないですか。だから五人亡くなっているということ。 前提に70人ではなくて5人のレベルになっている、はい、ということを前提に考えるべきだから、ええ、例えばこういうその6万人入れるかどうかという判断も、ねはい、あの許容する方向に世論というか感染症学的に、ねはい、あの政治的方向を持っていくことが僕は合理的だと思いますけさ、はいまあ、コメンテーターを務めだったです、ね、島津博樹さんもです、ね、ストラテジストの、まあ、これからは、うんまあ、ワクチン接種が日本でも進んできたら、うん、その感染者の人数 よりも例えば重症者だとかその死者のね、えー、この数というのをしっかりと把握した方がいいのではないかというご意見で,した、ね、です、えー、なんから、ね、新規感染者の意味がもう全然変わってくるんですよ、はい、あっさり言ってあのこの10分の1っていう数字が正しいんだとしたら、はい、今までその新規感染者で1000人だということに対して怯えてた数字が100だとすると、はい、それを1二しなあかんと。えーえー なかなか難しいですけど抽、ね、象、えー、的に言うとそういうことなので重症、はい、する一番最も手っ取り早い方法はもう報道しなくするってこと、ねははいう話、えー、で重症者数とか死者数とか。はい そういういいことととをししっかりと行動していくとそ、ね、あとはその、まああの、ベッドの率ですね、そういったものですね、そこはね、もう打つことを選択しちゃってるんだから、はい、ワクチンにはリスクはあるんですけど、えーあの、それでも打つことを選択しちゃったんだったら、えー、そういうふうに政策を展開しないと、全く意味がない、ワクチンってなくなった方の意味がなくなってくる、ねえーまあ、変な言い方になりますけど、はい、もう、にかにむちゃくちゃな話になりますから、海外で見ると、イスラエルのニュースが入ってきてまして、 イスラエルはもう16歳以上の人口の8割以上がワクチン打ってます、これまでは1日に新規感染者が10人ぐらいだった、そこまですごいですよね、でも考えたら、それがインド株、ですねデルタ株が感染してきて100人を超えたということなんですけれども、じゃあ、ベッドはどうなっているのか、死者が増えているのかというところはやはり見ないと。 で僕、なんでそれ調べたかというと、はい、報道でそれあんまり言ってないので。えー まあ自分で調べるしかないので、はい、こうデータベースで見てスタッフのところで見てたんですけどね、えー、そういう風うに考えなあかんところですよ死者数で、はい、重症者数で見るべきです、はい、一方こちら東京オリンピックパラリンピックの話題なんですが大会組織委員会販売済みのチケットの一部について再抽選実施すると発表しました対象は会場の観客数の上限が収容定員の50%以内で1万人となったことに伴って基準を超える90 セッションまた観客向けガイドラインが公表され飲酒の禁止直行直帰など過去の大会と比べて観客に多くのルールの遵守を求め守らなければ退場などの厳しい措置も取るとしていますで特にお酒ですね酒類は会場内で販売せず持ち込みによる飲酒も禁止としました 周囲とのハイタッチ、肩組んでの,この応援も禁止となると、コープレーには声援でなく拍手を促すということのようですけれどもね、こういうルールが設けられたやりすぎだという意見があってしかるべきだと思いますけどね、だって、ここでやったやり方が今後のスタンダードになりますから、はいえー、ここでちゃんと感染症学的に適正なものにしておかないと、はい、また過剰自粛になってしまいますよね。えーはい 今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク j o q r ドットネット、ツイッターはハッシュタグおはようてらちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。おはようテラちゃん。時刻8時14分です。 今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんですニュースピックアップこちら日経新聞コロナ予算30兆円停滞 新型コロナウイルス禍を受けて2020年春から積み増してきた国の予算73兆円のうちおよそ30兆円を使い残していることが分かりました家計や企業への支払いを確認できたのはおよそ35兆円 GDP でこの7%程度にとどまっています GDP の13%を支出したアメリカと比べて財政出動の効果限られる展開です 危機脱却へ財政ニーズが強いときにもかかわらず予算枠の4割を使い残すこの異例の事態え日本のコロナ対応の機能の不全ぶりを映し出していると指摘されていますが藤井さんここれれいかかがですかこれ先週、ね、はい、ここでも申し上げたんですけど、はい、改めてもう一度冷静に申し上げますけど、はい、こういうニュースを聞いた日本国民は激怒すすべきで奮発、はい、も,ものであってね。はい これ、あのー、コロナで三田さん、もう一回選手言ったことをただ単に繰り返しますけど、はいはい、コロナのコロナ禍と呼ばれるもので、ねはい、ものすごい多くの国民が苦しんでるわけですよ、えー、経済的にも健康リスク的にもね、はい、で政府はそれのために頑張っているとお金使うって予算決めてね、はい、でそれをまあ待ってるわけじゃないですかで全然30兆ですよ。はい <laughs> どういうことやと、それでね、えー、全然問題ないんだったらいいけど、人死んでるわけでしょ、はい、子供だっていっぱい自殺をしてね、えー、去年は過去最高の小中高生のね、はい、自殺者数を記録しね、でもう、あのー、リーマン・ショックのもう2倍近くのね、 倒産件数が、ねはい、あって過去最高の、ねえー、飲食店の倒産件数があって、ね、で失業者だって何十万人も増えて、ねはい、で当然、コロナで亡くなっている方も1万人を超えて,て、ねえー、であてコロナ対応している病院の方も大赤字になってたりとかしててて、ねえー、めちゃくちゃ国民,国民苦しんでるわけですよ。はい、でトータル GDP はね 20兆円以上マイナスになってるわけですよこの30兆円、ちゃんと執行されてたらですよ、そのマイナス4.6%、22兆円の損害っていうのは、去年、国民は公務の必要はなかったっていうことですよ、えー、22兆円のお金はね、われわれ、失ったわけですよ、えー、国民一人当たりでいうと20万円ですよ、<ー>5人家族だって100万円ですよ、えー、5人家族がいたら、普通の家がこれ、平均で言ってですよ、100万円のお金を。 火事で燃やしたようなもんですよ。あるいは100万入った財布をポトンとどっかで落としたってことです。で、出てこないってことですね。それね、どっちかって言ったら政府が配らなかったとかいうことで、それが行ったということは、政府が100万円の金を我々の懐から抜き、泥棒してったのと一緒ですよ。配ってたんだったら、配れてたんだたら。100万円盗まれたらね、怒るでしょう。だからね、このニュースをね、ふーんじゃなくてね、国民はね、もうちょっとええ加減民主主義なんだから。 怒らなあかんのですよ。はい、あのね、例えば、香港のね、はい、そのニュース、そのメディアがなくなって、大変、大変問題ですって、はい、さっきニュースやったじゃないですか。はい、あれはでかって言ったら、中国共産党がすごく悪いことをしてたら、ダメだと批判するのがメディアじゃないですか。はい、で、それで国民がおかしいじゃないかって言ってね、それで、香港の政府のやり方というものを改善していくために、メディアが必須だったんでしょ。はい こうやってニュースがね、例えば文化放送だとか、NHK だとか、日経新聞だとかで流れてですよ、はい、ふーんって言って政府に対して、あガース、オリンピックやってくれるのありがとう。うん カエルの面に水っていうのはこういうことを言うんですよ、えー、これでは、水着が機能しない、はい、これね、それぐらい起こらなあかん話ですよ、すね、人が死んでるんだから、えー、許せない僕は、こんなもの、はい、だから、例えばですね、滞まあ、結果的にこう残っちゃったでしょ、うんうん、だったら他にもやり方があったと思うんですよね、絶対そうですよ給付金をもっと上げるとか、え,え他のところでというふうなところも。うん 考えられるわけで,うでどうせね政府はこれで GoTo トラベルとかはあのお金使う機会がないとできへんから仕方がないんですよってことは、まあ、言うんですよ、えー、にしても、はい、寺島さんがおっしゃったように、えー、それだったらこういう項目に使いましょう、はい、という行政の裁量があるんだし、えーはい、まあして予備費が4兆円残ってるなんていうニュースはね官邸、はい、の考え方一つでいくらでも自由に使えたはずなんだからね。はいえー それれが残っててるななんていうことはもう考えられない、えー、だからどうしてもそうなってくるとあまりにも腹が立ちますからねいろんなことを考えちゃうんですけど、うん、例えばじゃあ、えー、73兆円予算組みましたと、はいはい、だけどさ実際出さなかったらいいじゃん、うん、みたいな感じでねで30兆余らしとけいいじゃんみたいに思ってるとしたらとんでもないことですよでね。でね僕はこれ官邸で勤めてた経験から言うとね、はいえー、と思ってるやつがいるとしか考えられません。そうですか今回まあインタビューってて聞いいるわけけじゃないけど、えー ててないなんてありえないいんありで,できるだけ金使うなよ、えー、金使わへんかったら次年度の補正予算とか組まんでやろうな。は<ー>って言って実際今回補正予算組まないまま国会閉じてるじゃないですかだからね、えー、もう去年予算出した言って世論でにこびたようにしてるけれども結局何もしとらへんのですよ。はいもう かかかららすすするととだこの億億いいうでで兆ごめんなさね日も早くこれをねうってことでですすよよねは絶対使えるんつくまんの面倒くさかったら1人当たり25万円で作ったらいいんですよね。も1億何千人で何千万人でちょうどですから25万配っとけばいいんですよ。 っていうか25万円給付金を一律でやるだけでこんだけぶっ飛ぶぐらいの金なんだから、ねはい、そんなもん執行しようと思ったいっくらでもできるんですよ。えー、アメリカとかイギリスとかその程度のことをガンガンやってるんだから、はいえー、こんなのもう許せないそうです、ね、冷静に買ってください皆さん、はい。続いてはこちら読売新聞再稼働東西で格差 運転開始から40年を超える原発として初となる関西電力の美浜原発3号機の再稼働で原子力政策は新たな局面を迎えましたただ2011年の東京電力福島第一原発事故の後に再稼働した10機はすべて西日本に立地し地域格差が広がっています再稼働が西日本に偏っていて全国的に原発への理解が進んでいるとは言い難い状況です 西日本は原発16基のうち10基で運転可能となっていると一方、東日本は宮城県の女川原発は地元理解を取り付けていますが安全対策工事が終わっておらず再稼働した原発は17基中ゼロ。 東日本、えー、とこの西日本では差が出ているということなんですが、これ、いかがでしたか、うんまあ、この背後に、ねはい、何があるのかっていうのは、ちょっとにわかにわからないところはあるんですけれども、考えられるのは、やっぱり地元の方の、うん、お理解のレベルが違う、はい、あるいはその地元の方に対する理解を得るための電力会社の努力が、はい、あ東において不十分であると、はい、その不十分であるということに何が含まれるかというと、やっぱり。 あていに言って当年さん、いろいろと不祥事があったわけですよね、ふざけるなだと、国民感情が、住民感情がなって、住んでいないということも考えられますよね、だって、ゼロなんでしょ、そうなんです東日本は、西日本10期、1十期です、16機中10この違いはちょっと、無限大倍ですかね、0対10ですかはん。 どうういこととやこれね、今、脱炭素、脱炭素って言われてますけども、再生可能エネルギーにじゃあ、適した土地、そんな多くないじゃないですか、日本は。と、今、発電の時に CO2 が少ない原発っていうのは、脱炭素をやるにあに、僕らやっぱり社会工学の人間っていうのはね、いろんな政治的な思惑をさておいて、ですねどれが工学的にどれが一番 一番効率的かと、はい、現実可能性が高いのかって、まあ、考えるわけですよ、ええ、そしたらね、原発の右に出るものはちょっと僕は思いつかないですね、ええ、現実的に。はい、それは100年後だったら新しい技術あるかもしれませんけど、今年来年できる脱炭素でね、うん、最も効率的なものはやっぱこれだと、ええ、言わざるをえないんですよ。ええ、あるんだだと教えていいいたたけらですけど、ええ だからねそれは脱炭素っていうんだったらこう原発再稼働ってしっかり考えないといけないし、はい、何もましてね原発っていうのは純国産エネルギーと言われているんです。はい で、これやっぱり石油はもう輸入せないしょうがないし、はい、まあプルトジウム等々だってね、輸入せないと、えー、ウランだってね、輸入しないといけないんですけれども、えー、あの、いろんなとこから輸入できるものなんですよ、えーで。それで輸入した上で日本でものすごく加工、あの原子炉の中ですごい手を加えてエネルギーを取り出しますからね。はい、あの、一、最初の原石というか、オリジナルは輸入だけど、そこから取り出す技術っていうのは国内で出してるので、えー まあ純国産エネルギーなんですよね。はあはあ、だからエネルギーの、ええ、ー自己調達、安全保障の点から言っても原発っていうのはね、はい、すごく重要なものなんですよね。ええ、で、リスクは当然あるから、はいええ、そのもうコロナと一緒でね、メリットとデメリット、はい、リスクとメリットとの兼ね合いでどういう自粛しなあかんのかというのと同じように、はい、原発とどう付き合っていくのかと。 まあコロナというリスクと付き合うように原発というリスクとどう付き合っているかという、はい、まあ車という交通事故のリスクと付き合うのかというのとまあ同じ問題がここにもあるんでですすよねね、えー、そうなんですね続いてはこちら読売新聞リニアルート変更ない。 JR 東海の宇野副社長は昨日静岡県知事選で4選を果たした川勝氏がですねリニア中央新幹線静岡港区でルートの変更を訴えていることに対しありえないと否定しました宇野副社長は国の整備計画のもと地形地質条件などを踏まえてルートを絞り込んできたと説明ルートを見直すことになった場合すべてが振り出しに戻ると強調しましたでこののリニアの建設 めぐっては川勝さんがですねトンネル掘削によるこの大井川の流量減少懸念これを理由に静岡航空の着手を認めていません予定している東京品川と名古屋の令和9年開業延期が避けられない状態となっています川勝氏は再選後に地元の理解が得られなければ JR 東海にルート変更や事業中止を申し入れたいこういうふうに発言していました このリニアのルート変更問題とこれじゃあどうするんだってことですね。これはね、えー、あの僕ら公共事業の問題で、それこそ、はい、ヤンバダムだとか、はい、高速道路とか、えー、瀬田川の荒井堰の問題とかね、えー、いろんな問題僕ら経験してるんですよ。はい、でね、僕は何が残念かっていうとね、もちろんこの問題ね、一つ字は似かない問題なんですよ。はい、地元の方のご同意。えーえー それとそのインフラを作ることによる国家、公共に対する大きな公益、はい、でも地元の方の権利この問題を、ね、僕たちはもう戦後70年の間、ね、ものすごく対峙してきたんですよ、はい、でそんな僕らからするとねありえない、はあ、なんて発言をする、ね、<え> JR 東海のずぶの素人がこいつ。はあそうですか くそ素人がお前って思うわかりますくそりましたかねこれ何十ち僕らこの問題はね散々やってるんですよだからねこのありえないとかこんな報道が出る事態多分切り取りですけどこんな国土交通大臣が言ったらどうなります大変なことなす。この一言でボタン完全に掛け違ってはい作りませんってなりますはい そういう問題わけじゃは何十件何百件何千件とね経験してきてデリケートですもんねデリケートな問題なんですよだからね僕はねまず川崎初平太さんかご地元のご意見に関していろんな僕思いもありますけど JR 東海の宇野副社長のこの切り取られ言葉を言うようなこの脇の甘さというかお前のせいでリニアできへんやんけお前って逆に思いますね。 うん、言葉もやっぱりねもう、僕はまずこのニュースを見た時に、はい、素人があんま何してくれてんねんお前、まあこれまでのね、数々、うん、の経験からしてみて、JR、ね、東海ってね、はい、もうガキなんですよ、えらそうに、たかだかそんな、もう、えー、こっちはもう国家背負って仕事しとるんだけど、お前うん、国家背負きないからこんなこと言うとんねん、ーーお前と。えー というふうに、僕らの仲間、はい、持皆も出ますよ。そうなんですね。いはい、さあ、それではですね。ここからは、このテーマで話を聞きます。自粛が感染抑制に効果がなかったことが明らかに、大阪府は昨日、東京オリンピック・パラリンピックの競技を中継する。パブリックビューイングなど開催しないよう、府内四十三の市町村に要請しました。 大勢の人が集まり新型コロナウイルスの感染拡大につながる恐れがあると判断したものです東京都小池知事も都内で予定していたパブリックビューイングについて都が主催する全6つの会場で開催中止することを明らかにしています、まあ、こうした中自粛が感染拡大の抑制に寄与しているという説、まあ、これなんですか改めて藤井さんこれどうご覧になってますか、うん、これね僕はこの 研究をずっと去年1年間ずっとやってきたんですけど、はい、まあ第4波もまあ収束しかかっているところがあるということを含めて、はい、1> 第1波から第4波の感染拡大の時系列のデータってあるじゃないですか、はい、新規感染者数の波が1波、2>, はい、1> 2波、3波、4波この時系列のデータとそれからあの人々がどれだけ行動を自粛したかっていうデータが、はい、Google さんが取ってるデータなんですよ。はい この2つの時系列データの間にどういう統計学的関係があるのかということを検証する研究をやったんですよ。お、はい、とついにあの僕が主催で日本モビリティマネジメント会議という学会主催であの研究会セミナーを行って何人かの方が発表されたんですけどそこで僕自分自身で発表したんですけどでこれね、あのー、検証すると まあ、残念ながらというか、はい、残念でないのか,なんか分からないですけど、ええ、自粛というものが、えー、いろんな時系列分析のやり方って手順ってあるんですけど、虚心段階分析すると、関係はね、0.01ぐらいしかないんですよ。は<ー>変な言い方ですけど、ええ、関係あるって1だとして、関係ないが0なんですけど、もう99%関係ないあら、まで、自粛とは無関係な要因で、感染の拡大と収束が決まっていると。ええはい いやこれちょっと直感に反するんだと思うんですけどでも実践データはそうなんですよ。ええ、でね、ええ、この話をね僕はもう実はもう去年からずっと分かっててなん、ええ、でかって言ったらねただ単にその渋谷の駅何人歩いてるかどうかじゃなくてどんちゃん騒ぎどんだけやったかとか、ええ、マスクどれだけしてるかとか、ええ、うがいとかどんだけしてるかとか、まあ、そういうことでの方が支配的でね、ええ、だから僕はその活動をある程度やりながらあの一人一人が自制をして。ええ あのうつらない行動をちゃんとやっといたら感染の接触機会を8割縮小させるんじゃなくて感染する機会を8割縮小させましょうと減少させましょうということを僕は1年前からずっと京都大学の医学部の方々とねずっと主張してでもう行動自粛するのはもう意味ないからあの目鼻口触らないとかそういう行動の自粛しましょうとずっと僕はこう言ってきてたんですねで、はい。 で、実際、そうだから、あの、だとしたら、だとしたら、あの、何人動いてるとか、何人自粛したかっていうのは、関係ないはずだというのは、はい、僕はもう去年の1年前から、ほぼ確信してて、ええ、でも、それでも効果あんのかなと思ったんですけど、ええ、やっぱりね、1年半分のデータ使ったら、全然効果ないですよ。はい、はーはー1波、1班2波、3波、4波って個別にも分析しましたけど、はい 全然効かないですよ。えー、効果ないんですよ。はい、で、効果があるように見えるやつっていうのは単なる見かけの相関っていうね、はい、この時系列分析をやるときには、対シリーズアナリシスをやるときには、もう、 見かけの相関だらけになるんですよ、例えばなんか人口どんどん増えてきますやん、借金どんどん増えてきますやん、それの説明変数に西暦の年数入れたらめっちゃ有意になるんですよ、それはそうでしょ、年々増えてくるから、そうですね、年々ですもんね。でも、西暦の数字を、それじゃあ今、2011年っていうの、先択しで3011年したら、2分の3倍になるのかってならないでしょ、そういうことだらけなんですよ、見かけの相関ですけどね、自粛をすると減ってるように見えると、なんとなくみんな思ってるのは、 完全な見かけの相関であるということが、統計学的にに明らかになったそうなんですねでそういう話をね、えー、まあ学会の話をして、はいで、たまたまその時ね、広島大学の田中淳子先生という感染症学の西浦っていうのが、教大におるじゃないですか、はい、まあ,あれの <laughs>、えー、まあ同業者ですよ、はあ、ま一緒に研究されたりとか、えー、あの一緒に学会でこう意見交換とかしてるのよとかっておっしゃってた、すてきな女性が。はい 西浦ですけど、まあ、田中先生 <laughs> すごい素敵なも今の声の勢いで大体分かりますけどね <laughs> まあまあそういうのがおられて、ね <laughs> はい、で彼女がプレゼンをしてで僕でその時僕質問したんですよ今言ったこと、ええ、いや効果ないんですけど、はい、どう思われますかと<法>そしたら「私も全く同意します」あら同意 もう私は人流とか流入人口とかであの感染症の拡大縮小を説明できるなんて全く思ってませんと。それよりも目鼻なくな、なんていうかマスクしてるだとか3密のところにどんだけいたかので決まってくるだけで私が作ってるシミュレーションモデルもそうなってると。それをちゃんとやってる前提だったらだから 行動が全く一緒だったら、まあ、自粛っていうのは効果はあるかもしれないけれども、えー、それに関して全然何も考えずにただ単に渋谷の駅前の人通りが3割減りました4割、えー、減りましたって言っても全然意味ないと思いますとおっしゃっていたんですもそう思いまって私す メディアの人にそうやってほしいですよね、全くそうですね、この話は僕のフェイスブックとか、ツイッターを見たら、書いてますから、リンクを貼ってますので、学会のユーチューブがそのまま見られますから、モビリティマネジメント会議っていうやつですけど、あるいはコロナ、藤井聡で1週間以内で検索してもらったら出てきますから、その学会の様子、僕のツイッターでもフェイスブックでもいいですけど、ちゃんとそれ、議論残ってますから。 でねやっぱり僕いつもツイッターとかでも言うじゃないですか140字ぐらいでそ、はいええ、したらまあうわーなんか言われるわけですよでもねう、ええ、今回びっくりしたんですけど、ええあのー、この話をね、ええ、学会でも20分ぐらいしっかり喋って田中淳子先生ともお話をして、ええ、誰も何も突っ込まないんですよ。はいいとはい、はい ええ、140時やったら突っ込めるけど、こっちがちゃんとデータ示して、あ突っ込まれへんの、まだまで突っ込んでる人たち。こういうの調和したらまだ来るんですけどね。<laughs> <laughs> そういうことするからダメなんですけど、ねええ。突っ込んできてくださいよ、ええ。統計的に単位婚検って、ええ、見てください。はい、単位婚券って P0.8 になってるでしょと。ええ もう言っても意味がわからないでしょう、えー。今わかんないですね。わからへんの、ね、やったら、勉強しやがらじい。<ー>突っ込んできてくださいよ。と、はい、相関係数マイナス零点零一になってるんですけど、これ。えー、なんで自粛に効果があるってゅうんやったら、これどうしたらいいのか言ってみたてわないよ。と えー、もう、まだ逃げないんですよ、どうせ。だから、ツイッターだから言えてくるだけで、えー、学会でも、誰も突っ込めない。<ー>だって、事実だから。<ー>その学会のレベルで言って、西村さんと僕がガチで言ったら、負ける要素ゼロですね。えーはい、あ、そうですか。ゼロですね。えー、まあ、あの、西村さんがテレビで言ってる内容ですよ。はい、彼だって、学会に行けば、もうちょっと真面目なこと言ってるのかもしれない。えー、真面目なこと言ってますから、えーうん。いや、だって、わざと煽ろうとされてるんです、えーはい。そうですか、うんえー。はい、時刻8時36分です。 時時刻8時38分です今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授、藤井聡さんです。 時事通信からです東京都小池知事が過労で入院したことが明らかとなって一夜明けた昨日都,え都庁内外に動揺が広がったというものですね新型コロナウイルス対策に奔走し私は仕事づけと語っていた小池知事明日の都議選の告示1ヶ月後には東京オリンピックの開幕控える中あるじ不在各方面に影響を与えそうだとただ都議選直前の入院巡っては勘ぐられても仕方ないタイミング こういういい指摘も自民党幹部から出ています特別顧問を務める地域政党都民ファーストの会に前回選挙の勢いがない中小池知事、西洋理由に応援入りせずに済んだとの見立て。 えー、都民ファーストの候補には小池都知事の応援は期待できないというムードが広がっていると、まあ、結果的にタイミングはそうなりましたけどねこういう指摘もあるんですね, <laughs> すごいですね僕ちょっと、ね、っはあ<ぁ>と思いましたけど勘、まあ、ぐられても仕方がないと、はい、要するに今都民ファースト負けそうだから、はい、応援してるのに負けちゃったら<ぁ>なんか嫌だしちょっと入院しとこか。 と思われてもしょうがないっていう報道ですね。です前回もそうだったみたいな優位のない中っていうようなこと言われてます。すごいこと言われてますね。もうあの休憩所として入院場所を使ってるんじゃないかという報道。てるってことね。言われてるという報道です。本人は苦しんでるかもしれないんですけども。びっくりしたので豊洲の女さん頑張りますね。はい。時刻8時40分です。化粧だけでは隠せない。 文化放送おはようてらちゃん時刻8時50分です今朝のコメンテーターは京都大学大学院教授藤井聡さんです ビジネス最前線今朝はですね、都市に土砂災害のリスクが潜んでいるという話です日経新聞が全国の建物と災害関連データ調べたところ市街地にある住宅92万戸が土砂災害を警戒すべき区域に立っていることが分かりました新たな宅地開発に歯止めをかける手立ては乏しくて今後も増加する可能性があるとしています住民への周知を徹底して避難体制を整えるとともに。 に長期的な視点で土地利用の在り方見直していくことが求められています。 で人口三百七十万人を超す横浜市です。港町のイメージ強いんですが、戦後に内陸部の開発が進んで、起伏の多い丘陵地に市街広がっています。で今年五月の時点で、神奈川県土砂災害警戒区域一万九千二百七十箇所ありまして、このうち横浜市は四千四百六十九箇所。二十三パーセントを占めてるんですね。二千十四年の台風の時、県庁、市役所、中華街。 などのある中区で土砂崩れが起きまして、寺の建物が倒壊して犠牲者も出ています。え都市にも土砂災害のリスクが潜んでいるという、うん、こういうことなんですね。そうなんですよ。はい、この問題ね、本当深刻な問題でね。はい、あのまあ、いろんな解決の方法はあるんですけど、ええ、ちょっとこの報道で十分書かれてないのがすごく残念。はい なんでこれ、どこの新聞ですか、これ、書いてあったのは、ちょっと分かんないですけど、これ、佐賀ダムの話、佐賀ダムの話、書いてないんですよね、これ、か要するに動かせと、危ないところ進んでるやつ、動かしたらええやないかと、危ないところ宅地開発するなと、それはね、この問題を解消するでのもう一つの重要な方法なんですよ、一つの重要な方法であることは間違いないんだけど、もう一つはね、 まあそうは言っても人住んでしもてるから彼らを守るために砂防ダムをしっかり作りましょうという議論もあるんですよ。はい、別にこれは僕はね<い>砂防ダムを作りたいから言ってるんじゃなくてで、はい、に住んでしまっている状況を考えればね「ほんまやったお前そこ住むなよお前」と思ってたとしても。はい 人人はじゃないでだからそしたらねその状況を飲み込んだ上で彼らを守るためにどうしたらいいかというと砂防ダムを作ったらいいんですよ。でね砂防ダムって言ってもはと思うと思うんですよ。山歩いててもんか急にコンクリンのダムみたいなのがあってね山の中になんじゃこりゃ無駄なもん作りやがってと思う人多いと思うんですけどむちゃくちゃ大事なんですよ。なんでかっていうとね土砂災害のメカニズムっていうのは山にはね地理を分かってる人は分かってると思うんですけど 谷筋尾根筋ってあるのわかります？わかります？ええ、谷の筋があるわけです、はあ。筋があるんですね。こう山って谷筋があるんですよ。はい、小川が流れてるところのイメージです。はい。でその谷筋のところで土砂災害が必ずと言っていいほど起こるんですよ。ええ、その谷筋にあのコンクリートのダムを作っておくと土砂災害があったらそこでバッと止めることができるんですよ。はあはあ それさえ止めておけば、下に乗り越えていかないので、下の土地が有効利用できるんですよ。だから土地がない、広島なんてどん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 山に行きました、神戸も。そこを人が住んできたんだから、じゃ谷筋に行った砂ダムを作っていきましょうということで、明治時代に土砂災害、超大雨が降った時に、600人ぐらいの方だったかな、神戸でも、なんか何百人か亡くなったんですよ。それは大変だということで、政府はそこからね、600 そこから600基ぐらい作ったんですかね、とにかくいっぱい砂防ダム作って、その明治時代の時とよりも雨が降ったのが西日本豪雨、3年前だったんですかね、あったじゃないですか、死者はゼロだったんですよ、確かにゼロっほとんどいなかった、だからね、砂防ダムを作っておくと安全になるというのもあるんですよ、だからそこに住まないように規制するという話と、砂防ダムを作るという、この2つをしっかりと組み合わせた上で、国民を守っていく。 という取り組みが必要なんです,んで,す、ね、でも日経新聞それ書いてないでしょそうですね今手元のそのところにはないですからね財務省のマ、えーションのいや,いやいつそうじゃないかもしれないんですけど財務省の赤旗いやいや黒旗ちゃう赤旗赤旗赤旗,赤旗やと白旗赤なんか、えー、そういうことですか <laughs> はい。<laughs> えー、以上ビジネス最前線でした 「おはよう寺ちゃん」 時刻8時57分です今朝のコメンテーター京都大学大学院教授藤井聡さんです毎日新聞からです河野行革担当大臣新型コロナウイルスワクチンの企業などでの職域接種と自治体が運営する大規模接種について新規の申請受付一時停止すると発表しました職域接種は明日の夕方5時で一旦締め切って自治体の大規模接種の受付は即時停止再開時期はまだ決まっていません モデルナ社製のワクチン使ってますが申請件数が増えてですね政府が見込むワクチンの供給可能量の上限近くに達したことまあこういったものなのが要因ということですねモデルナのこのワクチンってのは9月の末までに5000万回分が輸入される予定なんですが職域のこの申請が3300万回えー、そして大規模接種の方が1200万回分超えたとしてかなり上限に近くなっているとあと1日の配送可能量も 上限に達しているとえですから一度申請を休止させていただきたいとこういうふうにいい表明をしたということなんですが。えー この河野行革担当大臣です、一時この停止ですけどね、申請を。まあまあまあ、しょうがないでしょうね、これ、今、ワクチンね、いろいろと皆さん考えて打てばいいと、打ったり打たなかったりしないと、一個ね、面白いデータがあったので、先ほどちょっと紹介した学会があったじゃないですか、そこの学会で、僕たちの研究グループが調査研究、お医者さんを対象に、500人ぐらいの方、お医者さん対象にやったやつがあるんですけどね。 あのワクチン打とうと思いますかというと91.3%のお医者さんが打つとでもね、ええ、もしあなたが医者じゃなかったら打ちますかって聞いたらね、ええ、80%に減るんですよ。はい 医者じゃなかったら打つ義務ないじゃないですかリスク知ってるじゃないですか怖いから打たへんよ、えー、読んだ人が10パーいると、えー、10人に1人のお医者さんは、えー、医者やからしょうがないから打つけどもほ<ー>んまうちじゃないなと1人のうち一人は思ってるっていうリスクもあるよっていうね。<laughs> えー また迷うな。<laughs> やっ <laughs> データですから。ええー、ちょっと学会で発表しますからね。えーえー、そ,うそうですね。そうです。そうで、うん、紹介紹介者だけで皆さん勝手に判断して、えーえー。そうそうです。もちろんです。情報は大事ですか。おさんがそう言ってんだから。今朝のコメンテーター京都大学大学院教授藤井聡さんでした。藤井さんありがとうございました。したこの後は国丸ジャパンキマミをお送りします。おはよう寺ちゃんまた明日。今日もいい一日になりますように。 六時になりました。ブンカホおはようテラちゃん。六月二十四日木曜日六時になりました。おはようございます。寺島直馬です。 浜松町雲も多めですが、青空も所々覗いています。二十点五度、北寄りの風が一点六メートル。ラジオ機があなたの周り、いかがでしょうか？今日の関東空模様の急変に注意してください。午前中中心に日が差しますが、大気の状態不安定。昼頃から所々、雨や雷雨となるでしょう。長く降り続く雨ではないんですが、一時的にこうザーッとこう雨足がです、ね、強まりそうです。落雷、突風、急に。 強まる雨にご注意ください予想最高気温昨日より少し高め27度前後です湿度は高いですから蒸し暑くなりそうです東京地方今日は曇り降水確率午前20%午後30%明日は曇りそして現在雷注意報が伊豆諸島を除いた関東各地域濃霧注意報が埼玉県秩父地方と群馬県に出ています今朝のコメンテーター ストラテジスト、島津博ろさんです。島津さん、おはようございます。おはようございます。お願いいたします。島津さんは暑がりですか、それとも寒がりですか。暑がりですね。暑がりですか。大きい体をしているので、いや、筋肉質でね。ええ、そんなことない。力持ちって感じが。そんなことない。そんなことないですか。ええ、ええ、私昨日夜寝てたら、寝汗かきましたね。あ、本当ですか。ええ、うちは結構高い方に、マンションが高いところに住んでるので。暑い日も結構風が抜けてくれるっていうのが。 <え>あるので昨日は結構風が吹いてるなっていう感じでした。あ、ってことは少し窓を開けてる。あ、全開にしてます。あ,あ、そですか。全開ですか。す夏じゃないですかじゃそうですね。えー、閉めてたら私も汗汗出くですね。そういうことですね。はいはい、ですね。あ、そうだ。じゃ私も少し窓を開けて寝ればいいんですね。うんはい、はい。まだそのエアコンつけて寝るっていうほどでもないんですよ。そうですね。ねだけれども寝汗ってのはなんかこの安眠をさ妨げる かります、えー、私とかこう汗でも食べてた気持ち悪くて首あたりとか、ねはい、この後頭部の,この後ろの首とか、ねね、そこら辺が嫌なんですよね,すよねこの枕カバーにピタッとくっついちゃった嫌、ね、だなぁなんて思って <laughs> それは起きてる証拠なんですよね <laughs> まあそうですね、えー、まあぼわんとしながらなんですけどもさて東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会販売済みのチケットの一部について再抽選実施すると発表しました。対象は会場の管理 客数の上限が収容定員の50%以内で1万人となったことに伴って基準を超える97セッションです、えー、結果はですね7月6日に公式販売サイトで通知します対象は閉会式や開会式閉会式あとサッカー野球ソフトボール陸上こういったものなどで抽選に外れた人には大会終了後に代金を払い戻しします また低価で転売できる公式リセールは観客上限の決定が6月下旬にずれ込んだため実施は断念しますえ代わりに7月6日から15日,げ、えー、15日の午前までですね希望者への払い戻しを受け付けますえこの観客数の上限に達しているのは全体の1割強で8割以上が上限に達していません 半数が定員の40%以下で30%以下の競技もあります販売済みのチケットの一部について再抽選を実施するということなんですけれどもこれは島田さんいかがでしょう まあしょうがないですよね。えーはい、ただあの報道によると日経新聞なんかの報道によると、はい、あのこれによって当初見込まれていた900億円のチケット収入が半分ぐらいに減るということですので、はいえー、まあやっぱ金銭面でのまあ打撃のは少なく少なくないんだろうなと思いますね。はいえー、まあだけれどもそのねもうもう少しこの影響を受けるのかなと思ったら8割以上は上限に達してないってことなんですね。そうですね。私も女子レスリングやっ,、はい、ってるんですけども。えー あのまあなかったのでそのままですよねそのままですよねだか,ら、まあ、だから元々の観客数がそうでもないってことですよね、まあ、あと外国人がやはりやっぱりいないのではい、はい、そういう結果になっているのかな,なるほど外国からのお客さん用のものが大きいですもんですからね,そね、えー、はいまた観客向けのガイドラインこちらも公表されました飲酒の禁止直行直帰など過去大会と比べて過去の大会と比べて観客に多くのルール遵守を求め守 来らなければ退場などの厳しい措置も取ると大会組織委員会の橋本会長は祝祭館ですねお祝いとかお祭り祝祭館のある会場にはならないあふれる会場にはならないと話しています酒類は会場内でこちらは販売はしないで持ち込みによる飲酒も禁止していますあと周囲とのハイタッチ肩を組んでの応援も禁止となります コープレーには声援でなく拍手を促すすとしています遵守しない観客は入場拒否や退場措置を取ることもあるということなんですが、まあ、この観客向けのガイドラインこれはいかがですか まあそうなるんだろうなということは想像していましたし想像してた通りなんですけども実際、結構いいプレー見ると声って漏れてしまいますよね、だからそれなかなかコントロールが難しいなと思うのと直行直帰、遠足みたいなんですけど直行直行もちろんあの来る前、帰る前ってそういうことなんだと思うんですがどうやってこれチェックするのかなっていうのはちょっと。 退場、えーうん、って言われても、この直行直帰の部分はね、チェックしにくいなと。なチェックはこれはできませんよね。現実問題として難しいだろうなと思って、えー。特に直帰はわからない。え、ね、だって会場まではチェックできますけども、はい、出たら何するかっていうのはね。そうです、ねえー、これはわかりませんから、まあ、ですから、この守ってくださいという。うまあ、このお願いってことなんですよね。ね結果的には。うん、そうですよね。えー、まあ、のー、相撲なんかを見てると、置けないですけどね。はい、えー、そうすると、やはり、この声援は。 やめてくださいと「で拍手で」っていうと、まあ、大体の方が守ってますけども私がまあ何度か行った時に一度だけやはりこの熱戦になる前ですよね優勝かかったなんていう時には。はい 一人だけいましたね<ー>力士の名前を読んで<ー>でもみんなじろっと見たっていうねただ俺オリンピックの場合は、まあ、相撲とはまた相撲手と何かちょっとこう厳粛な感じがありますけども、はいえー、違いますもんね。でもやっぱり本当に 無意識にため息とか声援とかが出てしまう人はいっちゃうんじゃないかなと思ってそのコントロールはなかなかあの守らなきゃいけないと思うし拍手でっていうのはもう本当わかるんですが、はい、なかなかそれは難しいなと思いますね、はい、プロ野球もしくは J リーグあの辺りはどうだったんですかねでも静かにやってるんですねそう,でしょうねとあとは拍手ですよね,すよね、えー、自分の気持ちを拍手で表す、ね、はいねそうですよね、えー はい、まあこれどのくらい守られるのかというのは一つね、気になるところではありますね。はい。文化放送。おはようテラちゃん。ゃん時刻六時十二分です。今朝のコメンテーターはストラテジスト島津弘樹さんです。ニュースピックアップこちら。 日経新聞、円1年3ヶ月ぶり安値、昨日の外国為替市場、円相場、一時、1ドル111円台前半と、2020年3月下旬以来、およそ1年3ヶ月ぶりの円安ドル高水準をつけました、現在は1ドル110円、今変わって96銭ですね。 アメリカのパウエル連邦準備理事会議長の議会証言を受けてアメリカの早期利上げ観測が後退し運用リスクを取る姿勢を強めた投資家が円売りドル買いに動いたとしています。このお、ま、動きでですけれども島さんいかかがでしょうか まああのー、直近で言うと、はい、そのまさにそのパウエルさんが率いるアメリカの中央銀行である、はいまあ、FRB が、はいまあ、マーケットが想,想定している早いタイミングで利上げを、はいまあ、まさに早期の利上げ観測が強まったということもあって、はい、まあドル高になったんですが、はい、その後は今度、あの金融市場が、株式市場なんかが大きく。まあ 下落したと、はい、で下落したので株式市場下落するとこの逆にこうかあのリスク資産を避けたいという人たちが出てきて、まあ、円が買われたっていう動きが出たんですが、はい、まあその動きがこう、まあ、弱まったということでここ最近実は結構その上下に結構激しく動いているので、はい、なんかこうトレンドがあって何かあるっていうよりはマーケットがこの。 FRB がアメリカの中央銀行の利上げをどういうふうなタイミングでどうやっていくかを織り込みながらってみんな参加者がどういう、はい その道筋で今後進んでいくのかを考えていく中で、ご、ええ、日々の数字が動いてるっていう感じがして、はあ、なんかトレンドが出たってよりは、ええ、むしろまだマーケットの参加者も迷ってるっていう感じの印象ですね。それはもういくつも考え方があるってことなんですね。いくつも考え方があります。そうなんですね。え、十六日のアメリカ連邦公開市場委員会で利上げ時期の見通しが二十四年以降から二千二十三年に前倒しされた後、市場全体にリスクを回避するですねムードが強まって、えー、安 全通通貨とさされれれる円が買われたたこれは今島津さんおっっしゃった通りですよね、うんはい、で先行きについてなんですけれども三菱 UFJ 銀行の内田チーフアナリストはアメリカで着実に新型コロナウイルス化からの経済回復が進み、うん、ドル高の先高感は続くだろう、うん、まあこういうふうに指摘していますがこのあたり島津さんはどううう考えででしょうそうですね、はい、たまたま昨日そのこの業界の人たちとの会合があって、はい、あのネットでの会合があっていろいろ話したんですけども、はい、まあドル高がこう続うて 続くっていう感じはみんななんとなく思ってるんですがどれくらいのペースでどこまでドルが上がるかっていうのは相当みんな意見が分かれていてもっと言うと、ええ 円とドルの関係は最近110円を挟んでこう膠着状態なんですよね、はい、だから他の通貨との関係でドルがどこまで高まっていくかっていう方がなんか今や興味があってなんか円との関係はマーケット参加者の興味が若干薄れてるねっていうことで昨日は話題になってで個人の投資家さんも最近はあんまりドルでドルと円でよりもあの円とポンドとかユーロとドルの間とかをやってるんですって話をあのそういうところに勤めてる方からお話しあって まあドル円注目されるんですけど、はい、その割に意外と<い>あの皆さんのプレイしてる人たちが減ってるなっていう話を ましましたよねちなみにあのユーロとはです、ねえー、1ユーロ132円33銭ぐらいですね、えー、ポンドと円っていうのを見ると、154.94というふうに出てます、ねはい、そうですね、えー、ポンドと円は結構動きが激しいので、<ー>個人で為替をやる方は、えー、あの楽しめるというか、えー、まあ利益も大きくで安いし、まあ、損も同じぐらいするんですけども、えー、そういうことでなんか注目を集めているようですね。 うえー、まああのね、そういう意味では、経済をこう自分でこう予想していくっていうの中で、為替をですね <laughs>、はいえー、という中では勉強にはなるんでしょうね。まあ勉強にはなりますけどね、それなりに勉強代はかかるリスクがあると思いますすそ,そ,そうなんですね、はい、ただね、今、素朴な疑問であの島津さんにお話聞いてて、もうそのアナリストの方々で、はい まあ一定のこの数値を見るわけじゃないですか、はい、それでも判断は変わっていくってことなんですね判断は変わりますね、えーはい、あのどういうふうな見通しを立てていくかはだいぶか、はい、大きく、えー 変わりますそれは自分の経験からそう読んでいくってことなんですかそうですねまあい,いろいろあると思うんですけど、はい、自分の経験はやっぱり重要だと私は思ってますあの<い>ひ,ひどい目に遭った人生経験の方はネガティブな見通しを作りがちだし、はい、あのいい経験をしてきた方は<い>寝あかな方は明るい見通しを作りがちだっていうのは私がこの業界にいて思うことです、ねはい、そうなんですね、はい、その傾向今ラジオのの方もだからねその予想してる方がどういうこれまでをを送っっててきたかっていうのを考えるとまた それ興味を持てますもんねそうですね千葉さんはどんな感じなんですか私は、はい、あの明るい見通しを作りがちなんですよねはあ、はあ、明るい見通しを作りがちなので、ええ、当たると褒められない外れるとコテンパンにやられる、ええっていうリスクが、ええ、つきまといます続いてはこちら毎日新聞職域接種申請一時停止へ の行政改革担当大臣、きのう新型コロナウイルスワクチンの企業などでの職域接種と自治体が運営する大規模接種について新規の申請・受付一時停止すると発表しました。 職域接種、明日の夕方5時で一旦一時停止して受付をですね申し込みをで、自治体の大規模接種の受付は即時停止、再開時期はまだ分かっていません、いずれもモデルナ社製のワクチンを使っていますが、申請件数が増えて、政府が見込むワクチンの供給可能量の上限近くに達したことなどが要因だとしています。た、ま、た、あ、ただここれはは島田さんねこの考え方によって一一人でもこの打ちたいな日でもも打打ちちいいなな日早く っていうという人の表れが、まあ、申し込みを増やしているわけですから日本にとっては。 決しししして悪いいいい話じゃないと思い,ますいい話話でででなととだ思まますすす嬉嬉悲悲鳴鳴おっしゃる通りです、ね、河野大臣、会見でモデルナ製のワクチンは9月末までに5000万回分が輸入される予定なのに対し職域接種の申請がすでに3300万回分え大規模接種は1200万回分を超えたとしかなり上限に近くなっている一日の配送可能量も上限に達しているえと説明して一度申請を

時刻6時31分になるところです今朝のコメンテーターはストラテジスト島津博さんです日本経済新聞から コロナの予算三十兆円停滞というのがあります。新型コロナウイルスのこのを受けてですね、二千二十年春から積み増してきた国の予算七十三兆円のうち、およそ三十兆円を使い残していることが分かりました。家計や企業への支払いを確認できたのはおよそ三十五兆円と GDP 名目国内総生産の七パーセント程度にとどまっています。GDP の十三をし 輸出したアメリカと比べ、財政出動の効果が限られる展開です。危機この危機脱出客へのですね。財政ニーズが強い時にもかかわらず、予算枠の4割を使い残しているというのはまあ、この異例の事態です。島さん、この日本のコロナ対応の機能不全ぶり。 とといううこなんでしょねそうですね。まあ、人手がどうしても足りないということもあるでしょうし、はい。あの、コロナで在宅を求められたりとか、まあ、あの、館長含めて働き方改革なんかやっていてっていうことですね、もありますし、まあ、IT 化の遅れはもう、従来から言われている通りですので、こういう危機的なことが起こったときに、まあ、対応できないですし、まあ、あとは、やっぱりデフレ化で、デフレ化でですね、デフレが続いたんで、緊縮が染みついてるっていうのも多分あって、なかなかそういう、まあ、いきなり予算もらって、 でも使い切れませんよと、ええ、あのお小遣い二万円だったのに百万円いきなりもらって、何に使おうかみたいな。ええ、そういう感じだとは思いますけどね。それもらうっていうのは、その、まあ。 行政ですよね。まあ、行政側が、まあ、それだけ出されても、人手はもともと、そういう規模でやるように多分設定されてないはずなので、実際に現場のところに行ったときになかなか、あの、まあ、行かないと。だから、よく言われる休業支援、その同じ日経新聞に、各予算がどれくらい使われてるかっていうの数字で出てるんですけど、例えば休業支援だと18、18%しか使われてないですし、 それからあ<ー>まあ公共事業がやっぱり19%でやっぱり低いわけですよね。はい、だから公共事業なんかはデフレ化で建設業界でずっと縮小し,してきたところに、はい、まあオリンピックがあって、はい、でまああのー、インバウンドでのいろんな建築ブームがあって。はいえー でまあ、それが少し落ち着いてるんだけれども、はい、やっぱりこれだけいきなり打たれても、ええ、やっぱりコロナ禍でなかなか難しいということだと思いますね。と、はいうことはだからその予算っていうからお金は政府はあるんだけどもそれを人手不足だなんだで、えー、と渡しきれててないってことですかまあ使い切れてない使いい切れてなってことですよね。ええ、<で>これでも今ラジオ着の方の例えばです飲食店だとかねお店も大変だよとかもう潰れちゃったよっていう人なんか何でもっと早くやってくれないのみたいなね、うん、なんでこっちを助けてくれないのって 気そうですよね。だから先ほどの休業支援がというところで あのすべて集約されてると思うんですけど、はい、やっぱり実際に手元に届いてない必要な人のところにですね。はい、それは非常にま問題のあることだと思いますけどね。だからねそれさえあればまだやできてたのにって人だって多いはずですよね。うん、そうだと思いますよ少なくないと思いますそれは。えー、はい、はい、だから。ええー、まあこれはちょっと行き通りの三十兆円だなって感じがしますけれども、うん、あの使い残しが多いのはおよそ二十一兆円の追加歳出を盛り込んだ二千二十年 年度三,次予算三次補正がです、ね、21年1月に成立したことに加えコロナ禍の長期化が原因翌年度への予算の繰り越しが30兆円程度出るえ20年度は極めて異例っていうふうに出てるんですけどもこれ 希望も問題ですし、あとは21年1月なので、まあ、直近なのでと、はい、いうことはもちろんあるんだと思うんですが、はい、やっぱり全体の司令塔が不在で、そのどういう予算をどういうふうに組み替えていって、 でそれをどういうふうに執行するかっていうのが、まあ、うまくできてないっていうのがやっぱり政府内でもやっぱ問題、まあ、それはデフレが長かったってこともありますしいろんな人のリーダーシップがないっていうこともありますし、はい、いろんなニーズが強まってるので細かく対応できないっていうこともあるんですけども、はい、いずれにしてもその政府機能がやっぱり。 この時代の変化とかこういう危機的な状況に対応できてないっていうことは示されますよね。はい、ねまあ、例えばデジタル化とかね、うん、そういったものも含めてすぐにお金が口座に振り込まれるとかそういうシステムがまたらればになりますけども、はい、あったんだなら例えば救えるところもあるしあったんでしょうね。そうなんですよね,ね。はいまた後ほどお話を伺います。 時刻6時41分です。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントのチーフストラテジスト、島津博さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定が両性の平等などを保障した憲法に違反するかが争われた家事審判の特別広告審。最高裁は合憲との判断を示す決定をしました。 最高裁が現状の同性規定を合憲としたのは2015年12月の判決に続いて2度目です決定は15年判決を踏襲し社会情勢の変化を考慮しても判断を変更する理由はないと判断しました裁判官15人のうち11人多数意見ですねこれがで4人は意見とするこの反対意見あと意見,、えー、意見を述べたということです 今回、東京都内の男女3組が別姓での婚姻届の受理を求め2018年に申し立てました申し立て人側は15年,の15年の判決後選択的夫婦別姓の導入を求める地方議会の議決が相次いだことや世論調査で導入を容認する人が過去最多となったことなどから 判決の合理性は失われており夫婦別姓を導入しないのは違憲だと主張していました、まあ、今回のこの最高裁の判断ですけれども島津さんはこれどうご覧になりますか。 これ、あの、まあ、特に日本の場合は男性ですし、私たち男性なので、なかなか難しいところはあるんです、あの、わからないところが多いんですけど、はい、友人の女性とかに聞くと、<い>その男女平等とかっていうよりも、そもそもやっぱり結婚とか離婚するときに、はい、なんで自分だけが役所手続きすべてやらなきゃいけないのか。はい、免許証の果てから、パスポートもそうだし、そういうのも全部やるのは自分の方だっていうことが、やっぱりすごく嫌だ。だからその だからそういう手続きのところを緩和してくれるんであれば<い>っていうことはよよく、はい、何人か私は聞きましたね。だから<い> やっぱりそういう部分で負担をかけてるんであればそこをやっぱり改善した方が私はいいなと、はい、その制度そのものっていうよりは、ええ、そういう、まあ、選択的夫婦別姓の導入がまあ求められてる中で、はい、それを選んだ時にでも結果としていろんな手続きが女性側だけに偏ってしまうっていうのは、はい、やっぱりちょっとこれは私も問題だなと思ってるので、ええ、そこで。 の部分がまあ根本かなと思ってますけどね。あ,えーまあこれさまざまな意見があるかと思うんですけど、うん、例えば、えー、じゃあこの別姓にした時に子供の名前はどうすればいいかとかね、はい、えそのどちらを名を乗るんだとか、うん、まあいろいろこれはありますからね。ねうん、はい。さあそれではですね、ここからはニュース最前線。えー、今朝はこのテーマです。最低賃金の議論がスタート。急激な引き上げは悪影響を及ぼすのか。 厚労省はおとといの中央最低賃金審議会でえ今年度の最低賃金の引き上げに向けた議論を始めました。労使の代表者と有識者らで協議し、7月中にも都道府県別に引き上げ額の目安を示します。新型コロナウイルス感染拡大前の引き上げペースに戻るかが焦点となります。三原潤子厚労副大臣は審議会の冒頭で 経済の好循環の継続拡大に向けて最低賃金の引き上げは非常に重要より早期の全国平均1000円実現の第一歩となるよう審議をお願いしたいこういうふうに述べました。 最低賃金、企業が労働者に支払わなければならないこの時,時,時給の下限、ね、額、下の額、これを指します。で現在の全国平均は902円、最も高い東京は1013円、最も低い秋田、高知、沖縄など7県が792円となっています。 目安が示された後に都道府県ごとに実際の額を決め10月頃から新たな最低賃金が適用されますこの現在の最低賃金の状況これは島田さんどうご覧になってますか、はい これこそやっぱり複雑な話で、はい、まあ労働者側からすると一応、まあ、条件生活条件の改善という点でこの最低賃金の導入というのは必要でだと言われていますし、はい、一方で実は企業側から,からしても、えー、あの公平な競争を維持するためには、はい、まあそういう制度があった方が競争が公平になりやすいということで求められていると、はいでまあ、厚生労働省のウェブサイトあるいはまあよくこれ言われることなんですけども、はい、最低賃金決めるときには生計、まあ、費、まあ、生活保護との関連でどれくらいが必要かということ とまあ、類似の労働者がどれくらいで働いているかということと、はい、それからまあやっぱり企業側が本当にそれが払えるかどうかって三3つの条件をベースにまあ決めるということになっていて、はい、まあこの観点から今回も話,す話し合われることになると思うんですけれども上、はい、げれば必ずしもいいってことではないしっていうところで結構複雑な議論が繰り広げられるだろうなと思ってます上、はいはい、げればあの、ね、それはもらう側はいいですよ。はい、だけれれどもも払うう側がもうそれじゃ ちょっと経営が持たないっていうケースもあるわけですよね。ねええ、まあそのギリギリのところで。 今経営してるんだと、はい、ライバル者とね,、えーねえー、というようなところもあるでしょうしなので、まあ、あのこの議論は相当いろいろ問題というか、えー、複雑だなと思って政府は先週に閣議決定した経済財政運営と改革の基本方針骨太の方針で最低賃金についてより早期に全国平均1000円を目指すと明記しました。 安倍前政権は年3%程度の引き上げ目標を掲げて16年から19年度は政権の意向に沿う形で3%程度上がってきました、まあ、ただ20年度は2020年度はコロナ禍の影響を踏まえて国の審議会は目安の提示を見送って結果的に0.1%の上昇にとどまりました。 これを受けて政府は新型コロナウイルス前に年3%程度上げてきた実績これを強調し大幅な引き上げを求めていますしかし急激に最低賃金をですね引き上げるとその中小企業中心に雇用削減を招く恐れがあるというふうにも言われています。しますこのあたりは 急激に上げるというか、まあ、どういう条件下で、はい、どういうい経済条件下で上げるかがやはり重要であって、はい、経費が良くて労働需給が逼迫してるんであれば最低賃金引き上げという議論をして、まあ、比較的強,強引にというか、ええ、やってもあの企業の方は耐えられるしもし万が一中小企業の一部でその追いつけなくて雇用削減とか倒産が出た場合でも、はい、それ払える企業があれば雇ってもらえるので、はいはい、全体としてはそ,あの、ええ、そんなに不都合は起こらないしむしろ、ええ、あの国全体 全体としては良い方向に、あるいは労働者としてもより良いい、まあ、環境で働けるということになるんですけども、えー、景気が悪いときにあまりこういうことを急激にやろうとすると、はい、やはり雇用削減の影響の方がネガティブな影響の方が強く出るので。 まあ負の影響が大きいわけですね。はい、実際に韓国がこれあの今の文政権で、えー、なった時からあの強烈な賃金引き上げ政策やってるんですけども、はい、まあ結果的にこれは失敗に終わったとやっぱり言われていて、やっ、はい、景気の状況を考えずに一方的に上げるだけだと、はい、あの失敗に終わって帰って失業者が増えたりとか、はい、人々の生活が悪化するっていうことですね。な、えー、のでこここの判断が難しいということだと思いますね。一人の最低賃金を上げるとなるともう会社はもう決められたお金しか払い 与えないとなったときには人数減らすしかないってこと、ね、なんですね、はい。そうなります。そういう状況になってってしまうと、はい、それがまあ。 韓国の例ででもあるい、はい、えで足元では最低賃金が適用されることが多いえ飲食・宿泊業などを中心にえご存知の通りコロナ禍で経営環境が悪化しています影響を受けやすい中小企業の団体からは現行水準の維持を求める声もあります、まあ、これはどういうことかというともう今でギリギリですということなんでしょうね。 で一方家電量販店最大手の山田ホールディングス最低賃金の引き上げが決まれば雇用削減などをしないで賃金体系を見直す考えを明らかにしました家電量販は接客やコンサルティングが必要で労働集約型の事業です人件費の高騰についてはデジタル化などによる生産性の向上や適切な時間管理などで対応したいとしていますこうした対応はしませんいかがでしょう まあやはりあの景気と労働時給という話をちょっとしましたけれども、はい、山田電機とか家電量販店ってこのコロナ禍でも実は業績はいいわけですよね、はいはい、なので払う余裕があるわけですということで、えー、まあやはり景気が良いところはマクロで見てもそうですがミクロで見てもまあ業績が良ければそういう対応ができるとただ厳しいところはそう対応ができないとで全体の景気が良ければそういうい一部の企業が払えないということになっても入られる企業にどんどん人が移動するだけで、はい あの、まあ、それはいい意味での競争が進むということですし、はい、あの、人々のその労働者の 労働環境もむしろ改善する方向に行くわけなので、はい、いい話なんですが、えー、景気が悪いときにやると本当にひどいことにしかならないので、えー、そこがまあ重要ですし、はい、まあそれを示唆するミクロベースの話で、えー、あのヤマ電機の対応ということだと思いますね。はい、で現在もコロナからの回復度合いというのは業種によって、えー、もう差が大きいです。最低賃金コロナで打撃を受けた飲食店などで働く非正規労働者の賃金に大きな影響を与えると、で、えー、内閣府が今年2月 3月から3月に中小企業に実施した調査によると賃金相場が上がった場合の対応策としておよそ1割が正規非正規の雇用削減を挙げていますやっぱりそうなんですね現実過去の推移を見ると有効求人倍率の高い年ほど最低賃金を大きく引き上げる傾向があります 2018年から19年には有効求人倍率が1.6倍を超えていましたが今年4月は1.09倍1.6倍を超えていた時期と比べると人手不足感は戻っていません足元の雇用情勢、まあ、コロナ前の水準に戻っていないということですね。これ今後の雇用情勢含めてどうご覧になりますか ワクチン接種が進んで経費回復が進むんであればそれに伴って回復していくということになると思うんですけどもただ産業構造が変化する可能性が当然あって新しい生活様式とかデジタルトランスフォーメーションとかなので必ずしも同じ職場に戻れるかどうかというのはちょっと分からないというところはあると思いますただ先ほど言ったように景気が良くて労働需給が逼迫してくるとそういう人たちにとってもよりいい職場で働けるような形に人手不足人手取り合いになるのでなので まあまず最初に景気回復が十分になることを政府としてやってもらえればこのまあ労働変市場の変化みたいなのも対応できるんだろうなとまずは景気回復そうですねはい。以上ニュー最前線でした文化放送おはようテラチューン 時時刻6時54分です今朝のコメンテーターはストラテジスト島津博樹さんです。 東京都議選選明日日日ですす7月4日ののに向けて9日間の選挙戦スタートします秋にも行われる衆議院選挙の前哨戦として注目されていて選挙国協力を復活させた自民党と公明党の勢力が過半数に達するのか4年前の初陣で第1党に躍り出た地域政党都民ファーストの会が勢力を維持できるか、まあ、これが焦点です。 おととい都民ファーストの会の特別顧問を務める小池都知事が過度の疲労により入院し州内の公務を離れることが公表されて各党に動揺が発しています小池都知事がどう動くのか態度は明らかにしておりません自ら作りました都民ファーストの会が自民党を歴史的敗北に追い込んだ4年前この4年前と状況は一変しています 東京オリンピック・パラリンピック開催、あと新型コロナウイルスへの対応と、政権与党と連携が不可,欠不可欠な事情というのを抱えています。現在のこの都民ファーストの会の存在感ですけれども、これはさん、どうご覧になってますか。 まあ、当初と比べるとやっぱりガタガタしているというか<ー>存在感はやっぱり低下してしまっていると思いますのでどういうふうにその後巻き返すというか、はい、あの今回の選挙で戦っていくかというのは、はい、あの今の小池都知事のことも含めてですね、はい、まあ本当に注目されるところではありますよね。 あの掲示板ポスターの掲示板がところどころに設置されていて、えー、あと、よく朝立ちって言いますけれども、はい、朝の,あの改札口のそばかなんかにねもうあの候補者なのか、えー、運動の委員のボランティアの方なのか分かりませんけれどもももう立ち始めてますもんね,すね選挙カーみたいなものもっ走たりしてますよ、ねはい、あポスターもところどころ例の選挙のポスターの掲示板じゃないところにも、はい、結構、ポスターがね、はい、新しくなってますよ、ね、なってますよね。はい さて海外ではこういういニュースもあります香港で民主派支持を鮮明にしてきた日韓紙リンゴ日報が中国共産党の主導で反体制的な動きを徹底的に叩くために作られた香港国家安全維持法によりついに廃刊に追い込まれました。 リンゴ日報の発行会社17日強制捜査を受け25日の役員会で廃刊するかを決める予定でしたしかし警察に凍結された会社資産の解除申請が却下資金繰りに行き詰まっていました中国担当主筆も香港国家安全維持法の違反容疑で逮捕されたことで この現場の記者・らへのですね摘発リスクが高まって職を離れる人が相次いで動画ニュース部門などは停止していました廃刊でデジタル版によるニュース配信も終えると中国共産党に批判的な香港紙が廃刊に追い込まれたということなんですがこれはいかがでしょうか島津さん。 まあまあ、中国のやり方っていう感じですよね、どの分野に対してもこういうことを中国はやるわけですけれども、今回もそれをやったとで、他国のことだということではあるんですけれども、はい、やっぱりこういうのを許すと、次々に、まあ他の地域にこう侵食してる、えー、実際にそういうことが起こって香港に今、至ってるわけなので、えー、まあ特に普段報道の自由とかよく言われますし、えー、そういうことをよく主張するマスメディア、メディアの新聞社とかありますよね、えー、あの人たち、意外とこの手は静かなんですね。 私そこが一番やっぱり怖くていい。 あのむしろこういうところをはっきり言っていかないと、ええ、あのそれがじわじわと他の国に波及していきますし、すねええ、逆にそれの裏にいるんじゃないのぐらいな感じで黙ってるんで、はい、やっぱここははっきりと、普段あれだけ騒いでるわけですから、ええ、報道の自由についてはっきりとあの認めるべきだと、あの主張していいたただきたいですよね、ええまあ、これ、中国は粛々と計画通りにやってるんでしょうけども、やはりあのこのコロナ禍っていうのが、新型コロナウイルスのこの蔓延って というところで本来だったらもっとこの報道で、えー、扱わなきゃいけない部分が。 避けないいってう部分まあそれもありますしだから集会なんかはそれを理由に止めたりしてますよねだからまあどさくさに紛れてるっていうこのはちょっとはっきり言ってどさくさ紛れみたいなねそんな感じがしてしょうがないんですけどただこれは一言じゃないですからね。いや本当一言じゃなくて私なんかもちょっと前とかもロイターニュースが天安門事件を引こうとすると引けないってことがあってそれ大騒ぎになってその後と引けるようになってるんですけどもそういうこととかって日本にいてもそういう影響があって たたりしたので、えー、それはあの後々変えられてますそういう報道をやってしまったって出てましたけど、えー、まあこの問題ってあの他人の話じゃないというかそうです、ねえー、いろんなプレッシャーがあって控え始めるなんていうことは、はい、どの国だってありうる話すよ、ね、ですものね。ですものね。いやーだけど恐ろしいですよこれおそらくラジオ機の方は、まあ、一事ではないと思ってらっしゃるかと思うんですけども何かひたひたと忍び寄っているものを感じますね。間もなく7時です 1時になりました文化放送おはようてらちゃん6月24日木曜日7時になりましたおはようございます寺島直政です 外は青空もところどころ一部です、ね、見えてますが何か黙々としたそれも白っぽい色ではなくて、えー、若干灰色を濃くした雲も立ち込めております浜松町、気温は21.1度北寄りの風あ、今方向変わって南寄りの風が0.1メートルですね。 今日の関東空模様の急変ご注意ください午前中中心に日は出ますが大気の状態不安定特に昼頃から所々雨や雷雨となるでしょう長く降り続く雨ではないんですが一時的にざっとこう雨足が強まりそうです落雷突風急に強まる雨にご注意ください予想最高気温昨日より少し高く27度前後まで上がるでしょう湿度が高いです蒸し暑くなりそうです 東京地方、今日明日ともに曇り、今日の降水確率、午前20%、午後以降30%、現在、雷注意報が伊豆諸島を除いた関東各地域、濃霧注意報、群馬県に出ています。 今朝のコメンテーターストラテジスト島津弘博さんです島津さん改めてよろしくお願いいたしますよろしくお願いします島津さんはメルカリっていうのを利用されたことはありますか私はないんですよ私もないんですね、うん、利用したいなと思ってるんですけどもまだ少しそこまでに行ってない いうねはい、え日経新聞からですメルカリ、昨日です、ね、2021年6月期の連結最終損益が50億の黒字え前期は227億円の赤字だったんですけれども、まあ、それが50億の黒字になる見込みだと発表しました、まあ、これまでの0から21億円の黒字予想から情報を修正してですね えー、そして2018年の株式上場以来初の黒字となります中高年の利用者が増えたことで、えー、このフリー,マーアプリフリーマーケットアプリのメルカリの国内取引が好調です、えー、課題だったアメリカ事業などの収益も改善するとアメリカプロフットボールの NFL、ね、の王者決定戦スーパーボウルへの CM 出向などでアメリカでの認知度も上がったということです メルカリのいいすごいですす、ね、すごごででねね、えー、私は何でも溜め込む方で家に何かいらないんじゃないかと言われたら答えきれないようなことがたくさん溜まっていくタイプなんですけどもやっぱりそういうのを在宅を機に見直したりとか、はい、多分まあ暇があるので掃除したりとかする中でということがあったりとかあとまあ引っ越しが増えてたりもするのでそれを機にっていうことなんだろうなと思ってますけどね。はーはーえー、これはメルカリご存知ない方にあえて申し上げますが、まあ、フリーマーケットですから。 自分がいらないなと思ったものを誰かに買ってもらうっていう。 こううこと結構その、自分がいらなくてゴミかと思ってたものに値段がついたりとか、はいえー、ちょっと前とかだと確かトイレットペーパーの芯が、はい、あの子供ものやっぱり夏休みの課題とかに使うということで出したらすごい売れたとかそういう話、確かあったと思うんですけど、えー、だからその私の中ではゴミなんだけどそうじゃないっていうところで値段がつくのでということだと思いますけどね、はい、これあの知人から聞きましたらその知人はよく利用してるっていうんです、ね、男性ですけども本なんだそうですね。ね え本をあの話題の本をざっと読みたいんですと、はい、だからざっとだからもちろん読んできれいにしときますで出します。 あんまり値段変わらないとかね。あ、そうなんですか。だってちょっと驚きましたね。それはすごい。私も本はたくさんあるんですが、やっぱり全部あの本棚にしまって、家に置けないんで今会社の方にもたくさん置いてあります。志望さんはどうですか。綺麗に読むタイプですか。あの線引いたりする時もありますし、あのまあね手手垢がやっぱりついちゃうんで、何度も読みに行くので、はい。でもそれでもその値段がね多少落ちたとしても売れるんだったらいいな。 いね、で取っておきたいう売るつもりないじゃないですか <laughs> じゃあ本いっぱいあるってからてっきり売るのかなと思って、えー、そうじゃないんですね取っておきたいタイプですねじゃああえて島津さんが今これだったらちょっとおメルカリ出してみようかなっていうのは何ですか年ぐらい前の服とか、えーはい 大学時代着た服とかまだあるんですよ、私。ええそうですか、ブランドもんですか、ブランドではないですけど、まあ、でも、まあ、それなりの、それなりのものですりますね。それ、なんで捨てないんですか、捨てない、もしくは、あげない、もしくは、売らない、特に理由ない、なんか、いつか着れるかなと、そんな気持ちは分かりますよ、だけど、増えてきますからね、増えてますね、えー、はい。うの わからない人によってはねもうすぐ,すぐ、えー、その行動に出る人もいるんでしょうけどもねそうはならないですね、えー、ならない変えますかお互いに <laughs> 私もひどいいつかあと反価値とかもいっぱいありますよありますよ、ね。えー パンツも破れるまでは捨てない。あ、同じです。でね、吐、ね、き口がむしろいいだろうみたいな感じで、<laughs> ヨレヨレになって,もいて、ね、もう薄くなるんですよ。まあ、靴下は破れるまでは、ね、<laughs> そうですね。すかなり毛羽立っても捨てませんね。そうですね。そうですね。はい、いや、それは売れないでしょうね。でも逆にそれ売ったら絶対ダメでしょうね。<laughs> そうですね。ね、はい。 時刻7時11分です今朝のコメンテーターはストラテジスト島津博さんですニュースピックアップ今度はこちら読売新聞コロナ東京増加傾向に 新型コロナウイルス対策を検討する厚生労働省の助言機関は昨日全国の新規感染者数は減少傾向が続いているが東京などで増加に転じているこういう見解をもえまとめました東京では特に20歳代が多くリバウンドに向かうことが強く懸念されると危機感を示しているということですね 東京、先ほども少しお伝えしましたけれども、昨日はですは、ね、新たに新型コロナウイルス感染者は619人確認されました、1週間前の水曜より118人増えてるんですねで、1日に600人超えるのが5月28日の614人以来ですで、1週間平均見ると、これ、前の週の109.9%となってますから、柴野さん、やっぱり増えてるってことなんですね、まあ、1>, 1週間の平均でも。そうですねで 歳代も多いとただこれ、高齢者を中心にワクチン接種しているわけですから当然、そっち側はかかりにくくなっているはずで実際にこの読売新聞のところで脇田国立感染症研究所長がワクチン接種が順調に進んだことが医療従事者の新規感染や医療機関での集団感染の減少につながっていると評価しているのでその効果が出ているので高齢者はなりにくいと低いということですよね。東京に限りますけれど でも年代別は20代が昨日は165人30代129人40代101人50代82人10代が入って60代いって70代は14人80代が9人ということですから、うんまあ、そういう意味では少ない。 まあそうですね。数字としては、ね、少なくとも1回接種した人がもう全国で49.3%という日経新聞の統計で出ているので、はい、まあ65歳以上の人は半分ぐらいがもう1回やっているわけですよね。はい、その効果が出てくるはずですよ、ね。出てくるはずだということですね。はい、で、現在唯一ですね。緊急事態宣言が発令されている沖縄の新規感染者数ピークだった。今月初旬に比べると3分の1に減少しましたえ。今後も減少傾向が続くとしましたが、昼間。と夜 夜の両方で人出が増えているため、中止が必要と指摘しています。まあ、東京はこの新規感染者数、三週間ほど横ばい続けていたんですが、二十二日までの一週間では、先ほどお伝えした通り、前の週の一点、零八倍と百八パーセントですね。えー、増加に転じています。えー、助言期間、さらに人出を抑制するなど、対策の強化を求めているとしています。あと、島津さん、やっぱり、この。 変異株ですね,、まあ、ですねこれも昨日都内で16人がインドで確認された L452R の変異があるウイルスに感染していることを確認しましたこのうち50代から100歳以上の男女6人デ,ザデイサービスの利用者だということですでこの施設ではこれまでにこの変異ウイルスへの感染が確認された職員もいてクラスターが発生したとしていますあとはそのこの変異株でいくとですね インドで確認された変異ウイルスの感染、イスラエル、あの例のワクチンを大体もう16歳以上、8割以上がワクチン接種しているというイスラエルでも、新規感染者数の数が2か月ぶりに100人を超えました、まあ、この100人少ないじゃないかってお思いの方いらっしゃるかと思うんですけど、このところイスラエル、そのワクチン接種8割超えてますんで、1日の新規感染者数が平均で10人台にまで減ってて、で今月から はイスラエルでは集会の人数制限ですとか屋内でのマスクの着用義務も原則としてなくなった、まあ、ですからほぼ平常運転しているという状況の中でやはりこの変異株というのがですね、えー、増えてきているとイスラエルは幹部がですね新たな感染者の7割がインドでかん確認された変異ウイルスのデルタ株によるものだとしています。あとと外国国かからららの帰国者から感染が広が広ったと見られるケース があるというふうに伝えています。やはりこれでも水際対策は大事だということですね。そうですね。水際対策は大切ですし、えー、あのまあ接種しなくした場合でも、はい、まああの感染する可能性はあるわけですよね。えーはい、だからなんか新規感染者からそろそろ重症者数にこう、えー、視点を移っていくタイミングかなとも思ってるんですけどね。えー、なるほど。重症者数、はい、はい。重症者数は昨日東京はですね。えー 1>, 1人減って44人で病床の使用率は11.8%、はい、これは非常に安定してますね、ワクチン接種が進むと新規感染も減るんですけども、えーはい、それ以上に重症化する人が減るはずなので、はい、あのそっちに視点がいかないといけないなと思って、えーあの、ゼロにすることはできないことは分かっているので、イスラエルですら、まあねまあ、今、増えて100人、えー、少なくても10人、その他の国見ても、やはりこう2000人だとか、はい、そういうレベルですもんね、現、ね、時点では。あと のオリンピックでウガンダから来た人たちはアストラゼネカかなんか2回打ってるんですけども陽性になってますよね、はいえー、だから結局打ってもそうなるわけなので、はい、だからやっぱり問題は重症化するかどうかっていうところだと私はやっぱウガンダはもう2人ね国来日した中で2人やはり PCR で陽性になってますもんね。重症化 ここですね、はいはい、ポイント、ね、まあ確かに大元はその医療崩壊と死者を減らすということですもんね、はいはい、死者を出さない、なるべく出さないということですもんねういう、はい。続いてはこちら、読売新聞、企業の信用力最悪期脱す。 世界的に企業の信用力が最悪期を抜け出してきたという記事です。収益力や財務状況などから判断する信用格付け、2021年に入って格上げとなる者数が前の年の同じ時期に比べ3倍と急増していますワクチン接種の普及などでで経済活動がが再開事業環境が改善しているためです。 世界的な金融緩和で格付けの低い企業が借り入れを増やす流れは強まっていると金利が上昇に向かえば返済が困難になる企業が増えるリスクをはらむ、まあ、こういう見方もあるんですがこのニュースいかがでしょうか。 信用力がさっき達するってことなんですけどもまあ格付け機関の格付けって正直言ってあんまり当てにならないと私は思ってるし業界でもそうやって見てる人が一応一つのメルクマールであるんですけども指標ではあるんですけどもそれを絶対視するわけではないとまさにおっしゃる通りで借り入れを増やしてる企業がやっぱり多いので金利が上昇に向かった時にそれに耐えられるかどうかっていうのが疑問符ついてるような企業があるのも事実なので私自身はこの。 信用力に投資する投資手法ってあるんですけども、はい、実はあんまり私は積極的に見てなくて、ええ、どちらかというと慎重に、ええ、あのそこは会社でもあの推奨しているというかあの、ええ、慎重にいきたいですって話をしてますね。はーはーななるるほど、うん、あえ中にはそのこの信用力をを、はいまあ、かなりウェイトを占める、はい で見るっていう人もいるってことなんですねす、はい、見方がそう,そうなんですね、はい、そしてアメリカの格付け会社 S&P グローバルが対象とする世界の社債発行企業で1月から5月に格付けを変更した社数を集計しました格上げした企業数が世界で前の年の同じ時期に比べ3倍の422社2017年以来の水準となります格上げ企業が増えたんですね まああのー、状況がすごい悪化環境がやっぱり悪かった状況が少し落ち着いたので、はい、あの収益が戻ったということですね借金をどれくらいで返せるかっていうのが一つの目安になっているのではーはー当然あのコロナで売上が減ってくると、はい、借金返すの大変だということで格付けが下げられるパターンが多いんですけども、はい、あの景気が少しそのコロナの ワクチン接種が進んで経済が正常化してくると当然収益環境少し戻ってくるので、はい、借金対比で見た状況っていうのが収益との関係で見たところが、ええ、まあ改善して見えてくるわけですね、ええ、なのでおそらく下げたのを上げたっていう部分も結構多るとい感じですね、えええー、だからあのコロナの前は、えー、もう 8とすると、はい、それよりも下げて、はい、えー、そしてえー、また戻ってきたということなんですね。すねはい、はい。で一方で格下げもあります。325社、2020年よりも格下げした車数は減りましたが、構造変化に対応できていない業種が目立ちます。脱炭素社会への対応が課題となるエネルギーが典型で、エクソンモービル、シェブロンなど38社の格付けがこれ下がったということです。これぞ そうですね、構造変化っていうことでいうと、脱炭素だけではなくて、やっぱり DX、デジタルトランスフォーメーションとか、それからやっぱり新しい生活様式になったときに、人々がどういうふうに動いていくかがちょっと、必ずしも明らかになっていないので、そういうところに対応できないでいると、収益が元に戻っていかないと、結果として借金との対比で悪い状況が続くっていうんで、格下げされてるんですけども、構造変化、対応できない企業っていうのは、やっぱり、 この厳しい状況はあるよねそうなんです、ね、あのこの格付け会社ってよくね聞きますけれども、はい、この格付け会社の先ほど島津さんおっしゃったみたいにこの借金のこの返し方だとか、はい、いろんなところを見てるってことですか企業のまあ一応そうですねす一,応一応そうですか、はい、一応そうだけど、はい、やはりその格付け会社格付け会社によってポウェイトポイント違うんですかやっぱり見てるポイントが違いますし、えー、あとまあそもそも論としてよく言われてるんですが格付け会社 格付けを取得すするのは企業なんですねだから、はい、私の格付けしてくださいとお願いしますと、ええはい、そうすると私がお金払うので、はい、当然格付けの評価って。ええ どううなりますかねっていうところ、まあ、ちょっとね、<laughs> 下駄吐かせますみたいな、ね。いう感じになるリスクが常にあるので、はい、やっぱりそういう意味で、その格付け会社の,その格付けには注意しなきゃいけない部分があると言われているで,、ねえーはあ、でも過去も日本の企業の,、ね、この格付けが下がったんて大変だみたいな感じの,この騒ぎ方をしましたけども、そうでもないってことですかまあだから、一つの指標ではあるんですけど、えー、絶対指標ではないので、えーあの、そこだけ信じて何かすると、はい、まあ特に投資なんかすると痛い目に遭いますよって よくあるパターンですけどもなるほど、はい、だから格付けがいいって言われてるけれども何が起きるかわからないそうですねこれ一つの指標にしか過ぎないので一つの指標ってことなんですね、はいはい、続いてはこちら読売新聞三浜3号機再稼働 関西電力三浜原発3号機を再稼働させました運転開始から40年を超えた原発の運転期間を原則40年と制限したルールの下で初の40年を超える運転となります2011年に定期検査に入って以来およそ10年ぶりの運転再開で安全性が確認された原発の長期的な活用に向けた第一歩となります ただ、美浜3号機新た,な新たにです、ね、義務付けられたテロ対策施設の建設が期限までに間に合わないため10月23日には再び運転を停止して定期検査に入ります。 国内の原発は8割以上が1990年代以前に建設され現時点で三浜3号機を含め16機が運転開始から30年を超えています東日本大震災のあと東京電力の福島第一第二原発の全部で10機を除いて関西電力の三浜1号機2号機など全部で14機が再産性の問題などから廃炉を決めました しかし、原発ののの長期的な活用夏や冬の電力不足の回避につながります運転中に二酸化炭素を排出しない原発、地球温暖化対策にも貢献できるわけなんですけれども、その原発の存在ですね、これは志麻さんはこれ、どういうふうにお考えですか。 やはりその環境問題との関連でいうと、はい、やはり二酸化炭素は、まあ、脱炭素ということになっているので、はい、まあいろんな手法を取っていかなきゃならないわけですけども、ええ、じゃあ急速に新しいそのエネルギーを持ってこれるかというと、ええ、なかなかそういうわけにはいかないわけですから、はい、既存のものをこう,うまく組み合わせながら脱炭素社会に適応していかなきゃいけないと、はい、その時にじゃあ原発なしですべてやっていけるかというと、はい、やっぱり現状は厳しいわけですね。ねだだから、ええ、あの脱炭素のの目標っていうのは必要だ と思いますし、はい、まあできれば原発のリスクも減らしたいというのは分かるんですけども、ええ、そこのミックスをどうやって決めていくかというところはやっぱり現実問題から、ええ、あの目標というか理想だけではなくて現実問題からこれは議論しなきゃいけないところだと思ってますね今、ラジオ機の方の中にはです、ね、やはりあの10年前の2011年の福島第一原発のあの煙とか、ねはいえー、あの時のこの計画停電だとか、まあ、いろんなことを味わいました。だけど 改めてその、まあ、原発一度事故を起こしてしまうと大変だったそれは分かります,す、ね、分かるんだけれどもやはりこのあれから10年経ってそして脱炭素っていう言葉も生まれてきたで、えー、例えば石炭火力発電というのはどうなんだろう、はい、特に輸出ももうね、はい、日本からは、えー、あの新興国には輸出もやめようっていうような風潮のある中、うん、そして一 いくらこの石炭火力発電日本のは優れているとはいうもののやはりある程度は出るわけですから、はい、二酸化炭素が。はいえー、じゃあそれを LNG にして、えー、なんとか頑張ろうとかいろんなことは練られてるけどその中の一つとしてやはり CO2 を出さない。うん このの原発ってててていうのは改めてクローズアップはされてきてますもんねあとはさっき今もあ,のあ,のあったその新興国への輸出ってことでいうと中国とかロシアはむしろ原発を新興国に輸出してるわけですよね。はい、でまあ,あのそういう国のああいう国の体制なのでやっぱり透明性の問題とか当然あって、えーはい、いざという時にどこの国も対応できなかったりした場合ってのもありますので、はい、本当にそのグローバルに考えた時に本当に脱原発を一つの国だけで進めるのが正しい回答かどうかっていうの ここは結構、えー。 本当は長期で見ていくと全くわからない中国とロシアだけがそれをやっている状況を、はい、あの本当にあの認めていくんですかって議論もその国際関係上はありますよねもちろん念には念を入れた安全性というのはあの確保しなくてはいけないわけです。で一方、原子力規制委員会中国電力の島根の原発ですね島根原発2号機安全審査で事実上の合格証となる審査書案まとめました。え新規のこの新規規規ののこ制基準に基

松江市という県庁所在地に立地している点、まあ、この辺りも非常にポイントとなるかと思うんですけれどもこれは嶋佐さんどう捉えてらっしゃいますか原発の災害ということでいうと、はい、やっぱり県庁所在,所在地に立地しているので、はい、まあリスクが高いし怖いということだと思いますけども、はい、一方でやっぱり原発を誘致すると経済的なプラスの面もあってそれをまあ望んでる人たちも現実問題としていて、はい、でそれで生活が成り立っている人たちもいるので、はい、じゃあ急速にじゃあ,あのそこから外すことが本当に 本当ににみんんななととっっててハッピーかかかどうかっていういいのは実は実よくわらないところがあるんですだからこの手の議論っていつも私思うんですけども、はい、一つのポイントから見るとすごく問題だっていうのはその通りで、はい、私も全然否定しないんですけども、はい、総合的に見た時にそのリスクをどういうふうに捉えて、はい、そのリスクをどういうふうにコントロールしていくかっていうところの議論が、はい、あのこの手の議論ってとかくなこうか欠如しがちで、はい、なんか一方的なその駄目 ダメじゃないみたいな議論になるっていうのがいつも怖いなと思っていて、はいえー、原発の議論ってまさにその,その手のものの一つだなと。そうですね リスクばっかり考えるともうそれで立ち行きませんしリスクとメリットっていうのも考えていかないとその冷静にだからそこをねえまあ10年前にあの傷を負ったっていうのはそれはもう事実としてあるわけなんですけれどもリスクとメリットを改めてその原発はい,いいんですよだから廃棄する方向でいくってのは間違ってないと思うんですけれどもじゃあ何があるんだそうなんですよ 現実を考えたときに、はいはい、みんなで電気消,、ま、消しますかってことになりますよね。ねうん、特にその夏場をこれから迎える、はい、言われてるのは冬場が危ないんじゃないかなんていう風うにね,うね言われてますんで、そのあたりは私たちもやはり冷静に考えていかなきゃいけないことなんでしょうね。はい、時刻7時29分です。<music> 文化放送おはようテラちゃん,ちゃん時刻7時30分です今朝のコメンテーターはストラテジスト島津博さんです読売新聞から 新興国が現金と並ぶ決済手段として中央銀行が発行するデジタル通貨の導入や研究を加速させています。先進国と比べて積極的な姿勢が目立つ背景には金融サービスの普及の遅れ、デジタル化でコスト削減につなげたい、こういった思惑があると言われています。カンボジアの中央銀行、デジタル通貨バコンの本格運用を去年10月に始めました。 日本の IT 企業、ソラミツが開発に関わったブロックチェーン技術を使用しています。スマホに専用のアプリを入れれば送金や決済が簡単にできると、現在、数万人が利用しているといいます。新興国では銀行口座を持たない人も多く、デジタル通貨なら地方の人や低所得層でもスマホさえあれば安全性の高い金融サービスを気軽に使えるようになるということなんですが。 このニュース島佐さんどうご覧になりますか これ、新興国でって話なんですけども、やっぱグローバルにこのデジタル通貨、中央銀行のデジタル通貨っていうのは、すごく研究が進んでいるんですよね、これ、背景にあるのは、これ、中央銀行がやらないと、一般企業が発行しますよね、国、あるいは中央銀行にとって、通貨の発行することによる利益ってすごい大きいんですよ、1万円札って単なる紙切れじゃないですか、だけど1万円の価値があります信用っていうものがあってね。 政府の収益になってるわけです、ね。はい、利益になってるわけです。えー、あのシノシノレッジって専門用語で言いますけれどもね。えー、なのでそれを民間企業に取られるのは困るわけ。うん 確かに1万円って言って我々1万円で価値を持ってますけども作るのそんなかかってないですよね。なのでそういうのを取られないために今、世界の中央銀行はそれは米国だろうが中国だろうが欧州だろうが日本だろうが一生懸命このデジタル通貨の導入研究を加速しているということで世界的な流れですね。新興国はやっぱり サービスが足りないんでっていう部分もあるんですけども、はい、特に新興国だからってわけではなくて、ええ、まあグローバルにこういう潮流が、まあ、必死になってあるということですよね、ええ、このですから普通の,この通貨とデジタル通貨の違いっていうのはデジタル通貨っていうのは実際にあの紙幣とかそういうのはないとすね。ことですね。はい、そううです、ね、なのであの実際に紙幣の受け渡ししが必要ありませんし、はい 受け渡しが必要ってことはそれ運ばなきゃいけないので、はい、特に新興国でインフラが整備されてないとか、えー、道路とか事情が悪かったりすると、えー、銀行まで 紙幣運ぶのってリスクも高いし、はい、まあ変な襲われるかもしれないし、はい、なのでそういうリスクがあるので、そういうリスクがないようにこのまあデジタル通貨というのが非常に重要視されているということですよね。はい、でカンボジアはあバコンというのの本格運用を去年10月に始めたということなんですね。ええー、まあ中国なんかもやってますし、はい、アメリカもやってますし。はいえー まあ、スウェーデンなんかは結構進んでいるんですけれども、彼らも一生懸命その研究して、ええ、まあ実際に運用を試し,し始めてるてい日銀もそうすると、まあ、今真っ只中ですか日銀も一生懸命ですね、ええ、日銀はやっぱ遅れてると言わ,言われたくないというのもありますし、はいええ、先ほど申し上げたとおりその、政府の特権のある通貨発行の,その。はい 部分ですね、そこの部分をやっぱり奪われるっていうのは、ええ、あの皆さん危機感を覚えてるので、ええ、あのそれだけ本腰を入れてというか、ええ、あのこれ担当の方も、まあ、あの日銀内でエース級みたいな方が行かれて、ええ、あのこの分野の研究というか。 施策を進めてていいると聞いてますねまあただ、いかんせんこれ、ね、ネットのやり取りになるわけですから、はい、そこで何か事態が起きるんじゃないかみたいなことも想定してるわけですかあそうですね、だからそういうこともあるので<っ>あの比較的先進国の中央銀行が慎重なのはネット上の問題が起こったときに当然リスクになる、えー、決済できなくなるわけなので、はい、リスクが高いんでやっぱりそれを集中管理するのはやっぱ怖いねっていうところがあるわけですよね、えー、と今、そこらへんが問題でまあそれも問題になってますよね。 ねはい今朝のコメンテーターストラテジスト島津博紀さんでした島津さんありがとうございましたありがとうございましたこの後は武田哲也今朝の三枚おろしです。ダバダテラダバダテラダバダテラダバラテラダバラテラ,テラ文化放送おはようテラちゃん。 さて、今日は久しぶりに、将棋通映画パーソナリティとしてご登場いただきます。ことぶきつかささんです。ことぶきさん、おはようございます。えー、大手、飛車取りでおなじみのことぶきつかさです。 おなじみなんですか、小美さん。おなじみかどうかま。おなじみなんですね。えー、いや、ちょっと将棋通なんて、ちょっとハードル上げるのやめてください。何言ってんですか、詳しいじゃないですか。いやそれちょっとやっぱり、あのーえー、高校時代から将棋がちょっと好きだったぐらいなね、ねえ,ー、え感じですけども。はい。ちょうど1年前ですかね、毎週のように藤井聡太二冠についてお聞きしたのはね。うん、そう、もう本当にテちゃん、あの時しつこかった。しつこかったじゃないですよ。<laughs> いや、本当に。 話題は分かりますけど、毎週毎週ね、藤井さんのお話振られたの僕覚えてますよ。そうですか はい、その1年前にですね旋風巻き起こした藤井聡太2冠いよいよ3巻目に向けてて発信してるんです、はい、一昨日行われた A 王戦本戦トーナメント準決勝で見事丸山正久九段を破って藤井聡太2冠今週土曜に行われる A 王戦挑戦者決定戦決勝へと文字通り駒進めました。 あら<え>うまい駒、ええ、を進めたなるほどで a 王戦挑戦者決定戦はですね斎藤慎太郎八段と3番勝負で行われますで<お>これに勝つと藤井二冠はいよいよ現在の a 王豊島二冠と a 王をかけて7月下旬から五番勝負に挑むってことになるんですねおなるほど、ええ、さて琴樹さん 藤井二冠の3つ目のタイトル AO 獲得の可能性はいかがでしょうああまああくまでもね可能性ですけれども<っ>これちょっとデラちゃんあの、はい、朝からこうはっきり言わせてもらってもいいですかよろしくお願いしますこれはもう50% <laughs> 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 ちょ待ってください、寿さん。50%って言ったら半々ですよ。いや、やっぱり勝負っていうのはね、ええ、基本的に裏を持って、50%、50%じゃないんですか。そこをなんとか、将棋通の寿さんには、勝負かけてもらいたいわけですよ。これね、勝負かけるならば、ええ、そう簡単にはいきませんよ。<え>やはり、いろいろな方から、マークされてる。はい、研究されてるところもあると思うんですよ。ええ 藤井さんファンのね、えー、のリスナーの方も多いと思いますけれど、はい、前あえて言うならば、僕、難しいんじゃないかなと。あ難しいということは、豊島二冠が栄王は保持するということになりますか。えー、まあ、そういうふうに受け取る方もいるでしょうねや。待ってください。いつから国会議員になっちゃったんですか。<laughs> えー じゃあ難しいというその結論に達しましたねえばどちらかといえばですよええー、ただその藤井二冠ですが、はい、別の対局も予定されてます別の対局忙しいんですよですから忙しいね,ねそこでだからタイトル失ってしまう可能性もあるんですよ、うん、あなるほどええー、ああ確かにした上えでいけないってことですね、えー、だから別のものを失ってしまうことだってあり得るってことなんですね 恐ろしい世界だな、んにも、えー、ちなみに、ことぶきさん。え藤井二冠が今手にしているタイトルって何でしたっけいや、もうね、テラちゃんがね、えー、ちなみにって言ったら、もう、ズキーンとします、こっちは、えー、心臓が。あ、そうですか。いや、だから、その、藤井さんが一家持ってるっていうことなわけですか二つ持ってるんですよ、タイトル二つ持ってるわけですね。えー、はい、えー。それが何かってことですか何かってことですよ。あー。 なんかあるんでしょうねじゃあねいやなんかあるんでしょうだ二つあるって言ってんじゃないですか <laughs> 小さい子の算数の問題で途中で問題忘れちゃう子じゃないんだからねいいたと。朝から言い,いたいですねたとえにキれがあるい言って恥ずかしかったです今 <laughs> <laughs> ちょっとな何でしたっけちなみにだから藤井聡太二巻持ってるでしょその二巻手にしているタイトルって何と何でしたっけってことですよね いやそ普通の例のなんかやつじゃないですよね。え、普通って何ですか普通普通がわからないんですけど。いや、普通ってほら、名人とか、ははは王位とか、ははなんかあれは竜王とかなんかありましたよね、渡辺さんがよく覚えてらっしゃいますね。そういうことですかだからそこから、寿さん、一歩踏み出せばいいんですよ。一歩踏み出せばいい

規制って僕言いましたよね。言いましたよ。大井も言ったんですよ。あ、大井も言いました言いました。正解だじゃん。正解じゃないですよ。いや <laughs> いや、その時、じゃあピンポンって言ってくださいよ。小峠さん。で、今、藤井聡太二冠はですね、そのタイトルを狙われる立場にもあるわけですよ。うん、なるほど、なるほど。で、その一つの規制戦が、すでに第二局まで終わってます。 渡辺明三冠と対戦している藤井二冠なんですがいた渡辺明さん現在すでに藤井二冠が2連勝して初防衛に王手かけてる状態ですこれ大丈夫でしょう規制戦はそして規制戦の第3局は来週金曜日7月2日ですあらまた来週火曜日6月29日からは大井戦七番勝負っていうのが始まりますこちらでもまたもやあの豊島二冠にを迎えての防衛戦なんですよあ、うん そう,そうなんですよだからううだでの AO のタイトルを持っている豊島二冠とここでは王位戦七番勝負が始まるってことなんですね、うん、あれ面白いですねそれ、ね、だから整理しますとですね、はい、今週土曜からが AO 戦の挑戦者決定戦決勝三番勝負、うん、来週火曜からは王位戦七番勝負、うん、来週金曜からは棋聖戦五番勝負すごいなこの戦いは結構ハードっちゃハードですよね あの本当にあの将棋を一局指すだけでも、はい、プロの方って体重3キロ落ちたりするなんて言いますもんね。あれだけ食べてもね、ね<え>結構食べる人、いますもんねうん<ー>あの<ー>なんかね、藤井さんが前言ってましたよ、<ー>カツカレーを食べる方っているよねと。はい 胃がもたれて別の戦いやってるよねみたいな話してました、えー、藤井さんがほそそっとしてるやつをね、えー、あのアベマの音声が捉えてましたあそうですかいや僕ちょっとたまに将棋見るんで a b e で、えー、はい、はい、そんな中ですねとぶ寿さんが紹介してくれる映画何でしょうはいえー、今日紹介したい映画はドキュメンタリー作品ビリー・アイリッシュ世界は少しぼやけているという作品ですブートキャンプの映画ですかね い,いえ、ビリー・ズブート・キャンプじゃないんですあ、違うんですかビリー隊長出てこないんですあーそうですか。あーそうですかってドキュメンタリー映画って言ってるでしょいや、出てこな可能性はないとは言えないかなと思って。ないだビリー・アイリッシュって言ってるんですから。あそうか。はい。あのー、この作品なんですけれども、まあ、第62回グラミー賞で、まあ、若干18歳にして、主要4部門制覇の快挙な成し遂げましたアーティスト、 ビリー・アイリッシュに密着した、まあ、ドキュメンタリー作品なんですね。はい、でねツアーの模様だとかライブパフォーマンスを交えながら、 まあ、彼女の人生を変えることになったデ,リデビューアルバムの制作過程だとか、<っ>まあ、両親との関係だとか、<っ>非常にこのね、あの、家庭の中にずっとこう入った上での、まあ、ドキュメンタリー映画なんですが<っ>、まあ、ビリー・アイリッシュといえばね、最近ちょっとニュースになりました。彼女が13歳から14歳の頃に、まあこの動画で撮っていたの歌を歌ったりとかね、ちょっとこう、はい、まあこう編集された映像が、 しまったに回って、で、その時ビリー・アイリッシュが、ちょっとこの、中国人批判をしたとかね、っていう、このニュースがばあってもう、前から流れてまして、で、ビリー・アイリッシュがつい先日、ま、あこの声明を出したんですよね。でね、13歳から14歳の時に、まあ、こう、ふざけて、えまあ、ちょっとこの、言ってはいけない言葉、公には言ってはいけない言葉みたいなことを言ったと。それについては、こう、反省しているけれども、そのワード自体が、 まあ中国の方、まあアジアの方々をこう侮辱するような言葉だとは知らなかったと。はい。でね、僕その件に関してこのドキュメンタリー映画と通じるなと思ったんですけれども、彼女はね、あのー、まあ、引きこもり生活などもちょっと長かったりだとか<ー>で、ね、よくね、テラちゃん、ほら、アーティストドキュメンタリーって過去の映像とか流れたりするじゃないですか。あえ、はい。でもね、 世代によって全然違うのが、<え>ビリー・アイリッシュって今確か19歳だと思いますけれども、はい、要は過去の映像がものすごいあるんですよ。例えばだから40代、50代、60代のアーティストの方って子供時代の動画ってあまりないじゃないですか。はい、今10代の子って本当 本当に映像として残ってるから、<ー>からこのドキュメンタリー映画もビリー・アイリシが子供の頃、13歳、14歳の頃からの映像がふんだんに使用されてるんですけれども、えー、まあ13歳、14歳、まあ中学生ですか、まあ物の分別もついてるとは思いますけれども、えー、まあその頃の発言みたいなものが今となって出てきてしまうっていうのは、まあセレブリティのまあ宿命的なところもあるんですけれども、はい、まあこの件に関しては僕はちょっとね、ビリーに対して、まあこう要 すするわけけじゃないですけれども、ま、過去ね、ね子どもの頃過ちを犯したならばその後、反省して、ま、彼女はほらブラック・ライムズ・マターとか本当に活動もしてますから、はい、本当に、ね、10代の子たちからの、ま、熱狂的なファンの方々の本当に心の大弁者みたいなポジションなんですよ。えー もう本当ティーンへの波及率って本当半端ないですし、はい、で、そんな彼女がね、このドキュメンタリー映画の中では、私は才能がないのよ、みたいなこともこう言ったりしてるんですお<ー>なおかつね、ネット上での評価に過敏になっていく姿、みたいなものも、このドキュメンタリーでは描かれてるあ。そうなんですね。ただ、そんな彼女が、 どん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 んフォロワーが増えていって SNS では1800万人のフォロワーが17歳の時点でいるんですよ、えー、だそういった重圧みたいなものもねものすごく感じられますビリー・アイリッシュ世界は少しぼやけているぜひ劇場で体験してみてください寿さん映画ビリー・アイリッシュ世界は少しぼやけている10点満点中何点、えー 9点付けさせてください今朝ことぶきさんが紹介してくれました映画ビリー・アイリッシュ世界は少しぼやけているは明日6月25日公開予定ですことぶきさんありがとうございましたありがとうございました以上ニュースピックアップことぶきシネマのコーナーでした6月24日木曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩司の OK! コージーアップコージーアップ 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後8時まで生放送です えー、昨日から今日にかけても、ね、いろんなニュースが入ってきてますけれどもなんか、ね、こうニュースを見てると私はひねくれ者だなというふうふに思うのは見出しでこう出てくるものに対してこうなそうじゃない、照らされてないところがあるんじゃないのっていうことをつい思ってしまうんですよ。 昨日のさ、うん、あのテレビのニュースなんか見てるとですよ、もうパンダ、パンダ、パンダじゃないの。<laughs> 双子が生まれましたと、はい、上野動物園で。いや、それはめでたい、とてもめでたいことだというわけなんですけれども。 これやっぱりあの当番の格差っていうのを感じるわけですよね、はい、東京のパンダはなんだかもう下に置かない、ね、大フィーバーをするんだけどそうです、ね、一方でですね和歌山のアドベンチャーワールドにたくさんのパンダがいるわけですよ。そうですね,ね,ねツイッターでですねものすごい勢いでアドベンチャーワールドの公式ページが更新をしてまして、ねねね、ここぞとばかりにやっぱりパンダをというですねいいそうそうねえー、ラウヒンというですねパンダちゃん。 ちゃんえ、え、風品という赤ちゃんパンダちゃん、えー、をですね、愛情たっぷりに抱きしめますっていう動画を上げていて。 ね、可愛い,いよね。しかしでかくなったよね。本当です。あっという間ですね。こうして確か去年の今頃に、うん、あの名前をどうしますかって言って、そうでしたね。あ,<ー>あの攻防してたような気がするんですけれども、もう母とこの戦いって213日例になったということなんですが、へーというのを見るとですね、えあのこっちはこっちでちゃんと可愛がったらななというふうに思うわけですよ。ですね、うんで。あのき今朝ですね、あの会社に来るとスポーツ新聞も置いてあるわけですね。スポーツ新聞にはですね。 オリックス・バファローズが11連勝だということが書いてあってそして1984年以来であるとこれはあの後ほどエンタメトレンドアップでもねあの取り上げるんですけどほ8 4年以来かそうか懐かしいな阪急ブレーブスかとブーマーだとか <laughs>、ね、松永がいたああ懐かしいなということを思いつつですね、はい、ここまたあのひねくれちゃうわけですよ。どうしましまたオリックス ね、オリックスバファローズなんだよで、これ、あの、記録上ね、確かに、オリックス・バファローズのは、あの、オリックス・ブルーウェーブがあって、オリックス・ブレーブスがあって、阪急・ブレーブス、ここが、ま、正式なね、その、お流れだということになってるんですが、はい、一方でですね、あの、2004年のプロ野球を、こう、運営したいという大騒動の時に、近鉄・バファローズというね、えぇ、由緒ある球団が、あの、年限りで亡くなってしまったと。で、あの、一応ですね、オリックスが、ま、九州のような形で、で、あの、救済措置と バファローズという名前もそこで、ねえー、受け継いだということになっているんですがただあの歴史上 消えちゃってるわけですようん、うん、で調べてみると近鉄バファローズはあの1994年に実は13連勝していたっていうのがあってっあそうなんですかいやそうなんだよこれが、えー、実はねロ、えー、であのその時はですねあの例えばピッチャーは赤堀っていうピッチャーがいて懐かしいねというねで、えー、監督はあの鈴木啓治さんだったというですね 鈴木刑事と言っても君は知らないのか。九十四年ってまさか生まれた年？九十四年は生まれて二年後ぐらいですかね。生まれて二年後ですか。はいはい、そうでしたか。<laughs> <laughs> いやもうねあの不動の大エースで三百十七勝を挙げたという<ー>人だったわけですよ。七十年代八十年代にですねもう金鉄のその西本監督の近鉄を支えたというですね、えー、人だったわけなんですがこういうねでしかもほらこの年っていうのはあのー 英夫さんが、はいえー、メジャー挑戦を表明する直前というですねあ<ー>の方がいて淡野がいてっていうもうねきら星のごとくなわけですよ。<laughs> えー、だったはずなんですけれども、なんか、それもこうで、ね、歴史の隅に追いやられてしまってるなというですね、えー、なんか、ひねくれ者の心に火をつける今日は <laughs>、えー、昨日から今日にかけてだったなという感じなんですが、えー、まあ、あの、ニュース様々、あ、来てますんで、えー、これについてもね、今日のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんとともに深めていこうと思います。はい あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースに対してご意見をお待ちしております、えー、この傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組したふみんなで作り上げるニュース番組です えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんこの後6時半過ぎからの登場です、えー、小池都知事のね過度、えー、の疲労で西洋というニュースーまずは聞いていきたいと思います、えー、それから東京オリンピックパラリンピック飲酒禁止など観客向けのガイドライン発表というニュース、えー、そして国 今回ですが7月に衆参両院で閉会中審査を与野党が合意したというニュース、えー、そして最高裁の昨日の判断です、えー、夫婦別姓を認めないという判断で民法の規定は合憲であるということが出ました、えー、そしてニュースキーワードのゾーン6時半頃ですけれども今日は埼玉県のワクチン接種体制の現状についてお送りいたします、えー、そしていよいよ告示迫る東京都議会選挙最新の情勢についても聞いていきましょう ご意見をいただいた方の中から抽選で5人の方に JA 千葉みどりのおいしいメロンをプレゼントしますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください ここが気になるのコーナーですスタジオに長官各市入ってまいりました、えー、後ほど次第に取り上げますが、えー、昨日のお最高裁の大法廷でのお家事審判の決 えー、夫婦の別姓について、えー、最高裁再び認めずというところ、まあ、各紙一面トップで報じています、えー、朝日新聞、えー、夫婦別姓最高裁また認めず、えー、読売新聞、夫婦別姓再び認めず毎日新聞、夫婦別姓再び合憲。 それから東京新聞も夫婦別姓再び認めずとなんか朝日新聞のまたっていうのが見出しについているところが感情をあらわにしてるなとこういう感じもありますけれどもまあこういうことを感情的に報じるのがどうなんだというのはもちろん別途あるかもしれませんえこれについてはまた後ほど次第に取り上げますえそれから産経新聞はこれねえ連日香港の貧家日報えアップルデイリー についてを書いてますが、えー、今日は、友よ、貧乏よ、復活を待つという、それをですね、あの香港の関東語で書いた、反対字で書いたものが一面トップになっています。パンヤピングを断念潤いというところです。まあ、あの今日 あ24日をもって、えー、この長官をもって、えー、紙面もそして電子版もなくなってしまうとこういうことになります、まあ、今後、えー、これネット上で指摘があったんですけれどもそうするとじゃあ今までこう積み重ねてきたこの26年のこう紙面、えー、あるいはそれの電子版というものも、まあ、今後な、えー、くなってしまうのかと。でこのえー 民主派の,のデモについて、その中から、民主派の側から報じていたっていうメディア、あのー、が、えー、特に香港の中のメディアでは、このアップルデイリのみ。 とと言言っても過言ではないと、まあ、ほとんどの、まあ他の新聞というのが、まあ憲政派と呼ばれる、えー、政府側の視点で書く新聞が多かったので、えー、その貴重なアーカイブというのが失われてしまう恐れが強いというところを指摘する、えー、方々もいらっしゃいます、まあ確かにそれはおっしゃる通りで、この新聞の使命の一つってこう歴史の記録者であるというようなことも、まあ、これはあのーまあ、香港のみならず、えー、各国で言われていることでもあるんですが、その分、 部分が失われるあるいは、えー、失った方が良いと考える向きが中国共産党であったりとかあるいは香港の政府側にも、えー、あるということも、えー、思わなければいけないんだろうという,ふうに思いますしそこの部分の危機感というもの、えー、歴史が葬り去られるあるいは書き換えられるというようなことまで、まあ、含めて、えー、メディアとしては危機感を覚えなければいけないんだろうなということを強く思うところであります。 えー、それから日経の一面トップはコロナ予算30兆停滞というふうに書いてあって、えー、GDP の7%消化しているがアメリカの13%に見劣りをしているという記事を書いております、まあ、あの特に成長へ財政回らずというふうにこのタイミングで書いてくるというあたりが何、ね、とも言えないこのタイミングを感じるところであります、まああのー ね、来年度予算の本格的なものというのはまあ今後ですけれどもそのまあ第一段階として骨太の方針というものが、ね、閣議決定もされそしてこの先というのはいよいよ概算要求が始まっていくというところになっていくそこへ向けてですねいや待て待てまだ消化してない予算がこれだけあるのに積みますのは一体どういうことかというようなですね非常にこう一定の意図というものを感じるなと、まあ、ただですね これあのー、記事の中にはちゃんと書いてはあるんですけれどもいやそれがまたやらしいなと思うんですがあの資金繰りについての支援というものを確かに事業者支援いろいろやってきましたただその部分というのは実はこの、えー、本予算の部分ではなくて、えー、財政投融資であったりとか、えー、特別会計を使ったものが多いということでこの日経が計算した中には実は入ってないんですよで入っていないことはこれ記事の中には書いてあるんですけど記事の中までちゃんと読まないとそれがわからないと。えー、とにかく 使い残しが多いということが一面の見出しだけを見ると、えー、印象付けられてしまうというようなもので確かにあの無利子・無担保融資だとかっていうのはあれ、えー、あの政府系の金融機関とかを使ってますので、えー、その部分はあの特別会計であったりとかを使っている部分も実は多かったりとか、えー、するということで,でその資金繰りについてっていうのはそこの部分である一定程度は、えー、一定程度はですけれどもお 支援策非常にまあ大きかったと。えー、で、まあ、ある程度の効果はあったということが1点と、それからあのアメリカの13%に見劣りというふうに書いてありますけれども、ご案内の通り、アメリカはワクチンがこう、ね、かなり打ち打って、えー、それによって経済をどんどん回していくというフェーズに入ってるんで、それで予算が消化されてきているという面というものは、えー、一面としてあるんだろうと。まあ、なんと言ってもですね、経済を回そうとして、例えばつけた消費活性化の GoTo キャンペーンだとかっていうのを まあ今、この,まああの感染を抑えるかどうかという今、この段階で止まっているものが多いので勢い進捗率だって悪くなるに決まっているとこういうことがありますもちろん、それをですねあの段階でつけることが良かったかどうかっていうのは別途議論が必要だと思うんですがそれも10人ひからげにして予算はつけたのにこんなに使われてないんだから追加でつける必要はなかろうみたいな議論っていうのはあまりにも10人ひからげにすぎるのではないかと。そして予算が策定され ようとしているこの時期にこういう記事が出るということを何か意図を感じざるを得ないなというふうに指摘をしておきます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについても様々いただいておりますが、えー、世界中からねメールをいただきますありがとうございます。 アメリカロサンゼルストールさんです。メジャーリーグという見出しでいただきました。えー、47歳の事業の方。えー、先週土曜、エンジェルスタジアムで、エンジェルススタジアムでメジャーの試合を観戦してきました。お,<ー>おということは大谷さんですか。えー、マスクしている人ほとんどいませんでしたよ。とわずか5%程度というのが感覚的な<ー>感情ですと。えー、マスクをしている私たちの方が圧倒的少数派でしたと。球場のルールではワクチン接種済みであればマスクは必要ありません。えー、未接種であればマスク必要という ということとなんんででですが接種証明の提示は求められませんでしたとでアルコール類も販売していて収容も100%と、うん、むしろエンジェルスの攻撃の時は球場の方から観客に声援を送るようにというような促しもある、えー、もちろん密ですと。 ちなみにロサンゼルスの新規感染者は1日当たりおよそ200人と、まあ、エンゼル・スタジアムのあるオレンジ郡など周辺も含めると300人は優に超えていると思います東京4500人で大騒ぎしているのを見るとなんだかなというふうふに思ってしまいますという,うアメリカからの報告もいただいております。 この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんですおはようございますはいおはようございますよろしくお願いしますお願いしますさあ,あまずですね、えー、この時間は一昨日夜に発表されました小池東京都知事過度の疲労で西洋というなんかねこのびっくりしましたよびっくりしましたよね時期だけにねはいはいであの なんかもうとにかくあの日のだから夜からまあまあとにかく近い人たちね相当取材朝までしたんですけどあの日ほらあの、ちょっと声が、ねうん、かすれててっていうので急にあの日バッとクローズアップされたんだけどうんその周辺の人たちに聞くとね、はい、もう1週間ぐらい前から。はい 相当やっぱりもう見るからに体調悪そうだったってああ疲れてるような1週間にわたってずっとそうだったみたいですねで、まあ、考えられるのは、まあ、その病気とかじゃなくてやっぱり精神的なう疲れじゃないかというねああうあの周りの人たちはみんな言ってるあ<ー>であのまあ 確かそうですオリンピックの大詰め、いろんなことがあった、確か、先週末19日でしたから、総理とも会談していたりとか、これも分まあいろいろ言われてる選挙の話は僕は一切してないと思うけど、オリンピックの話は相当、いろいろ詰めたんだと思うんですよね観客の上限だとかね、そのあの週明けに発表されるものについて、当然話されたすり合わせで、専属に言うね、それからやっぱりお金の問題とかあるし、IOC とどう対応するかみたいなのもあったんでしょうね。だから オリンピックそのものの、うん、1>, 1時間、まあ、でもまあ大詰めだったとオリンピックがね、はい、それからコロナ新型コロナですよね、うん、でこれも実は緊急事態宣言が解除される、はい、その時にほらお酒をどうするかで、はい、また国とちょっと行き違ったりしてうし、ね、要するに東京といじめじゃないかみたいなことも言われたけどまあその辺のこともあったけどただ もう一つ言うとその新型コロナに関してはやっぱり小池さん、専門家集めてかなり細かくいつも分析をどうもしてるんだけどやっぱりねリバウンドが可能性非常に高いんじゃないかっていう話に今なってきてて実際増えてますよね、東京なはその辺でま,あまたかとどうすればいいんだみたいなこんなこともちょっと考えてたというのがまあ2つ目それからあのそれに直面してたね。はい あ3つ目は都議選、ですよ都議選いよいよ明日告示ですけどす、ね、小池さんはどういう立場でその都民ファーストに関わるのか全面的に支援してほしいと現場は言ってるだけどほ他の自民党や政府との関係を考えると、うん、どこまで入り込んでいっていいのか。まあ 要するにこの3つのもう本当に大詰めだったというね、はい、そういうやっぱりこうところで精神的に巻いてたんだろう,うもう一つ言われてるのはこれ一部メディアも書いてますけど、はい、あの愛犬お<ー>ワンちゃんを飼ってたんで、はいええ、もう20年かなで本当にあの癒してた 小池さんは、ね、の癒しのあれだっただので、ね、その愛犬が、ね、あの死んじゃったらしいんだよ、ね、そうですよね、うん、最近、それで、まあ、そういうなんかあ,のある種ショックこれ犬を飼ってる方は分かると思うけどあのペットを、ね、あの飼っている方うちもそう犬いるんですけど特に、ね、20年となると本当かなり長寿ですもんね。うん だからね、そういうことも重なったんじゃないかってかなりあの小池さんに近い人はそういうことを言ってたんですね。ーへーへーだから、まあ、思惑ぶくみとか政局ぶくみとかいうことでもなさそう,う。そうじゃない気がしますね。で、ただねこれはい。まあ影響としてはやっぱ選挙ね。そうですよね。うん、まあそのあたりまた7時40分過ぎの大ゾーンで東京都議選挙についてもお話を伺います。え、はい、今日8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。はいお願いします。 ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK 工事イヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています土曜日もぜひチェックしてください あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。 六月二十四日木曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新娘一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK!Koji、OK! App 7時代もコメンテーターの方々とニュースを振り下げます、えー、今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです改めましておはようございますはいおはようございますおはようございます鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは7時代最初に取り上げるニュースはこちらです 東京オリンピック・パラリンピック飲酒禁止など観客向けガイドラインを発表東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会はきのう新型コロナウイルス感染対策を踏まえ会場での酒類・酒類の販売見送りや飲酒の禁止などを盛り込んだ観客向けガイドラインを発表しました ガイドラインには入場時や会場内では原則マスクの常時着用や大声での応援の禁止自宅と会場との直行直帰といった会場外でも感染対策への協力を呼びかけるということが盛り込まれております、まあ、違反者は組織委員会の判断で入場の拒否退場の措置を取る場合があるとしております、うん こ,れはまあ、このお酒の話は、ね、出た瞬間にやっぱりもう、はい、えって思った人多いじゃないですか、今、まあ、ある人がこ,うこれ、実は理事の一人で直接関わってない人なんだけども、組織委員会のね、はい、いやあの、わざと出したんじゃないのかなっていう表にね、あ<ー>ねまあ、いろいろ、まあ、お酒に関して世論はもう当然批判的だから。はい でそれをやっぱり、あのー、まあなくすというかねう流れを作るためにわざ出したんじゃないかなっていう深読みをする人もいるぐらいそのなんかすっきりしないんですよね。全部がこう、うん、世論 とか雰囲気みたいなものでれ僕一貫してやっぱり思うんだけども、はい、の本当にオリンピックに対してのやっぱり不信感とかそういうものを多くの人が持ってるで今世論調査やって中止というのが少なくなったとは言うけれども実はちゃんと見てみると無観客なら OK とかね、はい、条件付きなんですよね、うん、だからもうオリンピック好きに何でもやりましょうという世論はやっぱりもう少なくてやるにしても っていう条件付き、はい、それぐらいやっぱりあの国民はまだそのオリンピックに対してねいろんな思いを,を持ってるというあれが世論調査だの結果だと僕思うんですねそれに対してやっぱり今こそ組織委員会もそうだけどから政府東京と答えなきゃいけないのは、はい、僕も一貫してるんだけどもあのまず議論をオープンにしてくれとうんもうそれは大人の世界かもしれませんが。 ここまでやっぱりね、はい、あのオリンピックに対しての国民の思いがあったりコロナがあったりするもうここはねオープンな議論しかないでしょう,うお金のこととかスポンサーのことがあるならそれもオープンにするべきだといやそれするとどうせ反対が出るからとかいろいろ言われるんだけど、はい、僕ねもうその段階超えてると思うんですよねだから今こそオープンが必要だっていうこれがまず1つそれともう1つはやっぱりほら、はい、もうざーっと言ってますもう数字基準うん ここれぐららららいいなななの数字ややるとかやらないとかか例えば今度の観客の1万人も持ってるよ、はいうん。僕ね政府がそう決めたからってねあの緊急事態宣言の時に1万人にしたから、うん、それに従うってこんな僕いい加減なやり方ないと思っててもうこれ聞いた瞬間にあ これ、出来できれすって思っちゃうじゃないですか。だから、例えば、会場のその観客で言うならば、これ会場も大きさは違いますよね。もう、まちまちですもんね。そうそうそう。<で>国立競技場は六万七千円に入るわけで、うん。そうそう、それで競技によって違うでしょ、うん、だから、その政府の決めた、そのいわゆる。コロナ対策で五十パーセント、未満、あ、以下、もしくは最大一万じゃなくて。各競技場ごとにね。まず、数字をなぜ出せないのか。はい、それから、やっぱり数じゃなくて。 パーーセンテージの方がかかりやすすくないですかつまり、うん、50%って言ったらあ観客席1つ開けるんだな30%って言ったら2人開けるんだな<て>じゃあパーセンテージの方が数字としては分かりやすいから各競技場はパーセンテージでとかね。はい そういうことをまだしなかなか示さないねで。屋外と屋内でまた条件は変わってくる換気の状況も違うだから、うん、そういう数字とそれからオープンな議論これをやっぱりやらないと、うん、なんかこうなし崩し的にこう進んでいくだからここはしっかりと僕らはいつまでもあのチェックしないとね、はい、この手法が通じると他の政治行政課題をこの手法で、うん なし崩し的にいっちゃう可能性だってあるから、はい、だからね今さらもうやどうのこうのっていうかもしれないけれどもやっぱそういうの一つ一つチェックして僕らはねあの報道は出していかなきゃいけないのかなっていう僕はそき気はしてますけどね、えー、まずは東京オリンピックパラリンピックについてでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします おはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです国会7月に衆参両院で閉会中審査へ与野党合意自民党の森山国会対策委員長と立憲民主党の安住国会対策委員長が昨日国会内で会談し 新型コロナウイルス対策などについて議論するため来月7月に衆参両院の厚生労働委員会と内閣委員会で閉会中審査を行うことで合意しました、えー、衆院は来月7日厚労委員会14日内閣委員会とで、えー、参院はそれぞれ翌日8日と15日とこういう日程のようであります、うん これを聞いてですね、あはい、あのいいことだとあいうふうに思う、その以前にね、国会を閉じてることの方が、僕は問題だと思っていて、だからその、今、このタイミングで、通常国会閉じましたよね、はい、で一応、まあ、不信任が出て、粛々と否決を与党が数で否決して、そして、まあ、はい、閉会と。 ななぜ開かないんでしょうやっぱりね、いやこれは集中、まあ、審査って審議ということでね、はい、例えばその政治と金の問題とかね、それから赤木ファイルの問題とか、はい、いろんなこと今ありますよね、うん、だからそれをやあの集中的にやろうこれは別に悪いことじゃないんだけど、今コロナでしょ、うん、そしてこれからオリンピックがあるでしょ。はい、でねこの これが続いている以上その間にやっぱりやらなきゃいけないことっていうのはもうたくさん出てくるだから常に国会を開いておいてそこで何か問題があればすぐに議論する。 そして修正をする、はい、法改正が必要ならば特措法だってあ,のあんなスピードを持ってやれたじゃないですか、えー、だから、そういう意味ではその法改正がもし必要なコロナなんかで、ね、必要ならばやるで今度オリンピックありますよね、うん、でそれとあのい,わゆるこのいわゆる緊急事態宣言がまた出るか出ないかとかそんな問題がもし出てきたらうん、うん、どう対応する。はい せめてですよ、思いませんか、そのコロナが収束するまでは、国会は開いておくべきじゃないか、で僕はね、もう一つこの、まあ、あの集中的にこういう政治と金とかやるのもいいんだけど、はい、僕ね、やっぱりね、あの補正組んでね、お金のことをやっぱ僕、やらなきゃいけないと思ってるんですよ。でこれはそのいわゆるワクチンも出てきて、そしてコロナも、まあ、な,なんていうかな、少しこうスケジュールが見えてきた。はい ああで今、いろんな例えば緊急事態宣言もそうだけどいろんなことを我慢していろんなことをやるのはもうなんていうかな最後のお願いっていうかね、うん、国民に対して、はい、もう本当にワクチンもできてこういうふうになってきただから最後皆さん我慢してくださいという、うん、僕はもう本当にそ決死の段階最後の段階に来てると思うんですね。うん、そしたらねそれなりのいわゆる最後の我慢に対しての保証とかね、うん これ出すべきじゃないですか、うん、まあ,あの予備費が4兆円かなんかあるとか言ってるけどそれだってどう使うかもわからない、はい、でその中でやっぱり僕はもっと財政出動してやるべきだって、うん、もう疲弊してるでしょであの倒産件数は1300とか何とか言うけどまあはっきり言って、えー、自主廃業なんか加えるとその何倍もの人がこのコロナでもうお店畳んだり人生変わってる、うんはい、失業者もたくさんいる。 今ここにね、やっぱ最後の我慢、うん、最後のやっぱり財政出動するべきだ。そしたらやっぱり補正を組んで、はい、国会で議論しなきゃいけないわけでしょ。うこういうこともひっくるめて、なぜ国会を閉じたのか。はい、まあ要するに、権力側からすると国会開いてるといろいろいろんな問題出てくるとね、まあ追及されたりなんだりって。これ逆に民主党政権の時も閉じたんですよ。覚えてますうん。はい、それで、 その時に閉じるのおかしいって言ってたのは自民党ですからね。だちら、うん <laughs> うん、どっちもどっちだし。だから僕はやっぱりそそこの、だから閉会中審査はそれはそれでいいんだけど。はい そもそも閉会中ってことは問題じゃないですかっていうのがもう、私の意見なんですけどねうんだからもう、どっちもどっちだっていうところなんだから、うん、体質からこれ、改めなきゃいけないよねっていう、ね、いやー、これ、こね、取材しててね、すごく思うのは、うん、いや、僕ね、国会開いてることって何が出てくるかって、やっぱりね、議員の緊張感も出てくると思うんですよ、常にチェックしてなきゃいけないっていうね。う閉じちゃったら 言い訳でできるわけですよ例えば何か問題が起きた野党もいや我々は追及したいんですけど国会が閉じられてますからっていうね、うん、で与党の自民党の議員たちもいやいやそうだよねそれ議論しなきゃねでもやっぱ国会今閉じてるからねっていう、うん、そこが逃げ道になって緊張感すら生まれないでしょ、うん、それからやっぱりここの議員が本当にこのコロナに対してね、はい、どこまでやっぱりいろいろ考えてやってるのかっていう、うん、なんかこう結局なんか今政府と、はい。 その政府の言ってるやろうとしてることがマスコミを通じて国民にって感じだけどちょっと待ってくれってワンポイント実は政府をチェックする国会つまり国会議員がいるわけだからここがもっとガン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 僕よく言うんですよ自民党もね与党で数持ってるんだから毎日のように官邸に行ってねであのお金を出せとね困ってる人に金出せっていうね なんか昔の自民党ってそういうことやってた気がするんだけどなんかね政党議員サイドつまり国会ですよねここが本当になんかフルに動いてるのかなって。うん、なんか そんなこと言うとちょっと失望感とか絶望感、無力感になっちゃうんだけどこの辺もねやっぱり少しもう一回引き締めてほしいなと、ね、国会でもうちょっとその政策の議論っていうものがなんかもうちょっと前はあったような気がするんですがなんか最近はその議場の外でもっていろんなことが決まっているような感じがありますもんね。まあそうですよねだから ななんていうか教科書みたいな話だけどここへ来て改めてやっぱり政府、行政ですね三権分立ですよ、それをチェックするやっぱり国会がねもっと厳しく政府にだって国会ってね僕らの代表が行ってくれてるわけで僕らが行けないから国会に毎日僕も皆田さんも忙しくて者の代理人そそうう行ってくれてるわけだから彼らはもっとチェックしてくれないとってなるんでね。なんか そういう意味ではこの閉会中審査悪くはないんだけれども、はい、閉会中ってことに僕はあえて異議を唱えたい気がしますけど、はい、えそして続いてのニュースはこちらです最高裁夫婦別姓認めない判断民法の規定は合憲最高裁は昨日夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲として事実婚の男女3人が起こした審判で規定は合憲とする判断を示し訴えを退けました え2015年にも最高裁大法廷を開きましてこの審議をしました夫婦同姓を定めた民法の規定を合憲としておりましてまあ今回2度目の判断となったということでえ朝日新聞はまた合憲とこういうような書き方をすねこれは、まあ、司法に詳しい人たちとか、まあ、話聞いて。まあ、あの ある意味では今回、まあ、予想できたあ、うん、という、まあ、予想できるよねっていう人多いんですよね、はいえー、僕もそうなのかななんてその話聞いて思ってたけどもでも、飯田さん、僕ねまだこの話って壁が高くて、うんはい、まだ続くのかなっていうむしろそこにすごくやっぱり違和感を持ってて、うん、あの僕ね、今度の,その、まあ、最高裁の判断で一つやっぱり大事にしなきゃいけないのは これ国会に対してね、はい、議論しろってしろって言ったわけじゃないけど議論を求めましたね、まあ、立法府の、うん、責任だとこれね、ねものすごく実は僕重いと思ってて、うん、もう最後通知みたいな気がして、ええ、もういよいよ国会やってくださいよと、うん、で国会のこの議論がこ,れすごいこの問題停滞してるでしょ、うん、でじゃあ、社会は現実社会はというと。 要するにもう普通にね、はい、女性も働きそして自由に職業を選び、えー、そしてもう変わってるわけですよねもう社会がうどうもその永田町だけが。 あのさっきのコロナの緊張感がないっていうのも同じだけど、はい、なんかこう永田町の論理でその政治の論理でこの問題を捉えてるような気がする実際の現場はどうなのっていうねとっくになんか、ね、仕事は急性でやってますよっていう,、うんうん、うまあ実情そうなってる人は多いですよね、うん、だからそれをじゃあ,あ後追いでその、まあ、制度的にそれを認めていいのかっていや実は今こう実際 それでやれてんだからもう別に触る必要ないじゃないかって意見もあるけど、うん、でもじゃあ相続だとかね、はい、いろんなことあともう個人的にやっぱり人間として一人一人が生きる権限とか権利って考えた時にね 名前とかその夫婦の時のあの名前の選択っていうのはその人たちに任せていて僕はあんまりそこをこだわりない方だからあれなんだけどだからその辺はねもういよいよやっぱ国会でもう早くけじめつけてよっていう感じがまあなんかしますよ、ね。これも政治的なこうイデオロギーの右左みたいなのぶつかり合いに、うん、なっちゃってそそそそううううこういうの別に統一高速外してやってもいいんじゃないのと思うんですようんこういうい問題ででも何でも何ったけどね。えー 高速外して議員一人一人が自分の考え方でね。うん、イデオロギーが違うのこれはしょうがない。ああって当然、うん、だけど、現実社会はどうなのか、ね。うん、もうそうなったらね、党議拘束外して議員一人一人,一人ですよね。世代によっても違いそうですもん。それでなんかやっちゃえばいいですよ。うん、と思いますけどね。はい。おはようニュースネットワークでした。えー、この時間特集一都三県ワクチン接種体制の現状ということで、一週間にわたって、お送りしてまいります。 えーまあ、東京、神奈川、千葉ときまして今日は埼玉についてなんですがその前にこのワクチンについて昨日ニュースが入ってきました、えー、河野規制改革担当大臣はモデルナ製のワクチンの配送が追いついていない上今後供給できる量を上回る恐れがあるとして大規模接種は昨日で職域接種は25日の午後5時で新規の申請の受付を一時休止すると発表しております。 これ、ね、大規模接種も一時、休止になっっっちゃったっていうねワクチンっていうのはできる限り早く広く打たなきゃいけないから、はいあのま、間口を広げるっていうか打てるチャンスをどんどん広げるとだから大規模、えー、あの接種会場を作ったり、ね、それから、うんまあ、各企業でもやってくださいどんどん広げるっていうのはあの僕は間違ってないと思うんですねだけれどもこういうことは起きるわけですよ。 これって同時に考えるべきことなんだけどなんかその辺のちぐわグさんをすごい感じますね僕はねだからもう供給量っていうのはどれぐらいっていうのはある程度もうね僕らは目の前で並んでると見てるわけじゃないけども、はい、ある程度そのそ,その辺の予測ができないのかなだってね民間の,その職場で接種っていうこれはね民間の力っていうのはすごいからやろうって言ったらねそれ一 木にね、まね出ますよ。うん。うんだから。 僕は例えば大規模接種なんていうのがある程度100名を終えたとは言わないがえそういう意味ではそこを縮小してでもね僕はあの地域とかまあ今日そういう話にもなると思いますがねこの埼玉県ですだから地域で打てるようにするとかねえそれから大規模を1万人を1か所じゃなくて1000人を10か所作るとかできる限り住んでいる地域で打てるような形にシフトしていった方がいいと思うんですねとか職場とかね。そそししたら大規模を縮小してその分 もうその供給を回していくとかね、うん、かそういうなんかこうトータルなプラン、僕、最初からあるのかなと思うんだけど、それがもしかしたらないのかもしれないですよね走りながら考えていって、今後また変わっていくのかもしれないです、ねうん、それはね、ねありなんですよ、今回の場合はねなだから、だからこういうことであれば、至急そういうふうにね。はい あのね、変えていいいくととうねね、うん、それが必要だと思います、ねうん、さあ、そして、えー、埼玉県についてでありますが、えー、まずですねあの総務省などが発表したあの調査結果で、えー、今週22日火曜までの時点で高齢者は1回目96万53人ということで接種率 49.59%、1 49. 一都三県では東京に次ぐ接種率に上がってきている、そして2回目接種まで終わった人が26万1人で13.43%ということ、まあ、こちらはもう少し接種率を上げたいということのようであります。であの県内の65歳以上の方、全員分ワクチンはすでに確保しているよというふうに言っていまして、 7月5日及び12日の週までに12歳以上の人口のおよそ38%分のワクチンを確保できる見通しというふうふになっております。 でそれから8月以降、越谷、川越熊谷の各市の、えー、に県内3カ所に集団接種会場を設置するということで、えー、早期に64歳以下の一般接種まで終えるためのサポート体制を整えているということです。で、えー、各自治体もいろいろやってますけれども、まずは埼玉市こちらはうん特殊特設の接種会場を増設しているということであります。まああの既にね医療機関や薬剤師での接種は進めてますけれども、新たに 会場増設しました一日最大2500人分の接種ができるようになったと一、えー、つは浦和競馬場、えー、そしてもう一つが、えー、市営駐車場の桜木駐車場会場とこういう2つ、えー、プレハブ内空調設備を万全にしているということです、えー、それから あのー、続いては川口市、えー、こちらはですね全医療機関を投入するという、まあ、接種計画、川口モデルを確立したと、でえー、国の支援金に上乗せする形で市独自の協力金も給付して、もとにかく早く打つんだということでやっていると、えー、集団接種会場で4万500回、およそ140の一般診療所で8万4000回、えー、13ある、えー、ベッドを含む有症病院で3万2500回と。 大久保病院5箇所で2万回、これを分担できるようにして、6月末を待たずに終了をさせる方針であるということであります。えー、それからあの5箇所で、5会場で行っている集団接種を、今後は閉店して使われていない旧総合川口店1階の1会場に集約をしてと、あの5箇所で行ったものを1箇所に集約して、よりま効率的にやろうと。 ねいうことで、まあ、これ会場を増やそうとしている多くの自治体とは逆行する試みではあるんですが、えー、市によると医師や看護師を集めるのが難しく、分散していると効率が悪いという指摘があったということであります。まあ、この辺というのは、そのまあ、市のこう範囲の狭さ、広さみたいなものともまあ緩和してというところかもしれませんよね、えー、それから。 えー、他にもですね、えー、戸田市では、あ、アクシデント事例というものを作成し配信をしていると、注射器の取り扱いなど6つの項目について、まあこういうヒヤりハット事例の共有というようなことも含めて、えー、スムーズに接種が進むように様々工夫がされているようであります。えー、1都3県ワクチン接種の現状、今朝は埼玉県についてでした。 お送りしております OK 工事ーーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ <music> 東京都議会選挙明日二十五日告示明日二十五日は任期満了に伴う東京都議選が告示されます 定数127、42の選挙区に対して、昨日時点で250人以上が立候補を予定しておりまして、前回2017年の259人と同じ規模になる見通しです。 9日間の選挙戦が明日からスタートということで、まあ、総選挙が、ね、10月の任期までに必ずどこかで行われるということもあってその前哨戦だなんてことが言われておりま,すまあそうですねあの、やっぱり実は都議選、まあ、東京っていう選挙区が非常にこう特徴的なんだけれども。 これ地方選挙なんですよね、はい、東京の地方の選挙なんだけども、えー、そのこれあのずっと長く取材してきてすごく思うのは東京ってやっぱり無党派が圧倒的に多い、はい、で無党派が多いだけじゃなくて、えー、さらにもう一つ言うとね流動人口がものすごく多いんですね。つまりその、うん、普通に考ええれば例えば例転勤族なんかは、はい 大体三年ぐらいで変わるでしょ。ねうん、だから子育てね、例えばお子さんが生まれた。はい、じゃ。 少し子育てしっかりやりたいってことで東京離れてちょっと郊外の自治体に住とかね大学生分かりやすいですよ入学して4年したらもう卒業して地元戻るかるのかうんそうそうそうつまり結局ね例えば選挙あるでしょで任期が4年だとするでしょ年後に 多い地域では半分ぐらい入れ替わってるんですよ人口<ー>そうなると何が言いたいかというと、うん、地方選挙だから、うん、この地域をどうしますとか、はい、あー立派な道路を引きますとか。 えー、5年後にはこういう町にしますとか言ってもいやいや、俺、その時もう住んでねえよって話になるわけですよ。響かないんですねそ<う>だから、ね、うん、そういう意味ではこの,あの東京都議会議員選挙っていうのは意外とその地域の政策テーマよりも今、政府、国で何が起きてるか,、はい、かというようなね例えば、うん、今だったオリンピックとか、はい、コロナとか。うん もう場合によっては政治と金とかそういうものが投票行動にも影響してくるこういうい特徴がやっぱあるんですよねそうすると国政の流れみたいなものが影響してくる、うんうん、そういうふうに連動する、うん、でだから逆に言うとや選挙やってる、まあ、人間からするとね、はい、例えばもう自民党の東京都,都議団なんかそうだけど。 もう中央の自民党政府が何かやらかしちゃうと全部影響が自分たちにかかってくるわけですよ <laughs>、はい、だからもうそういうのでもう中央に振り回されてきたっていう歴史がやっぱり自民党の都議さんたちなんかそれによって自分の不信が関わっ,ちゃうっ,ったところでいやいやまか 中央ではあのコロナ対策何やってんだなんていうのが来たりねだからまあそういうふうなちょっと特徴があるので中央の政策課題みたいなものがまあ影響を受けやすいっていうのがあるで、まあ、今回その中でも例えば、まあ、とにかく都民ファーストというね、はい、こうやって旋風が巻き起こした前回これが今第一会派だけどこれが本当に第一会派をキープできるのか自民党にしてみればもう大リベンジですからね、はい、だからもう必死でやっぱり自民党やってきてるで今ずっと世論調査なんかまあいろんな な政党もやってますけども、うん、自民党はもうあの明らかに副長というかね、はい、前回のやっぱりあのどん底から這い上がってくるというような今流れ都民、うんえー、ファーストは逆に言うとやっぱりあの前回取り過ぎたっていうのもあるんだけれどもあ,<ー>あとはよ4年間行ってどんな活動してきたのかとかねアピールとかあとなんだかんだ言っても小池さんが、うんえー、前回のように前面に立ってっていう感じではなく今まさにまた療養を。 こうトミーファーストっていうのがあ、まあ、勢いがあちょっと落ちてるというようなこうう全体感じですよね。それから、まあ他の政党でいくとやっぱり東京ってそうなんだけどあの何か、えー、政策でいろんなことが問題が起きて例えばコロナ五輪とかそうだけども。 そうすとだから共産党は実は比較的、あのーまあ、いい戦いをしてるとかですね<ー>立憲もまあそこそこに、あのーまあ、そう中央の自民党批判みたいな票が立憲に回る可能性もあるという,と、ねうまあ、全体を言うと大体そんなこう感じなんですけどポイントはね、はい、これ今いろんな報道を見てると自民党が第一会派に。 帰りそうか帰と都民ファーストがものすごく負けるんじゃないかとかうそういう視点が多いんだけども実は僕はねやっぱりこれ最大のポイントは今度は自民公明党で。 え過半数を取るかっていうことなんですね前回、選挙協力しなかったけど、今回はちゃんと協力してやるして,ますっていうことですもんね。うんうんまあ、これも実は,実はあの、公明、ちょっとこう触れたいんだけど、公明党がね、結構実は厳しい戦いしてて、うん、絶対東京では勝たなきゃいけないんだけど、公明党は、ね、これ、それこそ党の歴史にもね。 関わってくるところですよね。政治を始めた一番の、はい、あの歴史の原点、公明党は東京都議からしたーしてですね。六十、ね、年代。そうそうそうえっとええ五十そうですね五十五年かなあの無所属当時は。ですよねまだあの党として出来上がる前ですよね。前前前そう,そうそうそう。うそれからやっぱりなん最大の支持団体のね、はい、支援団体の。 総合学会の本部って東京にありますだから常に公明党は東京で与党でいて、はい、いなきゃいけないでそういういろいろな基盤も出来上がってますからねあのいわゆる各分野との関係なんかもそうだけど、はい、利害関係も含めてね絶対勝たなきゃいけないんだけどその公明党がね得意の,そのいわゆる 面談活動っていうか、はい、それが、だからね、選挙運動はできてないんですよね、<ー>十分に、だから、なかなか厳しいって言って、公明党の中の人たちも、まあ、必死にやってるんですよね。で、この自公で過半数どういう意味かとここでやっぱり過半数取ると、はい、もう要するに都議会を牛耳る、都政を牛耳る、そうするとね、前の石原慎太郎さんみたいに、自公<ー>が過半数持ってると、その手のひらで。はい 乗らなきゃいけない。自由度が効かないんですよね。だから今回もし時効で関数取れば、はい、小池さんが手のひらに乗せられちゃうってことになる。なるほどだからあの小池さんが思い切ってできない。つまり都政が大きくやっぱ節目を迎えるんですね。ただ時効で関数取れなければ、はい、まあトミーファーストがたとえ票減らしてもね、あの議席減らしても。 他のところでまとまったりして、あはい、まあ逆にまあ乱戦に都議会になっちゃって、都政が逆にもうぐちゃぐちゃになる可能性もあるんだけど、とにかく時効が過半数取るかどうかで、ね、今後の都政が決まってくると、ここが最大の僕はポイント、見どころだと思いますね,は<ー>ねもし、事故で過半数取れなかった場合に、うん、もともと都民ファーストって、もともとこう都議会自民にいた人とかもいたりするじゃないですか、飲み込みにかかったりとかってあるんですかそれもあります 逆もあるんですよ例えば公明党がさっき言ったように絶対与党でいなきゃいけないわけだから<ー>じゃあ自公をもう一回離れてねああなるほど <laughs> 民派とあるいはその別の会派と、うん、組んで3派4派連合みたいなものにする可能性,可能性だってあるわけでしょだから、<ー>まあ都政はかなりその今度の選挙結果によってねあのその先が変わってくるっていうねポイントは自公が関成とあるかどうかここを一点を見るといいと思いますね。 選挙まあその情勢についてでありましたこのコーナー含めて、えー、ラジコタイムフリーポッドキャスト youtube でも配信していきます番組ホームページご覧くださいただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行いますはじめに偽総理から発言がございますそれではよろしくお願いします先ほどラジオお調べ週間対策本部を開催し東京神奈川千葉 埼玉、えー、っと、三県について、6月中旬のこの時期、ラジオ、特に日本放送重点的に朝6時から8時の2時間、聴取していただきたいと決定をいたしました。もちろん、この一都三県の地域以外でも、ポッドキャスト、YouTube などで、聴取者が 増加傾向にある地域もございます。しかしながら、この時期は特に大事な期間と位置づけまして、皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いいたします。私からは以上です。それではこれから皆様よりご質問をいただきます。指名を受けられました方は、近くのスタンドマイクにお進みいただきまして、 所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします日本放送の新業です偽総理に伺いますこの飯田浩司のオッケー工事イヤップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っていますこのコンテンツの中でお調べ週間のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか偽総理どのようにお考えでしょうか まずですね、重要なことは結果です。100の言葉よりも1の結果です。この時期は特に民意が問われる1週間でございます。お調べの結果で番組の継続、あるいは終了が決まることだってあるわけです。この工事本体が終わった場合、当然ながら、ポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにも、 この番組を守り抜く皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの中央派でお聞きではなく、ポッドキャスト、YouTube などでお聞きの皆さんの中で、もし何らかの連絡が来ているという方がいらっしゃいました。何卒清き一票をよろしくお願い申し上げます。続いてそちらの 白いシャツの方放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですがこれは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうかお答えください。そそれははですね様々な放送局ああるるいは番組があるからこそご自身の お好みの番組を調子すべきだと考えております。番組調子のドアは常にオープンです。どなたでも番組をお聞きいただくことができます。いわば自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局です。そして今ご指摘ありました自衛隊のおカレーやまんじゅう、正しくはですね、激カレーと激まんじゅうでありますが、 え、これらを食べるということも、今目下、大規模接種センターなどで、今まさに、今、ご尽力されている、彼ら、彼女らに対して、ささやかな応援となります。まさに、ジューシーであるということです。そして最後に、大事なことなので、もう一度繰り返します。日本放送で、朝、6時から8時に放送している、飯田康二の OK、OK, 康二アップ。 この番組を聞いたと、皆さん、声を上げてください。By my c o ジーア p プ。日本放送は買いです。c o ジーア p プは買いです。この機会に、関東1都3県にお住まいのお知り合いに、ぜひ、この番組を進めてみてください。今日はどうも、ありがとうございました。それでは以上をもちまして、本日の記者会見を終了させていただきます。 ご協力ありがとうございました、えー、木曜日のコメンテーターは政治アナリスト伊藤敦夫さんです、えー、今日は敦夫さん恒例の木曜日の川柳から参ります IOC なんだか似てる GHQ <っ> IOC GH はいえん それにしてもあのなんか,か最近見てるとどこまで五輪ファーストなのかなっていうね、うん、あの印象が非常にこう強くて、ま、はっきり言うともっと無神経だなこいつらっていうのもあるし、うんまあ、これ IOC だとかその下請けの組織委員会とかですね、うん、ついでに、まあ、国や東京都もそうなんですけどなんか。 日日本本この日本東京で開催するあのオリンピックなのになんかその中にあの、そこのある部分だけまるで別の国がこう生まれてですね、うんえー、そこが勝手なことをやってる、えー、平然と我々普通の日本人の意識とは違うようなことを平気でやってるような気がして仕方がないんですよね。さすがにこう批判を受けて やめますとは言い出したけど最近あの一番本当びっくりしたのはなんか組織委員会があのオリンピックの会場でですね酒の提供を検討しているという報道を見てあびっくりしましまたねでこれについてのオリンピック担当大臣の丸川さんがねまあかなり本音の話をされてました。 要するに大会の性質上、ステークホルダー、ステークホルダーって関係者っいうことなんですが、まあ、要するにスポンサーですね、理解関係者の存在があるので、組織委員会としてはそのことを念頭に検討してるんじゃないかと、<laughs> はいまあ、まさに本音の話をされたなという感じがするんですが、はい、要するに、金出してるスポンサーに儲けさせてあげないといけないよねと、サービスしてあげなきゃいけないよねと、なら酒売らせてあげたら、うん、っていうのはう、おそらく。 これはもうみんな公になってますけどこれは対象になっているのはアサヒビールなんですけどアサヒビールがそんなことを要求するはずがないんですようん、うん、アサヒビールは日本の会社です日本の国民にあのお酒類をいや、まあ、清涼飲料水を売ってるところですからこんなことやったらこうなるなってのは絶対分かってるはずうん、うん、だから多分ですけど組織委員会だとかその周辺にいる金儲けにしかあの目が向かない連中がこれやったらどうですかって話にうん、うん おそ、えー、らくなったんだろううと思うんですよねただ彼らの発想っていうのはやっぱりせっかく金出してもらってるスポンサーだから、うん、こいつらなんとか儲けさせてあげなきゃいけないなとそのためならばコロナの感染が、まあ、広がったってしょうがないよねっていう発想じゃないの、うん、って思わざるを得ないんですよねあの。検討してるっていうだけでもびっくり仰天したんですけどもでそういう発想をこう見ていると要するに。 オリンリンンピピッッククパラいうか、まあ、五輪と言ってもいいですね五輪のためなら国民の命とか健康なんてそれほど重要視しなくてもいいよねっていう,うんなんか真理みたいなものが透けて見えちゃうような気がするんですよ。でちなみにあのあの五輪のスポンサーっていうのをちょっとこう面白いか調べてみたんですが4段階分かれてですね、はいえー、一番上の IOC と直接契約結んでいる ゴーールドパートナーじゃあ失礼、えー、ワールドオリンピックパートナーって言うんですか、うん、これが大体いい10年契約なんですねですからこのワールドオリンピックパートナーっていうのは今回東京オリンピックがあろうがなかろうがあんまり関係ないんですよ、うん、実はでこれがまあ一番上のランクで10年間で200億とか300億とか言ってますねで次がゴールドパートナーってやつで 実はアサヒビールもこの中に入ってるんですけど3年で100億払うとうオリンピックからオリンピックの間の期間ですねでついでオフィシャルパートナーっていうのがあってこれが3年で約60億円ぐらい出してるい、えー、それから最後がオフィシャルサポーターっていうんですかこれは同じく3年で1415億 出しててるっていう話なんですねこれトータルすると3920億になるんですね、えー、まあかなり巨額ですよねこれねはっきり言って、うん、でこれだけのお金出してそれだけの宣伝効果があるのかなってちょっと思ったりなんかもするんですけどまあ要するにオリンピックっていうのがこの金額だけ見てもね、えー、要するに商業主義にもうどっぷり浸り込んでるな、うん、なんでそんなに スポーツの祭典にお金をつぎ込まなこういうふうないわゆる商業主義っていうかな、えー、もっと具体的に最近の状況で東京五輪の件に関して言えば日本人の命とか健康なんかどうでもいいよ的な発想の背景にあるいは元にいるのは誰なのかというとですねこれやっぱ I.O.C. だろうと、うんえー、思うんですね。 であのふと思ったのは、IOC ってなんだか、あのかつての GHQ に似てるなって、ふっと思ったんですよ。GHQ、ちなみに、えー、にに連合国軍最高司令部というか、もう50代以下の方はの全然知らないし、記憶もないし。うん、まあ 教科書なんかねもちろん習っておられるとは思いますけども、うん、知らない方も多いと思いますし僕自身も直接は知らないですよもちろん、はい、なんですがその GHQ がなぜ日本に出てきたかっていうのをずっともう一回改めてねたどってみるとやはりその冷静あるいは客観的な被害つまり日本とアメリカとの戦力の分析だとかいうのは一部そういう警告があったにもかかわらずそれを無視して。 とにかく精神論だけで軍部が突っ走っ走てで、最後は今更やめられねえよというような理屈で戦争に突入したわけですね。でその結果どうなったかというと多くの犠牲を払った上で敗戦というまあいわば悲惨な結果を招いてしまった。これがあの太平洋戦争ですよねで。日本が敗戦したことによって日本は さっっき言った GHQ 連合国軍最高司令部、えー、の支配下に置かれる、まあ、完全に、まあ、僕らの時代はよく中流軍って言ってましたけどね中流軍ね要するに占領されたわけですね、うん、で日本という国の主権さえ取り上げられてしまった。 でその GHQ の占領下における最高権力者というのが誰かというとその GHQ の最高司令官だったダグラス・マッカーサーという、ね、アメリカの軍人の方ですねでこのマッカーサーに対しては日本の総理大臣でも、えー、彼が何か指示をしたり命令を出したことには一切逆らえない要するに日本という国家の上に位置する存在、えー、だったわけですね。 で彼らはある意味日本を実験台にして自分たちが思うような国を一回作ってみようぜというような発想でいろいろと日本という国家のえ形みたいなものを崩してみたり作り変えてみたりしたのはこれはあの知ってる方は皆さんご存知だと思うんですね。でその日本が取り上げられた試験を回復したのが敗戦から 7年後だったんですかね年ですから7年間日本は日本という国じゃなかったんですよねでその時その日本を統治していた支配していたのは GHQ です、うんえー、まあこれももはや過去の、ね、歴史70何年前の話ですから過去の歴史になってしまったのは事実ですけれども、まあ、そういう経緯を経る中で今の日本が成り立ってるっていうことだけはね、うん、やっぱり覚えておいた方がいいなと思うんですね。 でそういう意味で言うとさてこう、今回の一連の、ね、オリンピックをめぐる流れを見ているとどうもその冷静客観的な感染リスクには目をつぶってですねで国民の不安や心配や反対を無視して東京オリンピック・パラリンピックは観客を入れて、えー、開催されることにどうやらなるらしいですね。 まだコロナの感染次第でどうなのか分からない部分は残ってますけども一応流れとしてはそういうふうな方向に動いてるでもちろんこういう流れに関して言うと第一義的には、まあ、あのおとりあえずはこれあのお今の菅政権政府のお、まあ、方針なり意思なりっていうのが、えー、こういう流れを作ってるこれあの 昨日とかな昨日の朝日新聞の朝刊に JOC の理事の山口かおりさんが面白いことを書いていて「あの今の五輪って実は政治家に操られてるんだ」と。で本来 JOC JO って何でできたかというと政治と分離するために新しく発足したんですよみたいなことを書いてあられたんですが、はい、まあ流れを見てると完全に政治が動かしてますよね流れをね。 でまあ、これ、政府の方針ということで今、動き出しているんだろうと思いますけれども <got> あのそういう一連の流れを見ているとやっぱり政府の方針というかその日本の国の,あの方向性をこうある意味、超えた存在があってね、うん、でそれがあのシャニムニ五輪強行しようとしてそれが国内の五輪関係者がそれに従っているように。 あてては政府まででそれにに従っいいるようななんか見えて仕方がないんですねだからそうなってくるとさっきお話した GHQ っていう存在なんかその存在に変わって今そのある部分ですけどもちろん部分的なところだけれども日本の国を国家や政府を超えて支配をしているのが IOC なのかなって。<laughs> えー、も,もちろん極端な見方ですよこれは極端な言い方ですけどあのそんなふうに思えてきちゃったんですよね。でまあこれまであのぼったくり男色と言われている IOC のバッハ会長以下 IOC、うん、の幹部連中が日本の国民の皆さんの不安や心配反対の声をほとんどこう無視するかのようにですねさまざ、あ、ま無神経な暴言を ずっとこう繰り返してきてきますよねえね間だったとこだけでも出すとあの副会長のジョン・コーツさんという方ですか今日本に来てるんですね「緊急事態宣言下でもオリンピックやるんですか?」って聞かれて即座に「絶対やる」<laughs> 何のその資料もっていうかな反問も悩みもなく「絶対やります」言い切ってるわけですね。えー、あるいはあの なんか元副会長で今最長路とか言われてるリック・バウンドっていうねおじさんがいるんですけどその人なんかあの菅首相が中止を求めたとしてもそれは個人的な意見に過ぎない大会は開催されるよ日本国の総理大臣が言ったって何知らねえよっていうことですよねよ。ここで開催するんだよって言いたくなるい要するこういうことを平気然と言い放ってるわけでしょ<ー>で確かに開催の あの決定権っていうのは契約上は IOC にありますよだけどこの言い草聞いてると俺たちは日本国家なんかより上の存在なんだぜと言ってるのと同じですよねでさらに言えばあのバッハ会長なんかは東京大会実現するためには我々いくつかの犠牲を払わなきゃいけないこう言い上がったんですよねこれ <laughs> <laughs> こう言い上がりましたね 犠牲を払ってまででやらななきゃいけないけんですか、うん、犠牲当然だよオリンピックやるためにはっていうのはあとであのバッハ会長の「犠牲」っていうのは自分たちの家族を呼ばないとかそれが犠牲になるの <laughs> って逆につっんみたくなっちゃったっていうね <laughs> それが犠牲かよって話ですけどね <laughs> まあ要するにあの僕なりの極論させていただくとその確かに 東京五輪というのは世界最大規模のスポーツの祭典かもしれませんが逆に言うと1スポーツ大会ですよねそれなのにこんなことまで言われた日本政府や関係者側はこういう暴言つつのや傲慢な発言に対して一度でも反論したことはありますかええー。 あんたらの言うこと、あんたの言うことなんか聞かないからねって言われた菅総理が、ふざけんなこの野郎って言いましたないですね。僕だったら言っちゃいますよね。うん、ふざけんなこて言,うと言いますよね、ええ。帰れこの野郎っていうね。うん、まだ来てるのかどうか知りませんけど。うん、帰れこの野郎って言って、お前も抱えないって言われて、二人で帰っていくてい、ね、<laughs> そあれもありますけどね。あの、もう一切反論も、その、批判もしない。うん、えー、おとなしく IOC の言うことに従って、粛々と。 オリンピック開催に向けて、えー、汗を流してるわけですね皆さんねスタッフの皆さんの方が大変だと思いますよそれはで開催都市のトップこれオリンピックって本来ね都市開催でしょ、うん、改めて考える、うん、国が出る幕はないんですよ本当は、うん、国は後ろから支えるっていうだけであって主体はあくまでも都市なんですよねロサンゼルスだバルセロナだ北京だ東京だ でもその東京、まあ、体調の問題もあったのかもしれませんけれども小池さん、うん、どうもね最近ずっと見てるとその五輪に関してはほとんど前に出てくるような発言してないんですね、うん、なんかあのその件に関しては調整中ですとか安心安全な大会をその実現するために努力しますとかなんか全くその従来のいわゆる小池劇場的な発言というのが一切なくて。うん ものすすごく大人しいですよね小池さんってあの強いものに立ち向かうっていうのが、まあ、非常に受けてきたわけじゃないですか今まで自民党東京都連だとか、まあ、それこそ自民党そのものだとかだったら IOC に立ち向かうっていう姿勢見せるのかなって結構皆さん期待してたと思うんですけど全くそれはなかったですねで菅総理に至ってはその国会なんかで質問されて「いやあのオリンピックの開催権は IOC にあります」とか。 あるいは私は主催者じゃないって <laughs> 言って一切逃げまくってましたけどじゃあこの間の G7 で各国の首脳に東京オリンピック開催の支持を求めて回ったのは何なのよ、うん、とあれ主催者の振る舞いですよね、うん、なんかその辺ちょっと矛盾してるんですけど、うん、とにかく。 えー、主催者じゃないと言いながら実は主催者的な行動をとっているにもかかわらず IOC に対して何か一言でも文句をつけるかと思ったら何も言わない、えー、あの5人がコロナの問題に関して言えばリスクを伴うってことはこれは誰もが認めてるわけですよこれは推進しようとしてる人だって認めてるわけですね現時にナイジェリアの選手でこう2人目の感染が出ましたよね ウガンダですね、はい、でそれは向こうから来た選手とか関係者の感染の問題だけじゃなくて、うん、国内での感染の広がりっていうのに五輪がかなり大きく影響を与えるという見方が支配的なわけですよねでどう考えたってそれはリスクがありますまあ無事終われば一番いいですよそれは。 なんだけど現時点で言うと開催しないよりも開催する方がリスクが高いっていうのはこれ誰が見ても明らかですよね、えー、普通だったら例えば一国のリーダーがですねそのリスクを最小限に抑える国民の命と健康を守るのは最低限の義務だって考えてるとしてればオリンピックやりませんって 言ううと思うんですよ普通はでやったとしてもそれほどねあの感染が拡大しなかったということになればもしやった側は「ほら見ろ感染拡大しなかったじゃねえか」って言うかもしれないけどそれは結果論であって今の時点では少なくともリスク計算すれば間違いなくリスクが高いわけじゃないですか。でもそれを言い出さない 僕ねもしそれ言い出した時にこれあのテレビとか他の文章なんかでも言ってるんですけどなんかよくその巨額な賠償金取られるとかね、うんえー、なんかあの、えー、IOC はそれでも強行するんじゃないかとかって言いますけど、うん、まず IOC が日本国がやらないって言ってるのに強引にどうやってやるんですか コロナ対策政府がやらないとなったらそこへ彼らどかどか乗り込んでくるんですかやれっこないですよねだから巨額の賠償金でも請求できるわけがないですそんなことやったら二度と世界中でオリンピックできなくなりますよであのオリンピックの契約条項にはその開催権は IOC にあるって言うけれどもやっぱり1項目ちゃんとですねやむを得ない事情っていうか自然災害だとかあの今回のコロナだとか みたいなな場合は協議でできるることになってるんですよだからそれも含めてあのもしやめますって言ってもそれは IOC がそれでもやるよってそのディックバンドみたいなね、えー、ことが本当にできるかちょっと絶対できないんですよそんなことは、えー。にもかかわらずやっぱりこの今頃の段階でいうと日本側っていうのは IOC の傍若無人の振る舞いを黙って受け入れてこれ五輪に向かって。 えー、走りつつあるんだなということはやっぱり怪しいっていうのがこうに見えるわけですよ、うんねまあ、最近の,あの世論調査の数字なんか見ていてもの多くの人が反対論から、えー、観客制限論みたいなねあるいは無観客も含めてそちらの方にどん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 こう動き始めていますよね世論自体がね。 そうすると僕は政府だけじゃなくてあるいはオリンピック関係者だけじゃなくて一般の国民の皆さんもなんか IOC の思惑に乗せられつつあるのかなっていうそんな気もするんですよ、えー、ちなみにね最後になりますけどあのかつてそのダグラス・マッカーサーというですね連合国軍最高司令官が、えー、解任をされてねアメリカ本国で,で。解任をされたという時に 衆議院参議院の両院がですね感謝決議文っていうのを作って送ってて送るんですね<ー>でそれだけじゃなくてあの羽田空港でから帰ったんですけど帰路、うん、に向かう沿道にはですねあのおよそ20万と言われてるんですがの日本の国民の皆さんが小旗、うん、日の丸の小旗を振ってですね「うんまあ、母さん,さんありがとう」っつってねお送りしたらしいです。それはもちろんあの <laughs> も、まあ、もいいことをやったかもしれでも占領して日本の国家を作り変えてる人たちですよ、うん、日本人の意思と関係なくその人たちを小型を振って皆さんを送ったらしいですね、うんまあ、お母さんの本によると200万人って感じがこれだいぶ水増しらしいんですけどね <laughs> まああのトーマス・バッハさんがね今度オリンピック終わってお帰りになる時、えー、果たしてどんな光景が見えるのかなという気がしますね。 阿さんも私も1964年、昭和39年の東京オリンピックの記憶があって、はい、その時の IOC の会長、ブランデージさんあそうたね。でしたね後にこのブランデージさんというのは、アマチュア精神のゴンゲと言われて、とても扱いにくい人だったと、うん、なぜかというと、ちょっとでもこうあのスポンサーとか、うん、そういう話が出たときは、一切こう跳ねつけていて、その裏では自分はもらってたんじゃないかとか、<laughs> いろんな話もあって。<laughs> うん でも1984年のアメリカ・ロサンゼルスオリンピック以降、うん、もう運営ができない肥大化したオリンピック、うん、じゃあ、えー、商業主義を少し入れてこようって言って、うん、で今、こうなっちゃってるんですけど、うん、これ、オリンピック関係者の人も言ってるんですけど、うん、あまりにも肥大化して、うん、IOC でさえコントロールできなくなっているという商業オリンピック、うん、この先どうなっちゃうんだろうって,言って。 話になってますよね、ねなかなかこう開催に手を挙げる国が減ってきてるって話もありますしね、やっぱりあのだから今回、すごく僕、絶好のチャンスだったと思ってるんですけど、うん、こういう状況だからこそ、もう一回オリンピックの精神の原点に帰ってね、うん、見直そうよって声がなんで出てこないのかなと。それが結構、JOC とかからも出てるって話を私は聞いてますけどね。そうです木曜日の深読みジャパンンコメンテータータは 政治アナリストの伊藤和夫さんでした。来週もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。毎週火曜日は経済です。明治大学准教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さんおはようございます。おはようございます。今日はね各紙一面で伝えてますけれども、昨日の東京証券取引所、はい、日経平均株価が一時1000円を超1000円を超える額で下がってしまって、えー、終わり値が前の週前週末と比べて953円15銭安だったと。はい アメリカの利上げが早まるという見方から幅広い銘柄が売られたということなんですけれどもこれを飯田さんはどう見てますかはい、えー、日本、アメリカともにですね、はいえー、かなりあの株式市場が政策相場あ政策の先行き次第で大きく動く動状況になってきていまでもともと端を発するのは先週ですね、はいえー、アメリカの物価統計が出まして。うんはい 前年比で5%の上昇とあ、インフレがちょっと高まってきているよ、ねはいまあ、これ自体はですね、はい、その昨年の5月、原油価格が大幅に下がっていた時期との比較なので、ちょっと前の年が、物価が低すぎたからという理由もあるんですが、ーー単純にしてはその5%という数字だけ見て、インフレとは言い切れないところがあるんですかね、<laughs> はいね。 でその一方で、ただアメリカですと、徐々に、はいえーま、インフレ率が高まりつつある状況ではあります、はい、これを受けまして、FRB、ま、アメリカの中央銀行ですね、はいえー、こちらがですね今、継続しているゼロ金利政策、うん、超短期の銀行同士の貸し借りの金利、はい、といった、ま、短期金利を引き上げる、うん、これを 当社24年2024年からと言っていたのをちょっと2023年頃からというふうに修正してきたこれによってある意味で言うとこういった経済政策景気配慮型の経済政策の手じまいが予想より早くなるんじゃないかと、ね。 金融緩和がこれから収まっていて引き締めにひょっとしたら入っていくかもしれないなんていう観測が出ててきたってことですかそうですすかそうね、えー。同時に財政についてもですね、はいえーま、普通、景気をよくするためには政府はお金をたくさん使いますし。はいえー まあ中央銀行日本だったら日本銀行アメリカだったら FRB は金利を低く抑えて需要を増やそうとするわけなんですが実際、最近の株の高値観というのはこ<ー>の低金利と財政出動に押されて株が上がっていたと、うん、でこれがどうも意外とアメリカ経済立ち直りが早いということはや<ー>める時期も まあ早めるということですよね。ってなる、そうやって考えるのは普通ですよねそうするとあ、予想より株、天井が低いかもしれないという予想が出ると、うん、そうすると株価が下がるということなんですけれども、<ー>でえー、同時に、ですね、えー、こちらの金利、長期金利の低下も起きています。うん これがね、えー、多くのニュースの中で混乱して伝えられるんですが、はい、アメリカの中央銀行が短期金利、うん、本当に1日単位の貸し借りの金利を引き上げたいと言ったら、長期金利、はい、これはまあ5年もの、10年ものの金利がむしろ下がったんですよね。はい、で、えー、これ、どういうことかというと,うちょっと、ね、そこが分かりにくいですよ、ね、そうなんです、うん、えー。 長期の金利、例えば5年間お金を借りるときの金利っていうのは、はいうん、今後5年間の、ま、金利の平均値、ま、予想される今後の短期金利の平均値になるんですね、はい、つまりは、えーま、ゼロ金利で5年間ずっと毎日毎日貸して、借りて返して、借りて返して <laughs>、ま、手数料かかるんで、それは現実的ではないですけれども。<laughs> うんうんうん っていうふうにやったとしたならば5年ものの金利も本来だったらゼロになるわけです,はいですよねでゼロにならない理由というのは今後この短期の金利も上がっていくだろうなと思うからなんですねその一方で,です、ねえー、今回、ま、金利をお、ま、短期金利を上げることを前倒しすると FRB が言ったと、えー、これによって、えーま、マーケットの予想としては 景気自体の立ち直りのスピード、拡大のスピードが遅くなると、うん、そうすると、0から多分おそらく0.25に上げるんですけれども、はい、0.25に上げる時期は早まったけれども、はい、今度、0.25を0.5や0.75に上げていく時期は、うん これ景気が本当に良くなってから上げるわけなので、うん、この時期自体はむしろ遅くなったというふうに考えている人が多いということなんですよね。遅くなったと考える。そそそれどななんでなんですか。つまりですね、ゼロ、えーえー、から零点二五に上げる時期を早めたことで、はいはい、景気拡大、景気の改善のペースがゆっくりになる。ああ<ー>、うん、そういうことか。なるほど。そうすると、うん、もっと金利を上げていくっていうのは。はい もっと先の話にななるんじゃないか,あ,そうかあんまり上げすぎちゃうと、今度は逆に水を差しちゃうことになっちゃうとうんですね、す金利を上げすぎちゃうとね。ですので、ま、これはあくまで、えー、まあのこの数字の動きを解釈するとということ程度の話なんですけれども、えーえー、株式市場、そして債券市場ともに、ですね非常に高値圏での取引になっていますので、えーえー、通常の時だったら、 そんなに今株式市場、動くようなニュースじゃなくても、ですね、うん、やはりみんなあの資産持ってる方、株買ってる方は、ちょっとこれ、高値でどこで山が来るんだっていうふうに、やっぱりみんな思うんですよね、もちろんですが、なんとかして自分だけ一番高いところで、<laughs> それはみんなね、<laughs> 買い,抜,きたい抜けたいっていう思いがありますねそういった、まあ、高値圏ですと、うん 結構皆さんあの、えーまあ、機関投資家等もナーバスになってますので、うん、ちょっとしたニュースで大きく動くこと、今後も続く、この高値県にいる限り、しばらくは続くと思いますうんこれ,あれだ、あとはあれですね、その実際に FRB なりがいつ動くかっていうのもポイントになってくるんですかね。そうなんでですね 例えば株価っていうのは企業業績を中心に、その価格が決まっていくということになるんですが、ちょっとここのところ、やはりあのコロナ関連で、政府、どこの国の政府も、ちょっとこれまでに経験がない規模の経済対策を発動しているので、やはりこれ、コロナ一巡、コロナの影響一巡するまでは、 ちょっとこの政策次第でさまざまな資産価格決まってしまう状況になりつつありますね。うん、そうですね。はい、飯田さんありがとうございました。ありがとうございました。した明治大学准教授でエコノミスト飯田康之さんでした。毎週火曜日のインサイトコラムは RKB 報道局解説委員甘梅兼文の甘弁ならねえです。はい。今日はですね、明日が RKB カラフルデーです。その中で放送される。 神戸さんが作った番組について、はいはい、あの私が作ったというよりも、ああ女優の東千鶴さんがあ東京で開催したエンターテイメントショーを私が取材して、うん、その内容を、うんえー、福岡の皆さんに紹介しようという番組なんですね以前、インサイトの中でもね、はい、この時間にお話ししてくださいました、ねはいね、実はあ,あれがきっかけだったんです。 ああのドキュメンタリーの取材で私、現場に行ってたんですけど、この番組であの曲を流しましたよね、あの男の声と女の声を使い分ける、あの曲が社内でしょ反響を呼んで、ですね <laughs> これ、えーと、何かできないかなっていうから、まあ、公演そのもので1時間はできますよねって話したら。 この番組なっちゃいました実はこの番組がスタートだったんですけどそこで取り上げるのが「ですねこびとプロレス」が出てきますプロレスって見たことあります私はない私ありますよあのプロレス好きでしたから昔ですけどね今だってやってないでしょ実はそのエンターテインメントショーの中では「こびとプロレス」もあったんですそれは身長が110何センチとか20センチとかそのぐらいの。 小人さんたち、うん、低身長症の人たちが、うん、エンターテインメントとして行うプロレスですよね、うん、でかつてはよくテレビでもよく出てたんですけど、うん、今見なくなりました、うん、今回の,ショあの東千鶴さんがやった月夜のカラクリハウスというエンターテインメントショーの中では、うん、あ,あの伝説のお極悪レスラーダンプ松本さんと対戦するという,うちょっとそのと聞いてみてください <laughs> 小人プロレスの始まりは1960年に遡ります 小さな体を使った技そしてユーモラスな動きでお客さんを大いに沸かせました例えばリトルフランキー天草海坊主早草大五郎角掛け止め蔵全盛期には実に多くの小人レスラーが活躍をいたしましたしかしそんな時間は長くは続きませんでしたなぜか障害者を笑い者にするんじゃないというクレームが殺到しまして テレビ局の自主規制が始まったからですなんと小人プロレスのシーンは編集でカットされテレビの画面から消えてしまったわけであります障害者を笑いものにするんじゃないという疑問見せかけのヒューマニズムによって活躍の場を奪われてしまった小人プロレス今やレスラーたちの数も減りまして風前のともし火となっているわけであります わあ、強烈な逆水平チョップ、ダンプ松本。一撃さらには、しなで押さえつける、カバーの改正、カウントはどうだ。三つ入ったー。<laughs> 一本目、ダンプ松本が取りました。ええー、小人プロレスの、おお、訴訟が行われてです、ね。であの、すみません、ダンプ松本さんに押さえ込まれたら。はい。 別にこの人たちじゃなくても誰も返せないと思うんですけどそれカウント三つって言ってダンプ松本でしょ。ところがこれがですねあのコロナ禍なので非接触ソーシャルディスタンスマッチと名付け何ですかそれ？何そのプロです。えっと肉体が接触したまま一分間経ったら反則というですね。そうなんですか。でダンプさんはですねこの時は市内で押さえつつ。ああそうかいそうか持ってましたからねダンプさん。でここで出たように欺瞞 うん、見せかけのヒューマニズムという言葉が非常に印象的な,、うん、すごくな刺さりまししたねでしょ、うんえー、僕もほとんど見たことないので、うんえー、今回初めて見て、えー、これをテレビに出してみたいと、うん、本当に強く思ったんですね、うんえー、できないわけはないはずですよやらない方が楽だからあ講義受けたくないからっていうのがどんどんこう自粛してみたいになってしまっているとすればです、ね、そういうものは僕らにとっては非常に マイナスなことだと僕は思ったので、かえってそうやって特別扱いする方が、うん、あの。偏見を持っていると、はい、いうことにもなりそうですよね。そうなんです。で実は今もうお、まあコロナの問題もあるんですけど。うん、日本に二人しか、こびとプロレスをやる人はいない。うん、でまだいるっていうのはね、驚きですよね。はい、まあ、あの、はい、いろんなアルバイトしたり。 いろんな仕事をしながら、こういうことがあるときは出ていくじゃあ、実際、こうういそういう興行でやることもあるんですか、ミゼットプロレス、コロナってほとんどなくなっちゃってるんです、それもあって、今回、ちょうどこのショーの中で見せるっていうチャンスがあったわけで、これは明日のテレビでしっかり見せるつもりですが、東千鶴さんを10日前に、アルケビにお呼びして、インタビューもしましたけれども、スタジオで演じてもらったんですよ。 実はこれは月夜の,のからくりハウスという見せ物小屋を東千鶴という悪徳座長が開いてえ見せ物を見せるんだというテイストで行われたショーなんですねですから RKB のスタジオでえ悪徳座長としての叫びを取ってみましたちょっと聞いてみてください、うんうん、我らは この世に存在していることさえ気付かれぬ偉業の者たちなりその名を、ま、ぜこぜ一座世の人々は我らを見て見ぬふり目に映らぬふり生きぬくさを抱えてきた我らこの世に生きている姿を こよい、見せつけてくれようぞこんな感じで、ですねこれ、これ私が書いた文章なんですけど、一流の女優さんが演じると、<laughs> 強烈にすすごいですね松間千鶴さんのイメージない、これ、声だけ聞いたら分かんないですよ言われないとね、ああの真っ黒なドレスに、は<ー>えーま、センスを持って、ですね振り向きざまに語ったんですけど、<ー>かっこよかったですね。あ<ー>であのこんな悪徳座長が 見せ物で何が悪いと、うん、我々は生きてるんだと、うん、で社会はあのいろんな人たちがマゼコゼになって生きてるんだということを伝えたいというメッセージを持ったあ賞だったんですけどこのマゼコゼというのをキーワードに、はい、東さんは29年間ボランティア活動を続けてきています、うん、まああの、えー、骨髄移植のボ活動から始めていろんな今、はい あの展開しているんですが、えーまあ、今回はさまざまなエンターテイナーとしての、まあ、障害のある方とかマイノリティの方性的マイノリティの方とかも含めていろんな方が出てきて、うんえー、私たちが存在している、うん、この世の,世の中はまぜこぜであるのだということを楽しく見せてみようと、うん、そういうショーだったんですね。キ、うんあのー、キャャンンンンペペーー今やってますけども大使に 三好ジェームスさんと辻麻里奈さんが立ってますよね、はい、ですから RKB のスタジオで東さんにインタビューもしてその様子も番組で流すつもりでいます、うん、今回なぜこのような講演をされようと思ったんですかうん29年前からこういう社会的な活動、まあ、いわゆるボランティアですね仕事ではできない活動をしていくと、まあ、いろいろな障害のある人たちと出会っていってミュージシャンとかアーティストとか パフォーマーの人たちがめちゃくちゃいっぱいいるってことをだんだん知っていったんですよで、まあ、舞台見に行ったりするとすごいなと思ってもう笑かせてくれるし感動させられるしこの人たちが一堂に会するいっぺんに皆さんと出会えるようなと時があれば場所があれば多様性をエンタメでドーンと分かってもらうじゃないかなと思って。 めちゃくちゃかって笑いながら、うんうん、楽しみながらあれなんで普段私たちは見えない人とか聞こえない人とか小人さんとかあんまり出会ってないんだろうっていうふうにもやもやが生じるようなものをしたいなと思ったんですねでエンタメはその力があると、うんうん、こういった感じでですね知ってもらいたい、ねあのー、そうなんですよ、ね それが松間さんたちのメッセージ、まあ、出演者たちのメッセージでもあるので、うん、それをおそのまま公演をお伝えしていく中で悪徳座長の演技もちょっとしてもらったり、うん、それから、うん、内容については2人のア,ナアルケビのアナウンサーに聞いてもらって、うん、それを取り織り交ぜて、うん、あ全体の8割ぐらいは公演そのものをずっとノーナレーションで見せていくっていう番組。 明日の深夜1時5分から月夜のカラクリハウスという番組なんですが本当に私自身も見たことのないようなエンターテインメントの中身だったので福岡の人たちにぜひ見てもらいたいなと思って作ってみたんですよとにかく面白かったですよ車椅子の方のダンスなんかは必見でしたね素晴らしかったし歌声いろんな人たちの歌が出てきますけど。 これはすごいなって思いましたね。はい、なんか単純に感動して拍手を送りたくなり、はいまあ、よくね、あのうん、オリパラのパラリンピックで、はいえー、障害者のスポーツというよりは、そのスポーツにちょチャレンジしてる人間の姿が美しくて、それを見たいっていう人たちが、パラリンピックのファンになってるっていう,うよく言いますけど、今回のも、似たた感じがありましたねそのね、小人プロレス、はい、ミゼットプロレスをやってるお二人っていうのは、 どういう心境で今もやってるんですか、そのプロレスっていうのは、ね。自分たちしかもういないわけですよ、うん、そしてコロナ禍でもう将来どうなるかもわからないですよね、ねだけどですね参加者募集と、あ<ー>そうでか人であれば誰でも、仲間になりませんかって、うんで、会場でも呼びかけてましたよ。<ー>あの一定程度 動ければなんとかなりますからと、年齢制限ありますから、うん、ないですね、まあ、60歳以下、誰でもいいですよとかって言いましたけど、一つの個性ですからね、まあ、それは、ね、とにか面白い賞になってましたね、ポルトプロレス自体も、えー、なんかね、プライド持ってやってるんでしょうね、やっぱそのあたりもね。イ、はい、インサイトコラボでした